続いてはワールドリポートです今朝は中国北京からです冬の北京オリンピックの開幕まであと3ヶ月余りとなりましたで現地では今月から本番と同じ競技会場を使った国際テスト大会が相次いで行われています組織委員会は一連の大会を通して新型コロナウイルスの感染対策の課題を確認することにしているということです中国総局の牧田直樹記者に聞きます 牧田さんおはようございますおはようございますテスト大会における感染対策どんなところが焦点となるんでしょうかはい北京オリンピック・パラリンピックのテスト大会は年末にかけて10回行われる予定で関連イベントも含め国外から選手やスタッフなど2000人余りが中国を訪れる見通しですこのため海外からの新型コロナウイルスの流入をいかに防ぐかが最大の焦点です テスト大会の参加者には事前のワクチン接種が求められているほか、東京オリンピックでも実施された、いわゆるバブル方式の感染対策が取られています。空港に到着した後は、外部との接触が一切遮断され、関係者専用の宿泊施設で過ごすほか、競技会場への移動なども、すべて指定された交通手段を使うことになります。うんこの競技会場の中ではどんな措置が取られているんですか はい。選手や競技に関わるスタッフなどバブル方式の管理の内側にいる人とそうでないメディアなどがいる区域はフロアが分けられれるなど完全に切り離されています。会場に入るメディアにもワクチン接種や PCR 検査が義務付けられている上、競技後の選手のインタビューはすべてオンラインで行われています。 組織委員会は先日フィギュアスケートの会場で取られている感染対策を一部のメディアに公開したんですがそこでもバブルの内側にいるスタッフがオンライン中継で登場しましてスタッフの健康状態や毎日行う PCR 検査の結果をデジタル技術を活用して一括管理していることなどを説明していました。会場の責任者は国際大会を開催できる能力とオリンピックを成功させる決意を示したいと述べて 万全の体制を取っているとアピールしていました、うん、今のところあのテスト大会は問題なく進んでいるようですけれども今後本番に向けてはどういった課題がありそうですか観客をどのように受け入れるかが課題となります、うん、この夏の東京大会ではほとんどの競技が無観客で行われましたが北京大会では中国に在住する人に限って会場での観戦を認める方針です 組織委員会は条件が整えば今後のテスト大会で観客を入れるとしていましてそこでの経験をもとに本番に向けて観客の規模や必要とする感染対策の内容などを示すことになると思います北京には先週ギリシャで最下されたオリンピックの成果が到着しましたが成果リレーは規模を大幅に縮小し全国各地を巡回はせず 大会直前の3日間に限って行われることになりました。中国政府がいかに新型コロナウイルスの感染の再拡大に警戒を強めているかが伝わってきます。習近平政権はオリンピックを華々しく盛り上げ、国威発揚にもつなげたい考えですが、その一方で感染拡大のリスクをどう抑え込んでいくのか、開幕が近づくにつれて一層注目が高まりそうです。 中国総局の牧田直樹記者に聞きました値上げの秋その背景はマイビズ田中キャスターです月曜日のマイビズは経済の今です新型コロナウイルスのワクチン接種が進み世界的に経済活動が活発化する中で ガソリンや食品など私たちの暮らしに欠かせないものの価格が上昇しています。でこの背景には何があるのかで、今後私たちの暮らしにどんな影響があるのか、慶応義塾大学教授の白井沙織さんに伺います。白井さんおはようございます。おはようございます。ます日本ではレギュラーガソリンの小売価格が7年ぶりの高値水準になっていますし、マーガリンやコーヒーなど身近な食料品の値段も上がっています。 これは世界的な傾向なんでしょうか。はい、その通りです。原油価格で見ますと、うん、2019年末はドル建てで1バーレル60ドル台ほどだほどで推移していたのですが、はい。あのコロナウイルスの影響で昨年の4月には10ドル台へ大きく下落しました。うん、でその後欧米でワクチン接種が始まった昨年の終わり頃から上昇に転じまして、うん、現在では。 80ドル台と大きく上昇してますで天然ガスは相当高騰してまして、はい、欧州や中国ではエネルギー危機が起きてますで、他のコモディティ価格も見ますと銅や鉄鋼リチウムなどの原材料だけではなく小麦パームオイルコーヒーなどの食品関連価格のほか中国やアジアで製造したものをあの欧米などに輸送する際の運賃のコストも高止まりしてます。 さまざまなものがこう上がってる値段が上がっているとその背景には何があるんでしょうか。はい。の世界共通の要因としては、うん、昨年からのコロナによる鋤盛り需要の拡大で I T 製品や自動車の需要が大きく高まりで、はい、半導体などが慢性的に不足していることなんです。うん、でそれに今年半ばからのデルタ株の感染拡大によって東南アジアなどの工場の操業が抑制されて。 一部の部品が入りにくくなっていることとか、うん、それから外国人労働者の流入が、どの国でも抑制されていることも影響してます、はいで、またワクチン接種が進み、世界でほぼ同時期に経済活動が再開していることも一因です、うん、でまた各国特有の,あの国の固有の要因もあると思いますあ世界共通の要因以外に、各国特有の要因があるというのは、どういうことですかはい まずあのアメリカでは<え>今年9月にハリケーンが油田地帯を直撃し、はい、復旧に時間がかかっています、うんで。欧州では天候不順により再生エネルギーの供給が少ないところにロシアなどが天然ガスの供給拡大を,を渋っていて生産が制限されている産業が増えていることが挙げられます。はい、で中国ででは感染症の拡大が見られた地域で局所的に厳ししいロックダウンをして 来たことやそのために物の出荷が遅れていること、うん、でまた、地方政府が電力供給を抑制していることなどが影響しています。うん、で、電力発電の6割を石炭に依存している中国では、うん、エネルギーや原材料価格が高騰しておりまして、うん、で直近のデータでは前年比10%も上昇しています。けども 州あのあの国家主席が二千三十年までに二酸化炭素の排出量をピークアウトさせで二千六十年までに実質ゼロにするという目標を掲げておりましてでそれと合わせて地方政府に各排出量目標を設定してますであの地方政府はその目標を達成するために電力供給量を抑えようと躍起になっていたいその結果中国の製造業の活動が 7月からかなり下押し、されているようです、うん、であとは日本、アメリカ、ドイツ、中国などの自動車生産は半導体や中間材の不足で通常よりも低い生産水準になってます、はい、で景気回復がせっかく進みつつあるのにこうして需要の拡大に応えられない状況が各地で起きてます。 さまざまなこう事情があるんですが、それらが合わさって私たちのものの値段にまあ転嫁されてきているということでしょうか。はい、あの実はここが重要なポイントなんです。えー、で、各国の原材料価格を含む生産者価格が今年4月頃から高騰してきてまして、うん、当然消費者物価も少しずつ上昇しています。はい、ただ消費者物価の転嫁の度合いは国によって違いがあります。うん、で、例えばアメリカでは 現在生産者物価が8%台で推移してますけれども、うん、消費者物価は 5%, 台, 5, 5台なんですね、はいで。日本も生産者物価は8%台で推移していますが消費者物価は下落していたところが、うん、最近やっとプラスになりつつある程度ですので、うん、あまり消費者物価に転嫁できていません。はい、で中国はは日本よりもも極端でで生産者物価は9から10で推移していますけれども、えー 消費者物価は1以下となっていますでアメリカの方が日本や中国よりも消費者物価に転嫁できていまして賃金も上昇していますので家計の財政事情は良いように見えるんですけれどもそれでも生活費が高騰しているため 賃金引き上げを求めるストライキが全米各地で起きてます。はい、で、コロナ危機のあの以降の大規模金融緩和によって住宅価格が非常に高騰していることも市民の不満を高めているようです。うん。まあいずれにしても今後のあの経済復活がカになりそうですけれども、各国のその経済の見通しはどうなってますか？はい。アメリカ経済は4から6月期まで大変強い回復力を示していたんですけども。うんはい 4月から9月にかけてはデル,タデルタ株の感染者数の急増もありまして減速してます、うん、でワクチンのフル接種率が60%弱と伸び悩み感染問題が残っていることも懸念されてます、うん、とはいえ感染者数は減ってきており10から12月期から再び回復力が強まっていくと思います、うん、中国はどうですかはい 中国は昨年1から3月に感染症を抑制しいち早く景気回復を遂げ世界経済を牽引して日本も中国に向けてたくさん輸出を増やすことができていたんですただ足元は先ほどお話ししましたように原材料の高騰が企業の収益をかなり圧迫している上に中国高台集団など大手不動産開発業者の 債務返済が滞る時代が起きていまして不動産業界が低迷してきてきまもともと借金を増やして新しいアパート建設をするといった自転車操業をしている開発業者が多いために中国政府はこうした企業の財務の健全性を図るために、えー、あと共同富裕のもとで住宅価格の高騰を抑えようと昨年から 不動産業者に対して借り入れに規制をかけてるんですね、はい、でその結果借り入れが難しくなって返済が滞っています、うん、でこうした政策自体は適切なんですけれども多くのサプライヤーへの支払いが滞ったり、うん、不動産業者の住宅建設が途中でストップしたりしていますので社会的な混乱が今起きてしまってます。あ そうした中で、これ肝心の日本経済なんですが、どういう見通しでしょうか、はい。はい、日本は9月30日で緊急事態宣言も解除されて、10から12月期からあのようやく回復モードに入ってきています。で、接種率も進み、消費や設備投資などは前期に比べ大きく上昇していくと見てます。ただ今後感染症の再拡大があるのか、アメリカや中国経済がどうなっていくのか。 それから世界的なインフレ状況が予想通り来年半ば以降に収まってくれるのかなど世界にはたくさんの不安材料がありますので景気拡大見通しが下振れる可能性も意識しておいた方がいいのかなというふうに思っています、うん、拡大のペースが遅くなるかもしれないということですね。さんどううもありがとうございました えー、今朝の「マイ・ビズ」は「値上げの秋その背景は?」をテーマに、えー、慶応義塾大学教授の白井さ,ゆるさんに伺いました続いて「深読み」「コロナ禍今子どもたちの心の中は精神科医斎藤玉紀さんと考えます」。 文部科学省が今月公表した調査結果で、昨年度、小中学生の不登校は19万6,127人と、これまでで最も多くなったことが分かりました。えー、前の年度と比べると、1万5,000人近く増えています。自殺をした児童生徒の数も、これまでで最も多くなっています。文部科学省は、極めて憂慮すべき結果で、 コロナ禍による環境変化が大きな影響を与えていることが伺えるとして SOS を発信しやすい取り組みが重要だとしていますこの結果どう受け止めればいいんでしょうか背景には何があるのかそして子どもたちのために今どのような対応が求められているのか精神科医で筑波大学教授の斉藤玉樹さんに聞きます斉藤玉樹さんおはようございます おはようございます斉藤さんは、引きこもりの問題を30年以上にわ,わたって向き合ってこられましたけれど、あのこの子どもたちの不登校、19万人以上という数、どう受け止めていらっしゃいますか。はい、えー、っと私の見るところ、この数字はごく一部でしかありませんで、うん、あの2019年度まではです、ね、で、ええ、もう3年連続で、毎年2万人ずつ不登校が増えるという異常事態が。うん まあ続いてるんですね、うん、現在、義務教育だけで20万人近い生徒が登校できないで苦しんでいるという状況があるわけです。というん、見ると、この教育システムはもう一種の制度疲労を期待してるんじゃないかと考えていますああのとにかくその不登校は増え続けていると、そうすると今、制度疲労っておっしゃいましたけど、斎藤さんはこの背景をどう分析してらっしゃるか、精神科医としての見方を話していただけますか。はい えっとまあ、文科省としては、ですねこの生徒の無気力であるとか、えーうん、そういう,こう個人の要因、えー、を重視しているんですけれども、えー、私には見るところ、ですね、えー、あるいはあの文科省の調査と並行してなされた、当事者の調査があるんですけれども、はい、その,へあの結果を見ますと、ですね、うんえー、一番多い原因として、教師と会わないというのが30%ある、はいで、いじめによるものが25%あると。 学校側の要因がですね、これが大きいということをもう一回しっかりと向き合う必要があると考えています。うん、えっと、だから、この不登校が増えている状況の背景には、根本的には、まあ、学校の問題があるんじゃないかと。そういう認識ということですね。はい、そうなります、えー。特に考えるべき点というと、どういう。ことなですか <got> あの、今回の文、昔、昔の調査もそうなんですけれども、ええ、あの、不登校の割合がですね。ええ え小学校で100人に1人なんですけれども、うん、中学では24人に1人と、つまりいきなり4倍近く増えているわけです。<う>で中学に上がっただけで、ですね不登校が激増する現象は昔から知られておりまして、えー、これはあの中1ギャップという読み中1ギャップはい、えー、小6から中1に上がるところに段差があるんですね、非常に大きな段差があって、はい、そこで不登校が非常に増えると。えー いう現象が昔からあったんですけれども、まあ、かつてはですね、ええ、これはあの、春季を迎えて不安定な生徒が多いと説明されていたんですけれども、うん、もっと単純な理由があると考えていますもっと単純な理由がある。はい、というとまず一般的に、ですね、ええ、あの中学に上がると教師の態度がきつくなるんですよね、小学校まではさん付けだったものが急に呼び捨てになったりとかですね、えええー、そういうふうな、まあ、きつさが増えてくると。 それから部活が始まりますけれども、部活では先輩後輩という年功序列が、まあ、事実上強要されるという問題もあります。うん、また、中学ではしばしばですねあの教師の側でも根拠で説明できないような校則というものがですね、うん、一気に増えて、うん、えこれも事実上強制されるわけです。えー、つまり、非常にあの中学ではですね、うん、生徒個人の尊厳が、えー、脅かされるような状況が増えると。 いうことが一般的にありまして、えええー、これがですね私はあの、中一ギャップの原因じゃないかと考えておりますあなるほど、うんあの、大人になろうとする子どもたちにあの、それなりの厳しさを持って接するっていう考え方もあろうかと思いますが、斎藤さんは、はい、そこがちょっとあの考えるべき点があるっていうことでしょうかそうですね、うんあの、問題はやっぱり、いきなりあの理由も説明されずに厳しくなると。 いうことが問題だと思っておりまして、ええ、えむしろ段階的にですね、ええ、あの小刻みにそういう方針に切り替えていくなら、まだ分かるんですけれども、ええ、え突然変わるということの衝撃が非常に大きいと考えていますこの後の不登校の数って、斉藤さん、どういうふうに見てらっしゃいます,まだまだ増えますか、そうですね、今のところ、現在もですね少子化がどんどん進んでいるにもかかわらず、不登校の人口が増えているということにありますので。 当分この増加は止まらないんじゃないかなとおもい予測しております。なるほど、えー。コロナ禍がまあまさにその中学校の教育が抱えている大きな課題を不登校の増加という形で浮き彫りにしていると、えー、斉藤さんは分析されているということだと思います。はい。で、では子どもたちに。 何が求められているのかどうしたらいいのか子どもたちのためにですね何が求められているのかどうしていったらいいのかこの後伺っていきます <music>、えー、不登校の生徒が過去最多となっている、えー、どうしていくべきか引き続き精神科医で筑波大学教授の斎藤玉樹さんに伺っていきます。斉藤さん えー、そういう子たちがまあ少なくなるように、はい、あの子どもたちが苦しくならないように、どうしていったらいいのか、まず教育現場には何が求められているとお考えでしょうかはい現在、私、はあの文科省のです、ね、不登校に関する調査研究協力者会議という会議に委員として参加しているんですけれども、はい、え予防のテーマの一つとして、ですね、えー、魅力的な学校づくりと。 いうものがあるんですけれども、うん、私はそれ以前にやるべきことがあると考えています。うんえー、それがあ暴力がない学校、まあ、言い方を変えれば安心で安全な学びの空間を作るということが一番重要ではないかと考えています。うん。えー あの暴力とは思わずに、いろんなこう拘束とか指導もあったりすると思うんですが、斉藤さん、そ,それが、まあ、あの子どもたちにとっては暴力になっているというふうにお感じとということですねそういう意味ですね、個人の尊厳が、うんまあ、脅かされる場面というものが急に増えると、うん、いうことがあって、まあええ、非常に厳しい指導方針であるとか、ええ、まあ拘束であるとか、ですね、ええ、あるいは、まあ、ハラスメントの指導の区別が曖昧だったりとか。ええ えー、部活の年功列といったのですね、うんえー、そういったあの学校側が決断すれば、うん、撤廃できるものが残っていることが問題と考えてますのでそれを減らすことが大事じゃないかとまずそういう,こうものは減らしていくと、うん、はいなるほど、えー、その不登校が起きてきた時の対応も問われていると思うんですがそうですねそれについてはどうお考えですかあの 今回の調査で、外的要因、うん、まつまりいじめとかですね、えー、ハラスメントが大きいと判明したわけですから、それに対する対策をしっかり作っていただきたいと考えています、うん、具体的には、いじめ、ハラスメントの罰則化ですね、えー、それから拘束の撤廃なんかも含まれますけれども、うん、今のところ最大の問題は、拘束はまあ事実上、強制されているわけなんですけれども、うん、いじめ、ハラスメントといった問題については、ルールがないんですね、罰則がないんです。 でこれがないために、非常に対応、えー、が曖昧になってしまっていると、うん、いうことがあって、どうしても被害者の納得が得られないということが起こっています、うん、で私としては<え>、はい、すみません、加害者の謝罪とか、加害者のルールにとった処罰であるとか、うん、でそれも続いて、被害者が納得するということが、特にいじめ、ハラスメントに関しては大事。 じゃないかと思っていいますあいじめハラスメントの罰則化に拘束をなくすとこれなかなか大きな変化なのでこれやっぱりあの議論の必要がありますよねはい十分議論していただきたいと思っていますそうですね、はい、あのとなるとこう社会に求められることもあるように思うんですがはいどうでしょうえと、ま、社会全体としてはその今の学校の在り方を見直してほしいということは当然あるんですけれども、うん えー、不登校の問題がです、ねえー、学校にいるだけの期間の問題ではないということを認識してほしいと思っています、はいえー、このことはです、ね、卒業後も続いていく可能性がある、うん、例えば、うん、不登校の約2割前後が長期的には引きこもってしまうといったデータもありますので、うんえー、卒業の、まあ、社会参加はどういうふうに考えていくのかと、うんえー、それで社会資源を整備したりとか、いろんな経けを作っていくと。 いう配慮が社会の側に求められてていいると思っています社会資源の整備といいますと、具体的には今あの、オルザナティブな教育現場として、えー、通信制や定時制を見直そうという、えー、あの教育機会確保法という法律がありますけれども、えーえー、その下で,です、ね、通常の,その、えー、学校のみならずです、ね、いろんな場所で学ぶことができる、もしくは同世代の、えー、生徒と交流が持てると。 そういった場所を整備していただきたいなと思っていますあのいわゆる今の学校以外でも何か学べる場ができた方がいいというふうにお考えとといいううことですすね、ええ、そう考えています、はい、あの保護者はどう対応したらいいのかあと1分ちょっとなんですがお願いでできますでしょうか、はいえっと、再登校をです、ねえー、ゴールにしないでいただきたいと思っています、うん、再登校じゃなくてですねまずは十分に給料を取って、うんえー、家の中で元気に過ごすと。 ととといいうことを目指していただくとで元気が回復してくればですね、ええ、大体の場合あの、再登校につながることが多いので、えええー、まずはその元気の回復というゴールに向かって、えー、対応してていいいたただきたいと思っています無理に学校、行け行けって言わない方がいいということですか初期段階では少なくともそうですね。あとどのようなことをアドバイスされますか、保護者には。 えっとまあ先ほど触れましたように登校、ええ、できなかった場合のですね、うん、え居場所みたいなものを親御さんの方も学校にこだわらずにですね、うん、え一緒に探していただくといったようなことも必要になってくるかもしれません。つまりあの今のいわゆる義務教育の学校とかでなくても行けるような場所、はい、居場所ということですね、はい。そうですね。はい。そういったものを利用していけばですね、ええ、不登校経験者の八割以上は 社会参加しているデータもありますので、えーえー、本人を追い詰める対応をしなければなんとかなるという楽観性も大事にしていただきたいと思っています。えー、根本的な対応が求められているという感じがしました。はい、精神科医で筑波大学教授、斉藤たまきさんに伺いました。斉藤さんありがとうございました。ありがとうございました。したはい、田中キャスターです。 今朝のワールドライブは海外メディアの報道チェックです週末から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースですまずトルコですトルコのエルドワン大統領が23日トルコに駐在するアメリカやフランス、ドイツなど10カ国の大使を国外退去処分にすると警告しました10カ国の大使館が空出た未遂を支援したなどとして4年にわたって拘束されている トルコ人実業家の釈放を求めたためですドイツの公共放送 ZDF はドイツ政府は公式な声明を出していないんですがドイツ政府の中にはエルドアン大統領の発言に対して厳しい批判の声が出ていると伝えています次は北朝鮮です北朝鮮問題を担当するアメリカと韓国の政府高官が昨日ソウルで会談しました アメリカ政府の高官は、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮について、挑発行為をやめて対話に臨むように求めると述べて、対話の再開に向けて韓国政府と連携していく考えを示しました。また、韓国の高官は、会談では朝鮮戦争の終戦宣言について深く協議したと述べました。 韓国 KBS によりますと5日前にこのワシントンで協議したばかりでこの終戦宣言については緊密な協議を続けていると伝えています次は中国中央テレビです中国国防省は今月17日から23日にかけて日本海、西太平洋、それに東シナ海の海域で中国とロシアの海軍が初めて合同で 巡視活動を行ったと発表しました、まあ、日本の防衛省は中国軍とロシア軍の艦艇が津軽海峡を初めて同時に通過するなどこれまでにない行動をとっているとして警戒と監視を続けてきました、まあ、今回の活動は武器使用を含む訓練を行ったということですが他国の領海には入っていないとしていますそれからアメリカです アメリカで来年秋の中間選挙の前哨戦と見られているバージニア州の州知事選挙が接戦となっています。で、この選挙をバイデン大統領とその政策に対する住民投票と位置づけている共和党が攻勢を強めているのに対して、民主党はオバマ元大統領が応援に駆けつけて支持を訴えていて激しい選挙戦となっています。アメリカ ABC が伝えています。 それから新型コロナウイルスの影響で去年は中止され今年も2度延期された香港マラソンが昨日行われました香港国家安全維持法が施行されて政治的なスローガンが書かれた T シャツなどを着て走ることは禁止されました香港 TVB によりますと 政治的なメッセージが書かれた T シャツを着替えるのを拒んだ男性が失格になったり着替えた人が出場を許されたりまた政治的に微妙なタトゥーを入れたランナーたちはその部分を隠すように求められたということです最後はフランスです新型コロナウイルスの影響で観光客が激減していたフランスのパリで外国人の観光客の姿が再び目立つようになったとフランスルーが伝えています まだコロナ以前の水準には回復していないんですがドイツやイタリアなどヨーロッパ諸国からの観光客でセ西野川の遊覧船やエッフェル塔などのにぎわいがよみがえりつつあるということですでは今朝の気になるニュースです、えー、まず韓国のロケット打ち上げについて KBS とニューヨークタイムズのニュースからご紹介します えー、韓国の技術で開発された初めての国産ロケットが先週21日打ち上げられましたね目標の高度700キロに到達し打ち上げには成功したんですが模擬の衛星を計画通り軌道に乗せることはできませんでした韓国 KBS は完璧な成功でもなく失敗でもない打ち上げだったが韓国は宇宙強国を目指す上で大きな一歩を踏み出したと伝えました この韓国初の国産ロケットヌリ号なんですが韓国の300を超える企業の技術を結集させて日本円でおよそ1900億円をかけて2010年から開発が進められてきました KBS によりますと韓国は NASA が推進している有人の月面探査計画アルテミス計画にも参加したりして宇宙開発に対する技術と経験を積んで 2030年にヌリ号に月探査船無人の月探査船を搭載して打ち上げる計画だということです。でなぜ韓国が宇宙開発に熱心に取り組むのかムン・ジェイン大統領は宇宙開発で先行する国が未来を先導するようになると述べています。まあ、宇宙技術ののハイイテク市場のプレーヤーになりたい あるいは衛星打ち上げビジネスに参入したいなどの思いがあるようですけれどもニューヨークタイムズでは別の理由もあると指摘していますそれは安全保障上の理由です例えば北朝鮮の動向を監視するのに今はアメリカ軍のスパイ衛星に頼っているんですが自前の衛星で行うことを目指しているということです 特にトランプ前大統領が中流経費の大幅な負担増を求めてきたときにアメリカ軍の撤退を交渉材料に使ったこともこのアメリカ軍への依存度を下げる方向に韓国を向かわせているとニューヨークタイムズでは伝えています。一方でこの韓国のこうした動きを警戒する北朝鮮もミサイル打ち上げ実験を繰り返していますね。宇宙開発には夢もあるんですが韓国のロケット打ち上げには 安全保障上の厳しい現実もあるようですさあ2つ目はですねベトナムの国営放送 v t v b が伝えた話題なんですけれども渋谷は今100年に一度といわれる大規模な再開発事業が進められているんですがこの開発に参加している1人のベトナム人女性を、えー、v t v b が紹介していますその女性ドアンデハイゴックさんです。 渋谷の再開発を行う鉄道会社に就職して行政との交渉に参加したり広告事業に携わったりして一生懸命貢献しているということで会社で高い評価を受けているようです。VTV によりますとこのハイ・ゴックさん2011年に、えー、ベトナムの大学を卒業した後外交官になる夢を持って日本に留学に来たんですが 外交家になる夢を持って日本に留学に来たんですがそれが東日本大震災で被害を受けた岩手県でボランティア活動に参加したことをきっかけに都市建設に興味を持ち渋谷の事業を行っている会社に就職したということですまあ、最初は建設用語についていけないのではないか日本の文化がわからないのではないかと色々不安に感じていたようですけれども2倍3倍の努力をすると溶け込めるように感じたと話しています でハイゴクさんが勤める会社はベトナムでも大規模なあの都市建設事業を進めているようです。でハイゴクさんは将来はベトナムに帰国して日本で学んだ知識を生かして祖国に貢献したいと VTV にのインタビューに答えています。以上今朝のワールドアイでした。季節が進んできました。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりお届けしましょう。今朝は野菜です。 東京都の太田市場の青花卸売り、東京青花の深澤浩二さんにお話を伺います。深澤さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。お,ますお願いします。秋深まってきてましたけれど、今の時期市場、はい、の様子どうでしょうか。はい。 少し前まではですね、ええ、野菜全般にたくさん入荷があったんですが、うん、今は出荷産地の変わり時だったり、<ー>またここ最近の冷え込みで、ですね、うん、入荷量が少し落ち着いてきている感じがありますね、あとは鍋物に使う食材が需要が増えてきましたね、はい、というと、えー、きのこやねぎ、いいですね、鍋物。 そんな中で今朝のおすすめの野菜は何ですか。今まさに旬の人参です。ああ<ー>、人参、うん、一つあると彩りもです。なんか栄養もお任せできるので、うちは毎日食卓に登ってます、うん。うん、まあ、まさに鍋なんかぴったりですけどね。うん、どうなんですか、深澤さん。今年はたくさん取れてますか、人参。はい。量はたくさんありますね。 えー、今年の夏なんですけども北海道ではですね気温が高くて干ばつもありましてじゃがいもや玉ねぎなんかはです、ねまあ、ちょっと不作でサイズが小さめだったりしたんですけども、まあ、その後気温が下がったので気温が低い環境が適している人参については生育が回復したということですね。<ー>ということは主な産地は北海道ということですかはい 北海道が年間の生産量が最も多くてですね。うん、今の時期は北海道のものが中心ですね。で<ー>、えー、まあ、そろそろシーズン終盤となりまして、<ー>11月からは千葉県産のものが増えてきますね。そもそも人参って、もともとはどこの野菜なんですか。もともとは原産地はアフガニスタン周辺ですね。アフガニスタン。はい。そこから広まって。 東洋の品種と西洋の品種に分かれたと言われますね、えー、日本にはですねまず東洋酒が16世紀くらいに中国を経由して入ってきました、うん、当時の農業に関する書物にはですね味が良い野菜として栽培を進める記述がありますね、うん、また江戸時代にはですね,江戸時代にはですね西洋酒が入ってきまして 栽培しやすいので、えー、まあ時代を経るごとに東洋種より西洋種の方が多く栽培されるようになりました。なので今スーパーなどで見る人参は西洋種が主流ですね。あ私たちがじゃあ一般的に見てる人参は西洋種ということなんですね。そうですね。東洋種の人参は何か特徴があるんですか？はい金時人参が東洋種なんですけども、えー、西洋種よりかは、えー、赤くて 長くて、まあ、独特の風味があるんですねでおせちや雑煮などに使われますけれどもご存知ですかはい、はいあのー、甘くて柔らかいちょっと赤っぽい人参ですよね、はい、スーパーではそんなに見かけない気もします、えーまあ、西洋酒よりです、ね、栽培が難しいので流通量は少ないんですけれども、うん、11月頃から出回り始めますね。うん あの人参って言うとね、深澤さん、私たちの子供の頃、ええ、結構嫌いな子供もいて。なんか、話聞いたら、最近はあんまりそういう子いないって。あの、こうさんとか、お子さんは人参はどうですか?あ。人参大好きです。甘いって言ってますね。ちょっとピーマンとか苦手ですけど、人参は食べますよ。これ、深澤さん、人参の味はずいぶん良くなってきたっていうこと。 そうですねですやはりまあ甘みなんかを重視するようにはなってきてますよね品種改良されてますからね流行の品種っていうのはあるんですかあはい。最近はまあ彩りを重視する傾向がありますね、うん、なので黄色とか紫色なんかのカラフルな人参が出回るようになってますね、えー、紫 <laughs> や味はどうなんですかやっぱ違うんですか まあ若干違いますけれどもね、うん、ちょっとやっぱり人気中心にはなるんでね、<ー>はい、まあ、でも十分美味しいですね。ああ、うちは煮物とかが多いんですけど、深澤ささおすすめの人参の食べ方ありますか。はい、ええー、これからの季節ですね、まあ寒いのでおでんに入れてもいいですね。<ー>特に金時人参いいで、ね、おでんに合いますね。あとは茹でた人参をすりおろして卵に混ぜて卵焼きを すると、人参の甘みが出て美味しいですね。はい、あとは、人参をですね、うん、ピーラーで薄くスライスして、うん。そこにオリーブオイルとニンニク、また、あ、アンチョビなんかを入れて、炒めても美味しいですね。ペペロンチーノみたいに。ああ、いいですね。あとは、まあ,あ、細く千切りにして、卵やツナと一緒に炒める。しりしりっていう、沖縄の郷土料理。うん、あれも美味しくて。 いいね、本当にいろんな食べ方ができるものなんですね人参、ね、はねあのカレーなんか作ったりするときふと思うんですけど、はい、皮は剥いたほうがいいんですか <laughs> ああえぐ、ー、<laughs> のですね、ええ、本来の皮っていうのはとても薄くてですね、ええ 出荷される前に洗うんですけど、その時に剥がれて落ちているんですね、えー、大体は。えー、まなので、ま外側の食感を気にしなければ、ああムカツともそのまま食べて大丈夫ですね。そのままでも大丈夫なんですね。はい、葉っぱも食べられるんですよね。あ、そうですね、食べられます。あの葉っぱがついている人参が手に入ったら、まあぜひ食べていただきたいんですけど、うん、えセリカ、人参セリカなの植物なんですけども、うん、独特の苦味があって。 あと、まあ、葉っぱはかき揚げにしたりするとおいしいですねあい,いですね美味しい人参の見分け方ってありますかはい、えー、オレンジ色が濃いものがいいと言われますね、うん、あとは、えー、表面が黒ずんでいないもの、うんえー、ちょっと黒ずんでるとやっぱり、えー、古いものであったりするんですけれどもあとは葉っぱの切り口の部分が細いものの方がいいですね。 うん、あここが中の芯の部分につながっているので、うん、細いもののほ、えー、まが芯の部分が少ないというところで、お、え、い、ー、しく食べられる部分がその分多いので、えーまあと柔らかくて、これ、なかなかのノウかもしれないですね、うん、その葉っぱの切り口って、だから、その頭の部分の,その芯につながってる部分が。 小さそうですね。ま、は、るい赤身ですね、はいえー。長持ちさせる方法はありますか。はい、えー。人参は一見長持ちしそうに見えるんですけども、うん、まそのままにしているとあまり持たない、ねし。しなしなになったりするんですよね。はい、えー。キッチンペーパーや新聞にくるんで、まできれば葉っぱの方を上にして立てて、冷蔵庫の野菜室で保存するといいですね。 その際ですね水分がついているとおだいぶ痛みやすくなってしまうのでそこは拭き取って保存してくださいあ割合センシティブな野菜なんですねそうなんですね <laughs> ありがとうございました皮むかずにいただこうと思いますはいありがとうございましたありがとうございました市場だより大田市場の生果卸売り東京生果の深澤浩二さんに聞きました10月25日月曜日今日の天気は曇りのち雨 日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一佳です。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。 え直前にですねあの石川みゆきさんの声で陽明さんの CM が流れますけれどもそこで季節を感じるというか知るっていうのが多いんですが、はい、え23日の土曜日が二十四節気の一つ、草行と、まあ、あの梅雨がこの、ね、冷気で霜になっていくという、うん、まあなんともこう感じを見るだけでもちょっと寒くなってくるよなっていうようなね感じのお季節を迎えておりますけれども、はい、え今日は、まあ。 雨が降ってくると結構荒れるかもしれないというような、ねえー、ニュースが入ってきています、えー、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で西日本と東日本の太平洋側大気の状態が非常に不安定になるんだと。 いうことが出てきていますね。はい、えー、東日本太平洋側を中心に明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるところがあると降り出しは午後夕方ぐらいになるのかな。そうですね早いところでは午後では雨が降り始めて夜遅くは少しその範囲広がりそうなんですよね。でその非常に激しい雨に関して言いますと関東地方は、うんえー、夜遅く日付が変わるぐらい雨足が強まりましてこれが明日の朝午前中いっぱいまであの続くのではないかと日本気象協会の方。 に先ほど電話したらあのおっしゃってましたね、うん、なるほど、はい、まあそうすると今日はとりあえずカバンの中に折りたたみの傘持って、うん、ねただ夜遅くなる方はちょっと丈夫な傘持ってった方がいいかなそうですねいう感じになりますね,すね、はい、しかしですねこの季節には疎い私がどうして、うんえー、走行というまた20世紀の中でもマイナーなやつが23日かって覚えてたかというとですねああ23日の深夜にええ。えー 会社に呼び出されてです、ね、そうでした、ね、そうなんですよ、えええー、オードリーリさんのオールナイトニッポンの中で、ちょっと対決企画やりますんで、対決の相手とあと実況をしてくださいよ、なんていうことをですね、ディレクターからペロッと言われてですね、うそうか、実況か、と。だったらちょっと、あの、今日がどういう日かぐらいは押さえといた方がいいかなと思って、10月23日何の日って入れてですね、で検索をしたら、そうこうって出てきてて、 これは一個使えるかもしれないな、夜の泊りに、そして霜が降りてみたいなこと考えたんですけど、<laughs> 結局そういうようなものは一切使わずにですね<ー>え、えー、わちゃわちゃして終わったという感じだったんですが、そうなんです、あのオードリーさんのですねオールナイトに久々に、本当に久々に呼んでいただいてですね、えー、そこで、あのー、コットンの西村さんという方が、もともとアナウンサーが出しの出身でもあり、そして、えー、才能をべて凝縮したような男 もうあのそのエピソードを友達が1,000人いるとかたね。友達に声かけられて雑談してる間に大学の教室にたどり着けずに授業を全部すっ飛ばした話といろいろ話されていた中でもともと広島ホームテレビのアナウンサーでもあった、うん、ということなんで、えー、即興で。えー 原稿読み対決っというかあれ即興原稿だったのですごいのがそのニュースのテーマみたいなのをこう若林さんがポンって言ったのをその場で頭の中でニュースを組み立てて話さなきゃいけないっていうもので私聞きながらお腹痛くなってきちゃって、ええ、なんか飯田さんに感情移入しちゃってこれ難しいなと思ってもう飯田さん頑張れと思って聞いてましたよ。<laughs> でもそのテーマがまたすすごいい方向性に行くじゃないですかそうなで<え>かそん若林 さんがこう自転車を盗んで、捕まったみたいな架空のね、ニュースだったりと。架空ですからね、で春日さんがこうアベンジャーズに出演するっていうまた架空のニュース。<laughs> いや、あれ、反省しきりでさ、やっぱもうちょっとこう。 普段使わない筋肉であるんだけど、はい、瞬発力が足らなかったなぁとね。そ,とそうそう、今回、えー、今回監督を務めるスティーブン・スピルバーグ氏は、春日氏に対してみたいなのを一個入れときゃよかったなとか、<ー>やっぱいろいろさ思っちゃいました。反省をね、終わった後にね、いろいろ思っちゃうんですよね。<laughs> しかもコットンの西村さんもすごく上手で。いや、すごいよやっぱりショッキングなニュースが入ってきました。から入るか、ね、入りの入り方とか。はい。 そっか、こういうそ確かになぁ、みたいなね,ねあの。僕らニュースとして読んじゃうんだけど、<あ>やっぱこう、全体の番組として考えると、そう,そうだよなそのこう、つかみはオッケーみたいな部分、ね、テレビニュースだな、みたいなね、えーえー。タイムフリーで聞くことができますんで、はいえー、ぜひ、まあ、あの、興味あればお聞きいただければと思います。結構ね、あのメールやツイッターでもいただいてまして、サトイモとマッチョの釣り人さん、大和市の方、えー、深夜にもか,かわらず、なぜか飯田さん登場 <laughs> と、えー、ニュース読み対決、お茶を 吹いてしまうほどの面白さです。<laughs> えー、それからヤクシーさんも、えーえー、妄想原稿対決コットン西村さんとやってましたねと、えー、その後の春日さんと西村さんの対決のアナウンスも、えー、現場の臨場感だけでなくその時の情景が手に取るように分かる内容でゲラゲラ笑いました <laughs> いや本当パンツ一丁で、えー、お互いカラーボールで投げ合ってとつき合うというですね <laughs>、はい、本当オイ,ルオイルでプロレスみたいなこう昭和感が満載の <laughs> そうすると音だけドーンと音が聞こえるから <laughs> それだけ聞いてるンと 何が起こってるか分からなくても飯田さんがそこにこう実況をね添えるというでしかもハーモニカを加えててそれがピュってなっちゃうと負けみたいな、ね、いう <laughs> 本当なんか <laughs> 昭和のバラエティーみたいな感じの楽しかったな面白かったですそういうことやるとねタイムフリーで聴けますんでよかったら何と言っても先週1週間は大事な大事な1週間でありますんで、はい、オードリーの「オールナイト」ももちろんですけどその後にですねコ、えージーアップもま,まだこちらもタイムフリーで聴、えー、くこ ができますしこの番組に関してはポッドキャスト YouTube でももちろん配信しておりますんで1つ後から聞いてもその日にですね、ええ、聞いたことになりますんでよろしくお願い,いします。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げていくニュース番組ですぜひ、えー、メールツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです、えー、6時半頃からご登場まずは今日首都圏の飲食店で時短営業要請を解除というニュース、まあ、新型コロナについて、えー、それから7時台ですがまずは 岸田総理、三十一日からイギリスで開催されるコップ二十六への出席を調整というニュース。それから、参院の昨日行われた山口静岡補欠選挙。さらに、衆院選の政策の論点について、憲法改正について伺っていこうと思っております。そして、七時三十分頃、教えてニュースキーワード。ヤフーニュースのコメント欄について、誹謗・通称や違反コメントへの対策、AI を使うということが出てきています。 えー、それから今月12日に発生した山梨の放火殺人事件、えー、19歳少年逮捕されておりますがこの実名と顔写真が週刊新潮に掲載されました、えー、少年法とメディアというところを伺っていこうと思いますメールツイッターはこちらですメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ工事、ハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日8人の方に、JA 全農長野から秋野菜の詰め合わせをプレゼントします。長野県の秋野菜は高原の冷涼な気候、清らかな空気と水で育ち、新鮮な旨味たっぷりです。今回は長野県の野菜を詰め合わせた野菜セットを毎日8人、5日間で40人の方にプレゼントします。 長野県の新鮮な野菜を炒め物や鍋物などでどうぞ。長野県の野菜を使ったレシピは JA 全農長野のホームページに掲載していますので、ぜひ検索してみてください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。ご希望の方必ず電話番号、そしてマンションの方はお部屋番号もお書き添えください。 いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、新業アナウンサーも先ほどニュースでも読んでくれましたが、えー、山口県とそしてえ静岡県の参議院の補欠選挙の結果これが一面トップというところがほぼすべてという感じですねで、そのまあ表現の仕方にもいろいろあるなと こういうい感じで、えー、ありまして、えー、読売新聞と産経新聞は参院保全、自民一勝一敗という見出しをおのおのつけております、えー、そして、朝日新聞とそれから朝日新聞はあ参院保全、静岡で自民敗北。 えー、東京新聞、参院静岡野党系勝利というふうに書いています。一面トップはこの4市で、えー、毎日は一面トップが5都府県、えー、今日時短解除という、まあ、コロナ対策についての話そして参院補選は一面の方で、えー、やはり静岡自民敗北というふうに、ねえー、書いております。まあ、このの見出しのつけ方で、えー、非常に 新聞のスタンスがよくわかるというようなもんでございますまあ、後ほどこのねニュースについては、えー、今日のコメンテーターの野村秀也さんとまた深めていこうと思っております えー、さて気になるニュースですけれどもあのー、今日、ですね各紙書いているところありますが昨日、産経新聞は一面に大きな写真入りで、えー、出しておりましたけれども、えー、中国とロシアの合同艦隊。 十、えー、10隻余りが先週津軽海峡をね、えー、通過したという話があって、これが、えー、空母いぶきそっくりじゃないかというね、漫画のね、えー、いう話でですね、で、くしくもその空母いぶきに関して、えー、様々な面で協力されている牛尾正人さんと、えー、北朝鮮のミサイル発射のところで電話をつなぎましたんで、まあその時にもね、えー、お話しいただいて詳しく、えー、解説を、まあ、ついでのような形でですね、いただいたんですが、えー えー、あの時も言ってました津軽海峡もそうですけれども今回はですね、えー、そこからあの太平洋に出てでその艦隊がぐるっとこう南下していってで、えー、今度は大隅海峡を通過してい、えー、ったというところであります、えー、大隅海峡これはあの鹿児島県、えー、でありますけれどもじゃああのー えー、あの津軽海峡の時もですねあそこちょうど津軽海峡の真ん中のところっていうのが黄、まあ、海公の海に設定されているということがあって、まあ、こうして、えー、艦艇が通過していくということに関して。えー まあ、沿岸国があ何かするということは、まあ、一切できないんだとこういうことがありました。まあ、もともとですね、領海を通過するということであっても、まあ、無害通行であれば、えー、通行はできるというのが、まあ、国際法上のルールとして定められていますけれども、まあ、公の海なので、より一層何かできるものではないというところで、えー、あります。で、あの、じゃあ、大隅海峡もどうかというと、まさにこの大隅海峡もですね、真ん中の部分が、えー、公の海公海が、えー、設定されていると。まあ、あのー、 一応、日本政府のオフィシャルな言い方としてはですね、えーま あの、了解として設定してしまうと、まあ、あの、高校の自由というものが、ええー、まあ、もちろんね、ええー、完全に阻害されるものではないというのが、国際海洋法の中で、えー、通過通行権という形で設定はされてますが、とはいえ、ええー、まあ、あの、我々は自由を何しろ重んじるんだから、やはり後悔は残しておくべきなんだと、こういうようなですね、表向きの説明をしていて、まあ、ところが、こう、裏の部分で言うと、うん、後悔を設定しておくことで、ええー、 例えばあ、核兵器を搭載した、えー、原子力潜水艦がですね、まあこれはあのおそらくはアメリカを想定してると思いますけれども、えー、あの海域を通っていって、えー、東シナ海であるとか、あるいは日本海の方に作戦行動に、えー、行くときに、えー、我々の領海は通っていませんから、非、え、核、ー、三原則の、つく、ね、えー、持たず、作らず、持ち込ませず、えー、ここを違反したことにはならないんですよ。何を言ってるんですかということを言いたいがダメだったというのは、まああの 複数の外務次官の人がうそういった証言をしているという報道が、まあ、あ2009年あたりにもあったりもしましたんで、まああので当然、そういうことはあるんだろうなということですが、まあ、そうなるとそこら辺を裏返しでついてくるという形がこうして起こってくるというところであります。で津軽海峡以上にやははりここののの大隅ももっっってていいいたということととうう重要性言 えー、この南西諸島に向けてどうシフトしていくかそして、えー、日本全国にこう散らばっている物資だとか人だとかっていうのを、えー、どう有事の際に、えー、滞りなく運べるかっていうのが非常に重要になってくるところで,でそこで大隅海峡を通ってきたとこれさらにそのあの南側には宮古海,海峡とは言いませんけれども沖縄本島と宮古島の間のー広域な、えー、海域があって、まあ、そこをこう通過していくというのも1つの手としてあるんですがそうではなく えー、大隅海峡をを使っててくるるととと完全にここはそのの補給線を立ついいうう形の想定しんんだろろ、まあ、もちろん海底の海図だったりとかっていうのはあの中国軍などはもうすでに測量は済んでいるだろうとは思いますけれどもただこうした飼育行為をするということは、まあ、津軽海峡も、えー、とてもとても大切なところですがうーん日本海を周りに囲まれてそれをどう使っていくかというところそして、えー、そこにですね比較三原則で だとかあるいは憲法論みたいなものもちょっと足かせとしてあるというようなことをですね、まあ、この選挙戦のさなかですから、えー、本当は議論しなければいけないのではないかということを非常に感じさせるニュースここが気になるでした。 ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は中央大学法科大学院教授野村修也さんです。おは,すおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ますさあ、まずはですね、えー、飲食店の時短営業、首都圏四都圏で今日から解除と。い。うことになります。はい、まあ、コロナ対策についてですけれども。いや、なんか飲食店の方々からすると、ようやくっていうね。いや、本当ですよね。うん、待ちに待ったって感じじゃないですかね。うん、ただ、どのぐらい仕入れていいもの。 が、<か>はい、お客さんの足が戻ってくるのかどうかっていうのが相当気になってるみたいですけどね。そうですよね。これね解除になりました。はい、今からどうぞって準備があるからそういうわけにいかないですもんね。そうなんですよ。で、しかもね。あの我々もそうだと思うんですけど、ええ、夜ご飯食べに行くっていうのを少し控えてきたっていう。うん、それがどういう風に？あの？うん 解除できるのかつまり心のバリアをどうやって解除するのかって問題が一つあるのと、はい、それから企業なんかは、はい、あの4人以上では一緒にのあの食べに行くなとかですね、うん、あるいはもう、極端な場合には、うん、あの同僚とは、 飲食にに行くなってていう風にしてるところもあるんですよね,ありますねこのルールをどうやって解除していくか、うん、これによらないと、これをしっかり決めないと、飲食店、救えないっていうふうに思いますけどね。そうなんですよね、あの他社とは行くなっていうところがあったりとか、あそうなんですよ結構細かく、こいちゃなんですけど、箸の上げ下げまで会社がいろいろ行ってくるところっていうのもあるんだなってね。ねそうですねだからそれは本当にあの 感染者がピークだったときに、んみんなでやっぱり決めたことじゃないですか、とか日本って一旦決めたルールをー、まあ、やめるのが苦手な国なので、だからそのあたりのところをちゃんとみんなでもう一度話し合って、ルールを考え直す必要があると思うんですよね、はい、で今、うん、新庄さんお話しあったみたいに、19人ですよ、東京。そうですね、うん、19人 19人ですよ。はいうん、東京に1400万人いるんですよ、はいで。計算したんですけどね。0.0000、えー。 ですからねあ<ー> <laughs> 割合で言うと、パーセント,パーセントゼロ、めちゃくちゃ多いです、そうですね、<laughs> <に>どんだけミクロなんだというな、そこまで来たっていうことを踏まえて、ええ、これをまあ維持していくことはとても大事ですよね、うん、でも維持する方策考えながらも、とにかく経済、そろそろはっきり回さないと、大変なことになるということだと思うんですね。実はあの今 倒産、なんとなく多いんじゃないかって思ってる方いると思うんですけども、も<ー>倒産の数は極端に少ないんです。はい、っていうのは、あのまあ、ここ50年のうちで、はい、下から2番目ぐらいの状況ですね、<ー>だからあの本当に倒産は抑えられてる、これ、なぜかというと、うん、政府の、はい、いわば経済対策が効いてるってことなんですよ。でまあ、あの要するに給付金出した 支援金出したっていうこともあるんですけども、はい、やっぱり多くはですねゼロゼロ融資って言ってるんですが、はい、無利子、無担保の融資をまあ受けて、それでつ、ま、な、あ、いでいるわけですね、でもこれっていうのは、下手をすると倒産の先送りでしかない可能性があるわけですよ。これをですね ちゃんと認識しないと、はい、今そんなに潰れてないから大丈夫だろうってこれは安易なんですねそうですね。<え>うん、これは今もう本当に病気にかかっている状態なので、うん、みんなでこれを立て直さないといけないで今延命措置している状態だけど病気が治ってないってことですねそうなんですこれがちゃんとうまく政策として効くためにはここで V 字回復をするとまさに V 字回復のための時間を稼いだってことになるんです、うん、ところがそれをしないと、うん、倒産を先送ったっていうだけのことになるんですねこれではダメ だからやっぱり経済を回すためにどうするかが最大のポイントだと思いますけどね、うんえー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします えー、今朝は中央大学法科大学院教授弁護士の野村氏哉さんとお送りしております中大の箱根駅伝予選会突破、はいえー、メールがさまざま届いておりますが京丹後市からいただきました平川兄さん,さん、はい、ありがとうございます今年はエースの吉井選手がトラックシーズンあんまり活躍できなかったようですが予選会では本領発揮また他の選手も頑張って貫禄の2通がですね年明け箱根では今年こそシード権を獲得してほしいですと名門復活期待してますよという,ふうに言っております。はいもうね 熾烈なな戦いなんですよ、ね、うんもうどこもやっぱりみんなあの、はい 1>, ま、1年間練習してきた成果をやっぱり出せるかどうかなんで。 うん一番大事なことは、みんなが悔いなく走るってことだと思いますけどねいやー、でも本当ね、ね箱根駅伝、いやー,、あのー、自分の大学が出るとうらやましいなーっていうね、私の大学は全く足にも俺もかからない、ね、<laughs> あの中央大学になってくだされば、それであなるほど、気持ちよよ気持ちみんな中央大学です <laughs> <laughs> 今日もよろしくお願いします。お願いします ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事ヤップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道美智子さんのいってらっしゃい 黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています <laughs> えーでは7時台最初のニュースこちらです 岸田総理が COP26 出席で最終調整今月31日今週末からイギリスグラスゴーで開催される国連気候変動枠組み条約第26回国定約国会議 COP26 政府関係者によりますと岸田総理大臣が出席する方向で調整していることが分かりました実現すれば就任後初の外遊対面外交の場となります まあ31日というと衆院選の投開票日でありますが、はい、まあ体制見極めてすぐ出発って感じなんですからとにかく今大事なのはリアルに参加するかそれともリモートで参加するかっていう選択肢だとは思うんですけれどもやっぱり 今回はやっぱりリアルで、やっぱり行くべきだと思うんですよね、でなぜかっていうと、このコップっていうのは毎年行われてるわけなんですけども、はい、このまあ過去の26回目になるわけですが、その中で首脳級会談っていうのをやったのは過去2回しかなくて、<ー>今回、3回目なんですよね、で、普通はあの、まあ、関係閣僚ですから、日本でいうとまあ環境大臣とか、はい、そういう方々が行くっていう会議になっていて、 でそ,れでそれでも相当ハイレベルの会議なわけですけども、うんうん、そこに首脳が120カ国から集まるって言ってるわけですよ。はい、で、パリ協定から離脱していたアメリカのバイデン大統領が、ここで復帰するということで、新たにまたアメリカが参加し直すっていう、そういう重要な局面でもあるんですよね。はい、で、さらにあの温暖化問題については、過去、いろんな意見が対立していて。うん いや本当に CO2 排出するのが温暖化の原因かっていう議論があったんですが、この間、ノーベル賞を見ていただけば分かるように、それがあのあるもう科学的にみんながそれで間違いがないんだっていう方向に固まってきてるわけなんですよね、その中で、日本っていう国がどういう役割を果たすのか、これを見せないと、後ろ向きだと言われてしまって、もう国際社会の中での発言権を失う可能性あるんですよね。そのぐらいい重要なな会議になっている だから、行かないという選択肢はないんじゃないかなというふうに、私は思いますけどね直前の、ね、G20 に関してはオンラインでですけれども、はい、今回、これはリアルで行くっていうのは、それだけ重いということですねで、これはやっぱりあの、いろいろまだ賛否はあると思います、いろんな議論があると思うんですけれども、はい、国がそれぞれ目標を示して、その目標をきちっと確認し合うっていう作業が、今、 下降に入ってるわけですよね。で、日本は昨年菅総理、はい、元あの前の前総理ですね、うん、が、あのかなり高い目標を示したわけですよ。2013年比で2030年には46%減で,で50年にはもうカーボンニュートラルにすると。そうです。だからこの水準は世界でもまあ通用する水準ですよね。後ろ向きとは言われない。うんはい、まあもっとっていう声は当然ありますけども、これを 宣言した、うん、それで日本の国っていうのは、今、ある程度発言権を持ったっていう状況なんですよ、この会議の中で。はい、で、当然のことながら、一番出してるのにあの、きちっとした対応してない中国とかですね、うそういうようなところに、牽制するための会議なんですよ。はい、で、そうすると、これはアメリカは、またあの米中っていう。 その軸の中で、アメリカが主導権を握って、国際社会を旗を振ろうって言ってるときに、日本、不参加ですって、なかなか言いにくいでしょ、今のの国際情勢の中で確かにそうですね、あいつら、逃げ上がったのかとか、いろんなこと思われちゃすすよそうなんで,すなんですだからせっかく、前は日本は後ろ向きの国だから。 っててて言われていて数字も大したことないよねって言ってたのにせっかくそこで世界の人たちにこうリーダーとして認め直してもらうための高い球を投げたのにこの球投げっぱなしだっったたらもいいないわけですよだからそれはもう経済界の人たちも私たちもかなりの犠牲を払ってその国際社会におけるプレゼンスを獲得しようってしたわけだからこれ生かしてもらわないとそんなと。 国際的には力を失いながら、ただ高い目標だけやらされるんだったら、やってられないでしょ、確かにそうですね。ねだから、そこは大事だと思いますけどねうんで国際的な議論の中では、その原子力を使って、うん、CO2 の排出削減をしていこうっていう,こう向きも、はい、まあ環境派の人たちからも出てきてます、よね出てきてます。で特にです、ね、日本のの場合はままだ再稼働どうすするのかってことがありますし 新しい原発の方が安全なんじゃないかという議論があって、はい、ここは避けてはいけない論点なんですね、でこの部分をやっぱりあの含めて、今後、我が国が進むべき道は国民レベルを考えなきゃいけないというふうには思いますけど、ね、まあ、この選挙っていうのは、そういうものを議論するいい機会の、ね、いやまさにその通りなんですよでこれ、もう経済のすべて、あれわ私たちの暮らしすべてに関わってくる、まあ、大きな国際公約になってくるので、それをどうやって乗り越えていくのか、みんなで考えなきゃいけないってことだと思います。 <laughs> まずはコップ2 6岸田総理出席最終調整というニュースを取り上げましたこの時間取り上げるニュースはこちらです参議院補欠選挙山口は自民党北村氏静岡は立憲民主国民民主推薦の山崎氏が当選 岸田政権発足後初の国政選挙となった参議院山口選挙区と静岡選挙区の補欠選挙が昨日投開票され、山口選挙区は公明党の推薦を受けた自民党比例前職の北村恒夫さんが3回目の当選、静岡選挙区は立憲民主党と国民民主党の推薦を受けた無所属の山崎慎之介さんが初当選しました。 衆院選の前哨戦とも位置づけられておりました、はいまあ、一勝一敗と見るか、静岡、与党敗退というふうに見るか、各紙の見出しもそれで異なってい,るいや、本当ですね、やっぱりあの注目は静岡の結果だと思うんですけども、はい、この静岡の結果について言うと、あのうん、今回の国政衆議院議員選挙の,あの枠組みとはちょっと違って、国民民主党とそれから立憲民主党が。はい はい、で共産党はまた別な候補者を立てているっていう形の図式ですからそうですねあの少しあの異なってる面っていうのもあるかなとは思うんですただあの野党側の候補が勝ったということですからはいあの自民党としてはですねあのまあ補修あのの地盤が強かったはずなのにっていう思いはあるんだと思うんですねうん、うん、でただ私はですねこの選挙に関して言うと、はい、実はあの、えー、知事選挙がありましてね静岡県の知事選挙<ー><で>はいはい、はい、その時に、ね、ちょっとある番組であの特 で私あのゲストコメンテーターで行ったんですけどもそのとその時のですね静岡県のやっぱりあの様子っていうのは他の県の人たちにはなかなか分かりにくい状況というのがありましてねそれは何かというとリニアの問題なんですよリニア中央新幹線ですかこのリニアがまあその工事をしていくときに大井川の下にトンネルを掘るっていうこういう計画になってるんですよね。はいで あの他に、まあ、例えばその、えー、山梨の方の富士,、はい、富士の川の方とか、ですねそれからな長野県の方の天竜川とかは、んみんな橋を架けるのに、ここの大井川だけはトンネルだと、トンネルだと、はい、その工事中に大井川の水がどんどん湧き出てきてしまって、<ー>これはもう大井川に戻らないと、んこんな工事は反対だっていう声がものすごく強いんです。でそれをですね 川勝知事がやはりこのその声を拾って、それで圧倒的な支持を得るっていう、そういう図式なんですね。で今回の,その候補者であ,ある、あのまあ当選されたですね山崎さんっていうのは、まさにあの県議会議員として、この水問題を中心に活躍してきた人なんですね、活動してきた人。ですから、やっぱり何かあの国政レベルでの選挙ではあるんですけども、非常にですねその静岡にとっての大きな問題。 この問題が争点の中心にあったとっいうことは、ちょっとなかなか他の地域の人には見えにくいんじゃないかなっていう感じはしますよね。まあ、もちろんその、ね、JR 東海、まあ、施工者側もお、出た水は基本的にこう返すように、パイプラインを作ったりなんかして、全体の流量は減らないように調整をしますよとか、いろいろこうう、ね、対策も言ってるんですけれども、はい、どうなんですか、やっぱりこの大谷っていうものの存在って、ええ。 それだけ大きいもの、ね、やっぱり、もちろん生活に影響,影響があるということはもう否定できないと思いますけれども、さらにはやっぱり、自分たちにとってやっぱり大事な川っていう、精神的なものもあるんですよね、思いが。例えば、私たち日本人にとって富士山って特別なじゃないですか。これを削りますって言ったらってて言たらえみんな 一瞬思いますでしょ。それがどういう効果あるかとか、はい、なんとかっていう前に、富士山は削っちゃダメだろうみたいな感じの思いっていうのがあるんですよね。で、この自分たちのやっぱり、あの、まあ、その地域を支えてきた重要な水、これがやっぱりこう放流されてしまうっていうことに対する、はい、やっぱり大きなですね、精神的なその、 まあ批判みたいなものっていうのはまずあって違和感みたいなもんですねでしかもリニアですけど止まりませんのでね自分たちのところはかをただ通っていくだけなわけで経済効果があるかって言われると、はい、むしろストロー現象でうもうとにかく名古屋とそれからまあ品川がお互いにこう、はい 発展するかもしれないけども真ん中にいるのはただそういった犠牲になるだけかっていうそういうイメージやっぱり強いですよねまあそうするとねこれ野党共闘がとかあの自民党の支持率がとかっていうようなことの論点で語られること多いですがもっとミクロなというか地元の問題っていうところがこの選挙作用した、はい、作用したと思いますで、しかも先もちょっと言いましたように野党の枠組みは必ずしも今回の衆議院選挙の枠組みとは違いますのでそこのところも含めて はい。まああのまあちゃんとした分析は必要なのかなっていう感じはしますよね。さあそして二、えー、つ目のニュースこちらです。野村修也さんに聞く衆院選憲法改正の焦点。衆議院選挙10月31日の投開票まで一週間です。各候補者の選挙戦続いておりますがここでは憲法改正をテーマに法学者であるコメンテーター野村修也さんにお話を伺ってまいります。 まあ各党、さまざまな公約を掲げておりますが、はい、まあ毎回。 論点あるいは争点というふうに言われながらも変わってこなかったのが、この憲法やっぱり日本とい,いうのは、なぜか憲法というん、うん、あのは、絶対に変えちゃいけないものって思ってる人たちが多い国で、んなんとなく憲法を触るっていうことは、はい、やってはいけないことなんだと思ってる人は多いと思うんですよね、でもしかし、あのどこの国もですね、はい、時代の変化とともに、自分たちの国の基本をちゃんと見直していくっていう。 あの普通に民主的な国は憲法をちゃんと議論するっていうのがまず基基本本中の基本だとは思うんですよねで逆に今回やっぱりあの選挙あってあの実際にじゃあ憲法改正が争点にならないのはリアルに憲法改正を発議できるほどのその勢力図になるかっていった時に3分の2を例えば与党側が完全に支配するっていうような状況がまあなかなか見えにくい中で。 まあ憲法、どうせ改正しないんでしょっていう感じになってると思うんですよ。しかし、憲法って、そういった清争の問題じゃないんですよね。よやと一致してみんなで 日本の国の基本をどうするかということを議論するのは憲法論議なんで、はい、むしろ、勢力がきっ抗してた方が議論しやすい問題なんですよ、んみんなの意見で決めるんだから、はい、だからこういう時こそ、あるいはこれからこそ、しっかりと憲法の議論をしていかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。それってだからもう会見 イエスか、あの会見ノーかっていう、はい、こう二元対立じゃなくって、おのおのいろんな意見持ち寄って、ここだったらこれ、みんな折り合えるんじゃないのみたいなところをこう作っていくなり、その中で議論の中で、あやっぱり買わなくてもいいよね、だったらそれはそれだしというそうなんです、ね、議論するべきなんですよ、自分の国の話なんだから、それがね、なんかこう、会見とかいうやつが。はい 憲法を変えるか変えないかっていう議論になっの議論してるんだかよくわからないですよね、ええ、だから日本人ってやっぱり憲法をすごくなんか神聖なもので、神聖不可侵なものっていうふうに思ってしまってるところがあると、はい、いうことなんですが、その中で一番やっぱり注目点は、緊急事態条項、ええ、これがですねやっぱりあの書き込むべきなのかどうかっていう議論が。 あると思うんですよでも,もちろん自衛隊の問題もありますか、はいえー、でこの2つはやっぱりしっかり議論しなきゃいけないところだというふうには思うんですよねうん、まあ、あの自民党は自分たちの改憲草案も作って前向きだったりとか、はい、あるいはあの与党でも公明党は、えー、緊急事態の試験制限、緊急事態条項に関しては個別法で対応するんだということで、うん、少し違いもある、はい、で立憲民主党は、まあ、あの安保法制は違憲だというようなことであったりとか、まあ、かつては安倍政権での改憲は反対というようなことも言ってました。<laughs> 共産党はまあ基本5件、えー、自民党の会見は断念させると。うん、で、維新の会は別の切り口で、教育無償化であったりとか、統治機構改革、あるいは憲法裁判所の設置。うん でえー、国民民主党は自衛隊の任務の中に情報収集、警戒監視活動を明記する法改正であるとか、れいわ新選組は、まあ、会見の前にできることがあるだろうと、えー、安保法制の廃止を目指す社民党などなどとこういうふうになっておりますが、はい、まあこの緊急事態条項の話って、コロナ禍でまた注目されたところですよ、ねはい、まさにその通りなんですよ、私たちの国はあの、よその国がみんな見えたじゃないですか、今回、コロナで,で。そうしたらあの、自由と民主主義の国でも。はい みんなロックダウンとかっていうのが普通に行われていると、うん、で、それが日本ではできないんだっていう議論がなぜなのっていう人たちが多かったと思うんですよね、うんはいで、それはもちろん法律にきちっとした明記がないからということは当然なんですけども、うんはい、国の形として万が一の時のことをしっかり議論してこなかった国だからっていうのも、正直言えばそうなんですよ。うんはい、やっぱりあの これまでもあの戦争を経験したり、いつあの戦争に巻き込まれるかわからないと思っているような国であれば、うん、やっぱり戒厳令のようなものが必要だっていうふうに国民は思ってますし、その経験もあり、うんうん、それに対してのルール作りということにもちゃんと取り組んできたわけですよね。はい、ところが日本という国はある意味では人に守ってもらっているっていうことを、まあ まあ良しとしてきた国であって何かあっても自分たちのこと自分ごととして国をどうするのかっていうことをやっぱりしっかり議論してこなかっただから危機管理がものすごく下手くそですよねだからその危機をちゃんとみんなで乗り越えていくっていうことに対して議論を避けてはいけないってことなんですよで、当然これいろいろ議論があって法改正をすればできるんですちゃんとねで,できるんですけどもそれに対して やっぱり問題点となるのは憲法に書くことによって立憲主義を維持するかどうかここの部分をしっかり議論することが本当は必要だということだと思います、はい、え続いて教えてニュースキーワードですヤフーニュースコメント欄 IT 大手のヤフーはインターネットのニュース配信サービスヤフーニュースのコメント欄への書き込みについて 一定の水準を超えて誹謗中傷が集中した場合にはコメント欄を自動的に非表示にする機能を導入しました違反コメントの判断は AI 人工知能によって自動的に行われるとのことです まあコメントが炎上するみたいなね、話っていうのは、よく聞きますけれども、この辺を AI でコントロールしていくということそうですね、まあ、まず最初に言わなきゃいけないのは、誹謗中傷が犯罪になることもあるんで、これやっぱりね。 厳罰化していかなきゃいけないと思うんですよ。今政府はそういう議論をやっていて。ね、えー、あの事実を指摘して、何かこの誹謗中傷するんであれば、はい、まあ、その。えー、まあ、も厳しい刑罰があるとしても、今ただ感想を述べるだけだと侮辱罪しか。 適用がないんですよ、ね、で所属罪って本当に刑が軽くって、はい、これだとあんまり抑制が働かないので、しっかりとした原発化を図るべきだって、この議論一方にあると思うんですよ、うんうん、でただ、他方で今日のやっぱりニュースっていうのは、はい、AI がこのコメントの良し悪しを判断する、うんはい、それでだ、ま、め、あ、になったらまあ見れなくなるっていう、このやり方、いいのかどうかっていうことだと思うんですよね。ここれれどどううううですすか飯田さんんはどういいういふうに思いますいやーこれなん というかこの AI に判断されるっていうところが、うん、その AI そのものは公平、中立なんだ っていいうのかもしれないんですけど AI を運用している人たちが恣意的に AI を運用しちゃった場合はどうなるんだろうなとか,っていう <laughs> 確かにね, <laughs> ねこのゲロの自由とのこう釣り合いをどう見るんだろうっていうところは今、AI のとりあえず大量なビッグデータを見て、はい、自分で学習していきますからその、まあ、ディープラーニングを繰り返していってこれがきっと誹謗中傷なんだろうっていうのを類型化してこう削除していくっていう,うまあそれなりに力は。 あの整ってきてるんだとは思うんですけど。ただやっぱり今出てきたみたいに、誰かが恣意的な操作をしたときに。何か起こってしまうのかっていうようなことは。ちょっと気にはなりますよね。で、ただやっぱり一番大事なのは、あの。国が管理しているものではないので。だから自分の場所。 使わせるかどうかっていうのは、ヤフー側の方の自由であるってことは確かで、ヤフーのコメントにコメント書けないからって言って、自分の表現が他でできなくなるわけではないので。確かに、そうですね。嫌なら書くなってことそうそうそう。だから、あの、それはやっぱり、今このラジオだって、あの、いろんな方が、いろんなね、あの、まあ、 メールとかをくださっても、まあ、時間の関係なんですけども、はい、皆さんのことをご紹介できてるわけじゃないじゃないですかです、ねはい、だけどそれはやっぱり民間のビジネスとして展開しているこのラジオ放送っていうものの中でやっても別に表現の自由だとかみたいなことにはならないっていう部分があるので、はい、まあ同じっては同じなんですがただやっぱりヤフーの持っているこのニュース欄のこうなんか 権力的な力っていうか、うね、うこの今の社会における力の大きさ。影響力の大きさ。影響力の大きさ。これを考えると、やっぱりそこに、 意,意見をちゃんと述べられるっていう環境を可能な限り保証するっていうことは大事なのかなっていう感じはしますけどねそれこそ、あれでしょうね、側の,の規制とかっていうところで、アメリカでこう問題になってきたことではありますが、うん、でなんとなく対岸の火事で、僕らはちょっと一言だよねと思っていたことが、これってそれが具体化してきた問題と全く同じですよね。 大きくなりすぎて権力になってしまっているっていうことをどうやって自分たちの社会の中で健全に取り入れていくのかっていうそういうことなんですよね結局のところ。だからあの まあ、そ,のその権力になってしまっている状況っていうのは、この表現の話だけではなくて、はい、経済活動においても、いろんなところで規制の対象になりつつあるっていうのが、まあ、やっぱり一つ現れてるのかなっていうふうには思いますけどねかつては、市場に任せておけば、基本的にこう,うまくいくんだと、うん、いろんな人のこう判断が入れば、うん、ということが言われてましたが、やっぱり、ある意味の市場の失敗みたいなものが、ここでも起こっていますね、はい、それはやっぱりななかなかマーケットが作用しにくい 場面じゃないですかでじゃあこれ AI ってそれに変わるものなのかどうかっていうものもちょっと議論していいかななきゃいけないと思うんですよねだから AI っていうのがまさに明の,の力で、はい、そうコントロールする手段として神の見えざる手みたいなものとして働くのかそれだからむしろあの姿勢が入らなくて、はい、やっぱり繰り返し同じようなことをやっていると引っかかるっていうようなうそういう メカニズムにちゃんとなるのであればそれがやっぱり淘汰する道具として使うってことになるとは思うんですけど、うん、これやっぱりねあのディープラーニングの発想からいけば、はい、相当その学習を繰り返していかないと本当の意味での正しい評価には至らないと思うんですよねだからそれがちょっと最初の頃はかなりギクシャクするので、はい、AI にまず最初にスクリーニングさせてそこで誰か責任のある人たちがきちっと 第三者性のある人たちがチェックをして、うん、それで。 ヤフーのシーンに陥らないような形で議論していくことは必要かなっていうな気がしますねまあ全部が全部見るっていうのはそれこそ AI に頼るぐらいなんだから難しいかもしれないですけどある意味のモニタリング調査みたいなものをやるですかね私としてはこの番組ではやっぱりイ田くんの発言は AI で一貫ちょっといいやや削除してもらっていや新業さんとだけやりたいこらその姿勢が見えてきましたよ先生のすみませんえということで今日 このキーワードヤフーワドニュースコメント欄でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ山梨放火殺人事件逮捕された19歳少年を実名報道少年法を考える今月12日山梨県甲府市で住宅が放火され焼け跡から住人の夫婦の遺体が発見された事件で 21日発売の「週刊新潮」が夫婦の次女に対する傷害容疑で逮捕された19歳の少年の実名と顔写真を掲載しました山梨県弁護士会の会長は明らかに少年法に反するもので断じて許容できないと、えー、抗議する談話を発表しております、えー、この亡くなった住人夫婦の長女と少年面識があると ということで自宅については家の場所を調べた、えー、長女に好意を持っていたが思い通りに行かなかったという趣旨の供述をしまた夫婦を刺したと認める供述もしているということが報じられております。はははいま、はい、まあ今ででですねやっぱりののの現行の少年法そ 61条という条文がありましてね、えーで、この少年について犯した罪、少年時代ですね、20歳に満たないときに犯した罪で、うん、の場合についてはです、ね、はい、これはまま実名報道しないとしてはいけないというふうになってるんですよね、うんはい、ですから、まああのまあ、弁護士会とか言ってるように、今回のこの報道はおかしいんじゃないかというふうにまあ言ってるわけですよ、うんはい、で他方でやっぱりあの国民の知る権利っていう権利がやっぱりありましてね。はい やっぱりあの犯罪を犯されたことに対して、社会がどうやって社会を守っていけばいいのかっていうことを考えるときに、正しい事実を知った上でまで、それを社会防衛につなげていくっていうニーズも一方にあると、じゃそうなったときに、この少年たちの実名報道をどうするのかっていうことが、やっぱり大きな問題となるんですよね。それほど守る必要があるのかっていう意見ももちろんあるし、少年の将来のことを考えれば、更生をしていく上で、この名前が、 さらされてずっと残っていくっていうことは将来に大きなこのまあ可能性を狭めてしまうというそういうところを配慮するっていうまあバランスの問題なんですね。で、あのご存知だと思うんですけども、はい、少年法最近改正されましてね。あのまあ18歳が成人の年齢だということに基本なりました。はい、うでそれで少年っていうのもだから未成年なんだから18歳未満に従来の少年法を適用すればよく。 で十八歳十九、うん、歳は大人と一緒でいいんじゃないかと、はい、いう議論がかなりの意見としてあった。うん、で他方で、うん、やっぱりまあ今まで通りこのまあ二十歳に満たないものに対しては、うん、やっぱり少年として扱って保護していくべきなんだという意見。これはものすごく対立して、うん、法制審議会でも議論がものすごく、うん、まあ対立したんですよね。で結果どうなったかというと十八、はい、歳十九歳というのは まあその特定少年というまあ特別なカテゴリーを設けて、その人たちは、一応少年法の適用はするけども、大人に近い扱いをしていくっていう、非常分かりにくい、そういう形になったんですよね。で、それでまあ一つには、これまで逆走っていうんですけども、家庭裁判所に行ってから、これはやっぱり大人と一緒に犯罪扱いすべきだって言ったときには、普通に検察官の方うに、こう、あの、 まあその事件を移すっていう、はい、そのやり方がです、ね、あの限られたものについては必ずやらなきゃいけないってことになっていて、うん、今回のような、こういう人の死亡をさせたというようなものについては、これ、従来でもこの件の、このような、今回の件のようなものは、うん、もう検察に行ってです、ね、はい、普通の刑事裁判を受けるっていう事例なんですね、うん、でそういったようなものを、少しもうちょっと軽い犯罪についても、うん、特定少年、つまり18歳、19歳については、 検察官に送って、はい、普通の、まあ、大人と同じ処罰の仕方をしよう、うん、まあこういう形になったわけなんですよ、それと今回のこの問題のところの実名報道に関しては、これ、起訴されたらですね、うん、もう公表してもいいんだという、だからまあ起訴されるまでの間は、起訴されるかどうか分からないですからね、はい、不起訴になるっていうこともあるので、その時に、その前にもうさらされてしまっていると、更生の機会を失うけども、 起訴されたってことになれば、社会として、やっぱりそれを防衛していく上でも、はい、正しい情報をみんなで共有すべきだという考え方から、起訴された場合には、今度はまあ公表しましょうって話になったということなんです、んの改正少年法の中で。そうなんです、はい、ですから、これ、改正されて、改正法って来年の4月の1日から施行されるんですけれども、それ以降に、この事件が起こっていたとすると、はい、今はまだ、 実名報道しませんけども、起訴されたとするとそこで解禁ということになって、今回のこの週刊誌のような報道が一般的に行われると、はい、いうことになるわけなんですよ。容疑者段階では 名前は出ない,でないとで、起訴されて被告というところで実名報道に切り替わる,、はい、替わるとで、この法律は、ですね、はい、今まだ施行されてないんですけども、うんあの来年の4月1日に施行されますで、それ以降に起訴された少年については、うんはい、今、この施行よりも前に犯罪を犯した場合であったとしても、まあ、適用対象になりますっていうふうに、不足に書いてあるわけです。お<ー>でですすからこの事件も仮にですね、はい、ずっと時間を経て たって、はい、来年の4月1日以降に起訴されていればこの事件もその実名報道の対象になるということなんですね。なるほどだからいいだろうと思ってこうやったってことだと思うんですけども。えー、ただ 今回これ考えてみると、普通に考えればですね、まあ来年の4月の前に起訴されるっていうのは通常の状況だと思いますので、うん。交流期間の問題もありますもんね。はい。で、そう考えると、うん、まあこれは勇み足かなっていう感じのところがあるということなんですね。 週刊新潮編集部は、犯行の計画性や結果の重大性に鑑み、容疑者が19歳の少年といえども、実像に迫る報道を行うことが常識的とだ常識に妥当と判断したと、えー、コメントをしておりますこれはね、過去にも実は、この61条がまだ改正されてないけども、実名報道してきた経緯もあるんですね、いくつかの事件で。はい、これはまさに今おっっしゃったような 社会的に大きな影響力ののあるものこれはやっぱりみんなに知って、みんなで問題を共有し、そして社会の中でその問題と向き合っていかなきゃいけないというようなものについては、実名報道をリスクを冒しても、それをちゃんと報道するんだっていう姿勢を取った。 いくつかの事件があるわけですよねその一つとしてこれを今回見たときにそれと同等かどうかってことも考えなきゃいけないということは言えるとは思うんですそれはかつての綾瀬コンクリート詰め殺人等と野獣に人権はないというようなそういったようなやっぱり社会を守っていく上でこういう事件が起こるっていうことを警戒して自分たちがちゃんと社会を防衛できるようにするあるいはこういう人たちを 出さないようにするにはどうするか、こういう議論をちゃんとやっていくために、本当に必要だったのかどうかということは考えなきゃいけないというふうには思いますこれ、素朴に一、ね、市民として思うところで、うん、この被害者は実名が出て、人となりも何もこう全部報道されてしまうのに、はい、加害者に関してこう守られすぎてないかという議論が他方にありますよね。それと 結局のところ出さないから、うん、ネットで、間違った情報がたくさん出るんですよね。他人がこいつが犯人だって言って、写真が晒されたりとかってことがありますね、これが結局ですね、もうネットに1回晒されると消えないわけですよ。検索されると、一生涯間違った人が、その写真入りで、この人が犯人ですっていうのが出てしまうんですよね。うんうん、でこれをどううやっっててて防いでいいでくか一つの方策としては もうちゃんとした客観的情報が出ているっていうことは、うそういった、まあ、変余計な被害者を出さなくてもいいという点もあると。 いうことなんですねだから、うん、興味本位でいろんな人たちが人の名前を晒すっていうことに比べれば、はい、ちゃんとした取材をした、裏取りをした人が、正しい情報を出していくっていうことは大事だっていう面もあるということですよねうんこれ、まあ、法制審の審議が相当こう感覚がかけなったというふうにおっしゃいましたが、と、はいうことは、この種の論点というのがいろいろこう、投じられて、はい、でも一方でこう反論もあったということですか。はいはい、そううですやっっぱり少年法っていののはあの じゃあ全くいらない法律かというと、そんなことはなくって、うん、やはりあの少年の中にはまだ幼くって、はい、本当にこうあの分別がないということで、まあ、本当にあの大人になってたらやらなかっただろうと思うようなことをやってしまったっていう人がいるわけですね、うん、その人は将来にわたって、一生それを十字架として背負わなきゃいけないのかっていうと、はい、もちろん背負わなきゃいけないんですが、更生、うん、の機会も与えてもいいだろうっていう発想はあるわけなんですよ。うん、つまり立ち直る機会を 与えるるっっっててていいいいいううチャンスはは少年ににああもんいいんじゃないかっていう発想の元にあるんですね。で、それ例えば本当にあの、まあ、高校生ぐらいの年齢をちょっと考えてみると、うんまあ、なかなかこう世の中のことまだわからないやんちゃな意識が強いそういった子どもたちがやってしまった罪っていうのはあるとは思うんですが問題はやっぱりもう18歳19歳っていうのは。うん 私たちの今の社会の中で本当に守るべき対象なのか、はい、大人として扱うべき対象なのかそこのやっぱり評価がやっぱり人によって分かれてるっていうことだと思うんですよねそれと先ほど出てきたような社会防衛の必要性とか、はい、あるいは今のネット社会における二次被害とかうそういうのも総合的に考えるとむしろ正しい情報をきちっと出した方がいいんじゃないかっていう意見も多いということではあるんですよね。うーん まあ今後も含めて、これ,これで終わるような話ではないでしょうねないですね、あのただ、61条については、これ、本当は禁止条項なんですね、配慮しなきゃいけないっていう条項じゃないんですよ。<ー>だから、はい 従来のやり方で出しちゃうっいうことは、明確な法令違反なんですよね、はい、ところが裁判所も、ですね、はい、それに関する損害賠償の責任を求めた事件の中で、いやあの、損害賠償払うほどの違法性はないみたいなことを言っちゃってるところもあって、<ー>なんとなく必要性と、それからあの、まあ、この被害あの、公表された人の利益ですね、これを、うんうん、なんかはかりにかけてるようなところもあるんですね、絶対的な禁止だったら、はかりないはずなんですよ。でやっっちゃたらもううアウトっていうこと ななんですけどそうなってるところが結局分かりにく,くしてるるところもああんでですねであの今回のこの出版社の方が言ってるように必要性が非常に強いんだということで自分たちは確信を持ってリスクを取ってやってるんだと社会のためだという意見がまあ出てくるとその意見が改正後の61条でまた同じ議論になるのかどうかなんですよね。改正して ちゃんと公表できるようにしたでしょと、はい、起訴されたら公表するってしたでしょと、だったらそのルールはま厳格に守ってくださいっていう方向に行くのか、はい、それとも起訴される前でも必要性があったらやっぱり公表してもいいんですよの話になるのか、ここはこの改正後、はい、改正をどのように受け止めていくかによって、解釈分かれてくるんじゃないかなっていう気はしますよね。う え山梨放火殺人事件、えー、少年法を考えるというお話でありましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事のオッケー工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし、私が連載をしています、新庄一家のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけます。プレゼントの応募もホームページからできますよ。また公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてください。 そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください「ダバダテーラダバダテッテラダバダテーラダバダテラテーラ」「文化放送おはようテラチューン」 時刻7時51分ですおはようてらちゃんこの時間からコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです内藤さんおはようございますよろしくお願いいたしますししまあ、えーま、この季節ならではの気温って言えばそのくらいなんですかね12.6ドアーね、えー a 和服っていうのは、はい、例えば今日も若干風が時折吹くんですけどか 袖のところからふっとこう風が入ってくるもんなんですか？袖かやっぱり足元ですよね。えー、足元ですか？あのその方ですよね。えーはい、あのだからやっぱりあの女の人が女性の方があのスカートなんか履いてるっていうなんかあの感じはなんとなくわかりますよね。えー、あそうですか。ふーっとこう入ってくる。ふっと入ってきてこうやっぱりこう裾がめくれちゃったりみたいなのが、えー。そうなんですね。どうしてもありますんで。えー もいい色ででですすすよよねねこれは茶系そう一応スウェードモドキの鳥なんですけどキャメルっていうことになっていまル色キャメル色ってことで実はいつもこの聞いてだいてるリスナーの方で先週ツイッターに「来週はハロウィンの前の週だからハロウィンっぽい格好してくるのか」っていうふうに言われたもんですから「いやハロウィンどうしようかな」と思ってかこれかぼちゃの色っぽいからだからかぼちゃで。 なんかハロウィンのイメージはあります。あので、黒っぽい羽織だと、なんかちょうど黒と、あのオレンジ茶色っぽい感じで。で、私の、よく顔が、あの笑うと、ジャックオランタンに似てる。そんなことないでしょう。かぼちゃみたいな顔してるなんて、言われるんですから。ああ、でも、そういう記事もあるんですね。そうですね。ええ。ええ。 だから今考えると、もうあのね、内藤さんで私も勉強させてもらってますけど、和服って。はい、だから、その和服の形で、いろんな生地が作れる<あ>ってことなんですね。もちろんですね、はい、ねええー、だから、この冬場、少し分厚めで作ればかいし。そうですね。あの、ウールなんか。高いですよ、はい、ねえ。 えー、色ですね。どう,こうやってみてもだから、まああのリスナーの方々の注文も多いですけど、<laughs> そいろいろお持ちです,すごいですね。ええええ、はい。さて読売新聞です、うんえー。岸田内閣発足後初めての国政選挙となりました。参議院静岡選挙区と山口選挙区の補欠選挙昨日投開票されました。静岡の補欠選挙立憲民主党国民民主党が推薦した無所属の山崎氏 新之助氏が初当選を決めました山口のこの補欠選挙はですね自民そして自民党の前参議院議員で公明党が推薦した北村恒夫氏が初当選を果たしています静岡がですから山崎新之助氏山口の補欠選挙は北村恒夫氏が初当選を果たしています でこの2つの補選、今月31日投開票の衆議院選挙の前哨戦とも言われていて発足したばかりの岸田内閣の評価新型コロナウイルス対策経済対策のあり方が主な争点となったと、えー、出てますで2勝を狙っていた与党は体制の立て直しを急ぐ方針だということです。 衆議院選挙の前哨戦とも言われていた。この補欠選挙二つ参議院のですね。自民党一勝一敗という結果。これは内藤さんどうご覧になってますか。まあ、こんなもんじゃないですかね。あの二勝ってのは僕難しいと思った、はあええ。はい。あの、やっぱりあの補選ですよね。ええ、で、補選っていうことは、その、特にその静岡の場合はあの。 まあ知事選に出るんでやめちゃった人の補選ですからやっぱ知事選の要因というか、はい、あのそれが相当影響を受けているとやっぱり川勝さんが乗った方が勝っちゃうというのはどうしても避けようがないので。はいうんはい これはまあだから難しいですよね、はい、で山口の補選はですね衆議院山口3区にくら替えした自民党の林芳正元文科大臣の辞職に伴って行われました公明党が推薦した北村恒夫氏地方議員や多くの友好団体から支援を受けて組織戦を展開安倍元総理らの応援も受けて自民公明両党の支持層を固めたのに加え無党派層も取り込んで圧勝につなげたという いうことですで静岡の補選のほうですが6月の静岡知事選挙に出馬した自民党の岩井茂樹元国交副大臣の辞職に伴って行われ選挙戦、立憲民主党、国民民主党が推薦した山崎真之助氏と自民党新人の若林洋平氏がしのぎを削る展開となりました。 野党は共産党の鈴木佳氏も立候補し候補者一本化はしませんでした、まあ、ところが山崎氏静岡県知事選で4選果たした川勝知事の支援を受けて無党派を含む幅広い層に浸透自民党は岸田総理が2回にわたって静岡に入ったんですが応援にです、ね、入って甘利、えー、幹事長ら党幹部も相次いで静岡入りしましたが及ばなかったということですね えー、でこのリニア中央新幹線の静岡航区の未着工問題、これをです、ねえーまあ、結構、静岡県、トンネル工事で大井川の水量減少が懸念されることを理由に、静岡航区の,の本格着工を認めていないというわけで、まあ、これがその川勝知事らがリニア中央新幹線の,この建設を争点化しようとした、まあ、これも自民党には逆風になったと。 という、まあ、こんな見方もされているわけなんですけれども、このリニア中央新幹線の静岡航空未着工問題っていうのは、これは内藤さんはどうご覧になってますかいや、だからこれっていうのが、まあ,あのね、川上さんに言うと、このリニアの問題出てきますけれども、はい、あの正直なところ、静岡県民が本当どう思ってるかよく分かんないですよね、多分リニア通ってほしいと思ってる方も相当おられるはずなので、はい、だからちょっとこれはその、なんかかたくなにそう言われてもねっていう気が。えー しちゃいますよね、はいえー、でむしろやっぱり静岡の補選で、まあ、川勝さんのこともあるんですけど、えー、もう一つちょっと注目しておきたいのは、えー、山崎さんが実はこれ野党といってもあの立憲民主と国民民主というのは立憲が先書いてますけど、はい、これ確か国民民主の人なんですよね。と、えー、いうことはだからあの立憲とかまああの、まあ、野党共闘という立憲と共産がまあ一緒にというのはあの今の選挙の,あのイ,、はい、イメージになりますけども。も、えー どちらかというとリベラル系というよりはむしろちょっと星寄りに近い野党の方というイメージが多分あったんじゃないかと思うんですよ、はい、そうするとあの例えばあの選挙区なんかでもあの立憲のリベラルは嫌だけどもその特にその自民党が悪いわけじゃないんだけど今の自分の選挙区から出ている候補は嫌だよねっていう人は行き場所がないわけじゃないですか、そうするとちょっとまあ、保守系の,そのまともな人が出てくるとやっぱりちょっと票が取れるという意味であのそういう面がもしかするとあるのかなというふうな気はあのしてますで、ね、ですからそういうい意味では あの与党としては衆院選に不安を残すということなんですが、逆に言うと、与党の側がちゃんとした候補立てないとだめですよねだから有権者の側も、やっぱり自民党の候補に入れるのはいいんだけど、それがだめだったら、野党に入れるのはちょっと悔しいけども、一回休みで,ですね責任を持ってだめなのは、やっぱりあの自民党の支持者だからこそ落とすということもあってもいいと思うんですけどね。そうななんでですすねもく時 八時になりました。 10月25日月曜日8時になりましたおはようございます寺島直正です 先ほどまでですね、えー、なんだかんだで薄日出てたんですがだいぶこの逆に薄曇りという表現が正しくなってきました浜松町です気温は12.8度北風が今5.7メートル吹いてますね今日の関東天気下り坂午前中日が差すところありますが午後は次第に雨が降り始め夜は広く雨でしょう最高気温東京都心と横浜18度埼玉17度千葉19度の予想 です日差しが少なく午後風も出てきます服装にはどうぞお気をつけください明日は午前中中心に雨や風が強まるでしょう東京地方今日は曇りのち雨明日は雨のち晴れの予報現在農務注意報が茨城県栃木県下中意報が茨城県に出ています

他の飲食店通常営業の再開およそ十一ヶ月ぶりおよそ十一ヶ月ぶりの通常営業となりますが、えー、これは内藤さんどうご覧になってますかやっとですよね、えー、ですからまあこれはあの経営者の方もそうですけれどもやっぱり飲食店がある程度その相手ないとやっぱり街がね死んじゃってますからねやっぱりこれはあの本当にようやっとということでよかったよかった、えー、ということですねでこの酒類の提供についてなんですが東京都の場合ですね東京 京都が感染対策を徹底していると確認した認証店では宣言がなくなって認証がない店でも夜9時までは酒類の提供可能となりますで、都内のおよそ12万店の飲食店のうちおよそ85%との認証を取得していてえほとんどの店が通常営業に戻るということですまあ、その一方で東京都は客の人数について一つのテーブルに4人までとするよう協力を要請します 認証店では5人以上の利用も可能としつつワクチン接種証明や、えー、陰性証明、えー、この提示などを推奨しています、まあ、東京都の飲食店に関する制限ですけれどもね、えー、で東京都はですね今日から来月30日までを基本的対策徹底期間として期間中の効果を見極め年末年始の対策を徹底する方針です 年末年始さらに制限が解除されるのか感染状況によっては制限を強めるということもありうるのか。このあたりも まあ、感染者が増えるかどうかですもんね。そうですね、結果みてなんでしょうけど、えー、この、その、東京都の一つのテーブルに四人までってのも、これも極めてナンセンスですね。いや、えー、だって、テーブルの大きさは全然違うじゃないですか。あそうですね。大きな。例えば、この今の、このテーブルに、なん二人ですけど。ここに四人だったら、まあ、多分、これは標準的な大きさなのかもしれないですけれども。そうですね、内藤さんと私でお話しているとこ、でも、椅子は三つ、三つ。だから六つ,つあるわけですよね。えー、で、例えば、もっとちっちゃな、そのテーブルで、っていう店もあるわけですし、カウンターの店もあれば、だから。えー そういうのを無視して、一つのテーブルに四人までみたいなこと、なんかね、<ー>やっぱりこう。ね、制限をするところで、こう、なんか権力を振りかざしてるような印象、どうも、やっぱり、僕はあの小池さんには感じちゃうんですよね。えー、なんか嫌な感じですよね。えー、そうですね。これねいやいや、内藤さんおっしゃる通り、このテーブルの大きさでね。いや、大きさって、<laughs> だから、むしろ、例えば、ちゃんとアクリル板を置、OK、けとか、えー、消毒なるほど。ちゃんとやること、と、はい、いうことを言えばいいのに、えー、なんで、こういう無意味なところで、こう、足を引っ張る、あの水を。

会員食店ね一橋じゃなくてねはい今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールはテラアットマーク j o q ワールドットネットツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてくださいたくさんのメールつぶやきお待ちしています時刻8時5分です文化放送おはようてらちゃん今朝も9時までお送りしていきます。 時刻8時10分です今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんですニュースピックアップ今度はこちら日経新聞石炭火力全廃を日本に圧力地球温暖化対策を議論する第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26 この31日開幕まで1週間を切りました 議長国であるイギリスは石炭火力発電の早期廃止を主要議題にする意向で2030年度でも電源のおよそ2割を石炭火力に頼る日本にとって厳しい会議になりそうだと日経新聞伝えています。 石炭火力発電時の二酸化炭素 CO2 の排出量が多いと言われていますが温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定地球の気温上昇を産業革命前から1.5度以内に抑える目標こちらを掲げています国連は目標達成には50年頃のカーボンゼロ実質的な炭素の排出ゼロが必要で実現には石炭火力の早期廃止、これが不可実と見て います西ヨーロッパ諸国カナダなどすでに全廃を決めた国は多くアメリカも35年までの電力部門の脱炭素を掲げています日本はこのほど決めたエネルギー基本計画に30年度の発電の2割弱を石炭火力で賄う方針を盛り込みました再生エネルギー導入がですね遅れて原子力発電の再稼働も進まずジョンソン首相が求めるこの30年までの全 連敗を約束することは難しい状況ですとなると批判の矢面に立たされかねないと、イギリス、ジョンソン首相は13日、岸田総理との電話協議で、日本が国内の石炭火力を廃止する方針を打ち出すことを望むと求めたほか、先月には先進国は30年、途上国は40年までに石炭への依存を断つよう求めると表明しています。 ップ二2 6日本にとって厳しい会議になりそうだということなんですが内藤さん、これはどうご覧になってますかだからこの手の話っていうのは誰がどう見ても実現できないこと明らかな話なわけですか、はい、だから真面目に取り合う必要ないんですよ。ええ だからみんなそれぞれの思惑があってこう言ってるわけですからそうですね、そうですねなるほどああ頑張りますよ、はいはい、ごめんなさいねっていう、ええ、<laughs> あの真面目に取り合わないでなんか適当に言いなしゃけばいいと思いますよですからで例えば何か言われたらいや日本は石炭を使って CO2 が減ってるんですよと排出権の取引をしたいんですか CO2 減らしたいんですか、はい、CO2 減らしたいんでしょ、ええ、じゃあ日本の石炭プラントをむしろ買ってくださいよと。はい、そまよよっっぽど減りますよっていう ぐら、いのことを言うか、うん、そうでなければ、はい、まあこれも環境ネタにいろいろそのまま皆さん、あのまあ、フランスなんか原発を売りたいわけですし、はい、例えば中国を締め上げたいところもあるわけですし、はい、だからもう、真面目に取り合う必要ないんで、はい、まあこれは適当にお茶を濁して、言葉を合わせてですね、はい、まあ,あとはもう、二十三重に抜け道をやって、骨抜きにするという方がいいですねはあ、はあえー、ここにきて、ですね新たな焦点の一つになっているのが、市場の変調をどう捉えるか、脱炭素のペースを早めすぎると、経済成長の足か なるとの意識これががですすね新興国に広がる可能性もあります中国が深刻化する電力不足二酸化炭素を多く排出する石炭火力発電のフル稼働で乗り切ろうとしていまして温暖化対策より足元の経済社会への影響回避これを優先させています。 まあちょっと前までね中国といえばこの炭鉱もばんばん廃止して CO2 対策でこのまあ世界にこういい顔しようとしていた、はい、だけれども蓋開けてみたらここのところもう電力不足になっちゃって急遽ですからその石炭火力発電を再開して、まあ、言ってしまうと言い過ぎになるかもしれませんがばんばん石炭火力発電を稼働させてますよね、はい、いやだから逆に、えーはい、こういう時こそチャイナを使えばいいんですよ。はい チャイナにそのテーブルひっくり返させてです、ねええ、石炭をがんがん使わせてそのチャイナと喧嘩させて、はい、でチャイナを消しかけてです、ねはい、これぶっ壊しちゃんです、ええ、日本がぶっ壊さなくてチャイナ、インド消しかけていやこんなのできっこないじゃんってテーブルひっくり返してぐちゃぐちゃにして帰ってくりゃいいんですよ、はい、で日本も <laughs> 困ったもんですねみたいな <laughs> チャイナにも困ったもんだっつって後ろからチャイナをどんどんどん,どん煽って、はい、どんどん石炭使おうよっていうふうにやっとけばいいんじゃないですか、ねえーまあ。ですかかららら中国は今年からを減らし始め だから、どこの国もそうなんですよ、えー、ドイツでも二重、三重にできなかったら見直す、はい、でなんとか、ね、補助金出すみたいなことやってますから、えー、こういうのは本当にその通り、額面通りやって、ばか正直にやったら損するだけなんで、えー、いかに骨抜きにするかってことみんな自信考えてるわけです建前を残しておいて、えー、日本もそれやらなきゃだめですね、ただ日本の場合、やっぱりこの環境理由にその増税を従っている人たちがいるんで、<ー>それが厄介ですよね、はい、むしろ本当の敵は国内にいるということですね。えー はい、続いてはこちら、昨日の日経新聞です、核のゴミが争点、明日す、寿都町の町長選挙。 原子力発電に伴う核のゴミの処分地選びの調査が進む北海道筒町で明日26日調査の可否を争点に町長選挙が投開票されます立候補したのは町長を5期勤める現職の片岡春雄氏と前町議の越前屋義樹氏です片岡氏は核のゴミ問題に一石を投じたいと最初のステップであります文献調査に名乗りを上げ去年10月事業 主体の原子力発電の環境整備機構に応募しました。一方で、越前谷氏は調査で町が分断されたとし。当選すれば、文献調査の応募の撤回を公約として掲げています。まあ、文献調査の可否が争点となっている寿都町の町長選挙なんですが。これはどのようにご覧になりますか。あの、私自身は、例えば、あの、こう、あの、財源に乏しい、やっぱり小さな、あの、地方の。はい、の自治体なんかっていうのが。えー あの文献調査に名乗り上げるっていうことは、はい、あのいいことだと思ってるんです、はい、まだ調査ですから、はい、調査した結果できないということもあるわけで,です、ね。20年間 先手までかかるわけですよね、はい、ですからそうなってくるとその間やっぱりこれであの調査手を挙げただけで何億かの,そのやっぱ財源になるわけじゃないですか,かす、えー、やっぱりそれを使ってそのやっぱりその地域の,その財源にしてそのまあ経済を起こしていくっていうことは当然その選択肢としてあっていいわけで、はい、逆に言うとあの調査したからやらなきゃいけないと思い込んでるのか何なのか知らないですけど反対するという人の理,理由がよく僕は分かんないですね。 だから、何ですかね、こういう反対する人っていうのは、大体わかんずあくまでもイメージですけれども、この越前屋さんがどういう人か知らないですが、大体この手の人っていうのは、じゃあ、その CO2 減らしましょうみたいなことを言ってるわけでしょ。だからいいんですよあの 原発なんかなしでいやどんどん北海道なんだから、ええ、バンバン石炭炊きましょうと、はい、もう石炭のね産地なんだから石炭ガンガンやっても,いやもう全部石炭ですよと、ええ、うちは 100%, 100石炭で発電するんですと、ええっていう人ならまあいいですよ、ええ、<laughs> 原発は商売きだから入れるなってなればわかるけど、ええ、そうじゃないんでしょ、ええ、だったらこれはその原発をどんどん再稼働するという方向にいかなきゃいかないんで、ええ、そのためにも逆にそれで実際にその処分所を作んなくても調査だけでお金が出るって言ったらこれはやっぱり当然、あのー、これをその掲げる効果 候補が出てきていいと思うし、はい、あの、それをその目指す。 ということがあってもいいんじゃないですかねはい。でこの核のゴミの問題というのは地下その300メートルより深い岩盤に埋めます埋設しますで文献調査およそ2年かけて地質図とか学術論文を集めて地下の状況を調査してその後ボーリング地下施設による調査に進んで先ほど内藤さんおっしゃったように20年以上の選定までは長丁場となりますで原発を持つ多くの国でこの核のゴミの処分というのは難航しています北欧2つ の国で動き出したといいうニュースも入っていますフィンランド2001年の南西部これをです、ねえー、処分地に決定してで原発も立地して周辺をエネルギー拠点にする構想というのを掲げていますスウェーデンも2009年に南部,を南部の場所をです、ね、この処分地に選んで,で地元の自治体はハイテクが集まる工業地帯にと地域振興を訴えて住民の理解を得てきたといいます。まあこういうところ ですから、これがあの地域振興りあり、経済が回る形につながれば、それは決して悪いことではないと、私は思いますが、はい、続いてはこちら、昨日の日経新聞です、日本郵政株追加売却、25日から27日に価格決定、民営化の節目。 政府は日本郵政株を追加売却します25日から27日の間に価格を決め4営業日後に放出およそ9500億円と見込む売却益東日本大震災の復興財源に充てます2007年10月の郵政民営化から14年第3次となる今回の売却で国の出資比率は法定の下限の3分の1兆にようやく下がって一つの節目を迎えると 焦点となるのが売却価格です政府は2013年郵政株の放出で4兆円の復興財源を確保すると決めこの安い価格では売れない縛りがかかりましたそして2兆8千億円は2兆8千億円は17年9月の二次売却までで確保しています21年6月には郵政がおよそ2500億円分を自社株買いしこの分 も含めて自己株を消却しました。総株式数が減ったことで政府が市場に放出できる株数が増え、残る9,500億円を捻出するには一株920円程度で足りる計算となりました。前回の売却では売り出し条件決定日の終わり値から2％割り引いた価格で売り出したとしています。でちなみにですね22日の日本郵政株この終わり値は。 876.8円でした日本郵政今回の株式売却が完了した後で1000億円を上限に自社株買いを実施します売り出し価格が低く決まって政府が9500億円を確保できない場合買い入れた自社株を焼却する可能性がありますえさらに総株式数を減らし政府が追加で株を売却する余地を作るためということなんですねまこの日本郵政 株の追加売却内藤さん、これはどうご覧になりますか。まあ、だからこれは、ね、い,いずれそのまあスケジュールに乗ってやらざるを得ないというようなことではあったんですが、はい、どうなんですかね、そのあの株式市場私、ちゃんと見てるわけではないんですが<っ>今のタイミングっていうのがり売り時として。 いいんでしょうかねこれが920円程度で足りる計算となったという今お話だったんですが、うんはい、ただ22日の終値が876.8円ですよね。という、えー、ってことはやっぱりこれあの売りたい額に達してないわけじゃないですかだからやっぱりその損してまで売るということではないので、えー、その辺やっぱりこう見極めてもいいんじゃないのかという気がするんですが果たしてこれどう,どうしても今じゃないきゃいけないなんか。 あるんでしょうかすいません、ちょっと私、えー、こちらの経営の方はあんまり、はい、知らない話ほうが東日本大震災の復興財源に充てるということなんですね。まあ、だから決まっていたことなのか、まあえー、それともってことですね。で、この郵,郵便事業なんですが、あ右肩下がりで、安定した収益源と期待された金融2社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、これも超低金利の市場環境で、稼ぐ力低下してます。19年夏にはかんぽ生命の不正 契約問題が発覚してグループ全体で成長戦略の見直しを迫られていますで金融子会社2社の完全売却なお見,、えっと、見通せずと優勢、えー、民営化のプロセスは途上となっているということなんですね。 えー、ゆうちょ銀行、漢方生命保険、こういうものもあるんですもんね、うん、ですから、もともと郵便っいうのは絶対儲からない事業なので、はい、そこにあの貯金と保険つけてあの賄ってたというところがあるんですが、えー、ちょっとそれがやっぱり、漢方の場合、ちょっとね、この間の不祥事が、そうですね、かなり大規模な不祥事ありましたので、ね、はい、ちょっとこれも本当、どうなることやらって感じですよね、はい、さあそれではここからですね郵便学者、内藤洋介さんに、このテーマで話を聞きます。 新たなエネルギー基本計画再生可能エネルギーを2030年に倍増の課題 政府は先週金曜新しいエネルギー基本計画を閣議決定しましたこの計画政府が今年4月に掲げた温室効果ガスの排出量を2030年度までに2013年度と比べて46%削減するこういう目標の達成に向けた根拠となっていますで計画の中身は原子力発電所の再稼働を進める一方再生可能エネルギーを最大限導入する 方針などを盛り込みました2030年度の電源構成では総発電量に占める再生可能エネルギーの割合を2019年度のおよそ2倍に当たる36から38%に増やすという見通しを示しました燃やしても温室効果ガスを排出しない水素あとアンモニアこれを活用した発電を1%と見込みました 2019年度に6%だった原子力は 20%, 20から22%まで引き上げます。一方で2019年度に76%だった液化天然ガス LNG や石炭を燃やす火力発電は41%まで減らすと再生可能エネルギーの割合を2030年度に倍増させるという、まあ、この新しいエネルギー基本計画ですが内藤さん、これはどうご覧になりますか。 だからこれ…まあ 2030年ってもう本当すぐですからね、えー、8年いや、9年間、まだ、あ、ね、8年年でね2年、9年ですよね、もうね、も、はい、いやだからもちろんあの、新しい技術を目指して研究開発進めることが大事だと思うんですよ、それは否定しないし、えー、そのための,あの、まあ、投資とか公共需要みたいなものが、景気を刺激することがあるとは思いますが、はい、あ明らかにこれ、無謀な計画なので、えー、要はこれも真面目に考えないことですね。は,はい だってね、ヨーロッパの方からはね、2013年度比で、50%削減しろみたいなことも言ってたりとかね。むしろ逆に、みんながそうやって石油や天然ガス買わないんだったら、この機会にその値段がもし仮に下がったら、だんと買い占めて、備蓄するぐらいのことやっていいと思います、私は災害用にって災害用にとか、あんとかって名目で、別にいろんな名目つけて、値段が下がったところで、どんと買って、いや、実際にその発電しているのはこの割合ですけれども、一応、毎日のため、 ために備蓄してるんですとかなんとか言って値段が下がって買い占めるぐらいのことやってもいいんじゃないかと思いますけどねえーえー、そしてこの新しいエネルギー計画のポイント再生可能エネルギーの割合を2019年度のこのおよそ2倍に当たる36から38%に増やすことですで、この内訳を見ると太陽光が14から16%水力11%風力5%バイオマス5% 地熱が1%ということです太陽光の割合が大きくなっているわけなんですが具体的な策としては住宅や公共施設の屋根荒廃した農地などに太陽光パネルの設置を進め2030年までに新築戸建て住宅のおよそ6割に太陽光パネルを設置する目標も示しています、まあ、この太陽光パネルの設置を促進ということなんですが内藤さんいかがですか これ太陽光パネルを設置したい方は別にそのご自身の,あのお考えなり負担なりで設置すればいいんですがちょっと気になるのはなんかこれあの義務化するようなあのかなりそれに近いようなことを言っているような議論もあるようですがこれはとんでもない話でどんな家に住みたいかその人が決めればいいわけですよでしかもその太陽光に関してはこの民主党時代の2012年にあの再エネ特措法というので太陽光発電だけは強烈に打ち出した結果なんかあの 買い取り価格を非常にその高く設定していろんな問題が起きましたよね、はい、でそれをそのまだみんな記憶に新しいじゃないですか、えー、それ本当大丈夫なのってことですよね、それから初期費用がものすごいかかるわけですよ、えー、新築戸建てっていうと、要は太陽光の,その電池っていうのは、これ、全部その屋根の形だとか、面積だとか、そね、その地形とか、立ってる向きだとかに比べてやるんで、えー、要は全部オーダーメードですよね。はい そうするとあの新築小型のうちに100万、200万ってざらにかかるわけですね、はい、当然、えー、まあそれがかかる仕方<え>ないと思うんですが、ところがですね今、この,その消費エネルギーをですね省エネ基準より20%削減する住宅の補助金っていうので、太陽光をつけろって言ってるのが、えー、1戸当たりです、ね、60万しか出ないんですよ。はい でさらに蓄電システムを導入する場合には1キロワットで2万円 2>、はい、さらにもちろん補助対象経費の3分の1か20万円のいずれが低い方を加算すると、はい、でさらにその25%以上削減する ZEH プラスっていうそういう住宅なんか、はい、まあさらにその断熱の高強化だとか電気自動車を導入するという時でも105万しか出ないと、はい、っていうと確実にその太陽光を入れて、はい、まあこれ、売電して稼げばいいじゃないかっていうんだけど売電値段どんどん下がってきてますからね。明らかに入れれば本人、はい の満足とかするとす別にしてですよ経済的には損するわけですよね。はい、っていうとその太陽光だとかあの電気自動車みたいな形でその脱炭素の,かんあの環境規制をやったことで自動車産業がもうヒーヒひいってこれだめでやっていけない、えー、トヨタさんが言ってるわけですよね。えー、で住宅もこれじゃ誰も建てられなくなっちゃうだから環境省とかこう環境の連中っていうのは自動車産業を潰し住宅産業を潰し、えー、本当に日本を破壊する機会が正気化という。えー 気ですよね。ですからまともに相手にしちゃダメだと思だうんですね。いやだからあのいかにこれ骨抜きにするかということを我々真面目に考えないといけないですね。そで,ねでその今後ですね大量の導入が期待されているのは洋上風力発電だと。えこちらは沖合から内陸に電力を運ぶ送電網の整備が課題とされているということなんですね。洋上風力えこれどうでしょう。 だけど洋上風力って言うとですね、えー、結局今までなんでできなかったかっていうことですよ、はいえー、結局例えば地形的に遠浅の海が少ないとか風が、はい、安定的に吹かないとかって日本の条件にこれ合わないからできてこなかったわけですよね、えー、でしかもこの現状で考えるとその2030年まで2000万とか2040年までに3000万から4500万ワットまでキロワットまで引き上げてる目標だって言うんですけど、えー、これ どれぐらいの規模かというとです、ね、原発1基の発電能力って100万キロワットなんですよ、はい、そうするとこれ、45基分ですよ、あ<ー>ほらあ<ー>明らかにその、えー、もうナンセンスで、えー、だからやっぱりその日本の条件に適しているのはやっぱり原発再稼働するしかないし、はい、あるいは LNG だとか、はい、輸入したりあるいは日本の得意なんです、ね、石炭火力を、えー、これを新設してやっていくということで、はいえー、再エネを中心にするっていう設定自体が。 建前としてはいいですね。だけど本当であのとしたらこれナンセンスとしか言わないですね。ええ、あそうなんですね。で次世代燃料として期待されているのが水素とかアンモニア、まあこれによる発電なんですが、まあ、こちらは技術開発が道半ば、2030年度までに電気を供給できるかどうかも不透明と言われてますね。ですね。で、ええ、例えばですねこのアンモニアなんですけども、はい、これはあのまあ一応その LNG の中に混ぜてっていうことなんですが。ええ 20%混ぜるとしてです、ね、<っ>発電所1基あたり年間50万トン必要なんですよ、はい、でこれを経産省の試算で,です、ね、全石炭をこれ置き換えると2000万トンいで、2000万トンと、はい、いうのは今のアンモニアの全世界の取引にほぼ匹敵するんです、<っ>日本が全部買ってやるという計算じゃないとできない、ええでしかもです、ね、アンモニアってど,っからどこが輸出しているかというと、<っ>輸出の第一はトリンダード・ドバゴなんですよ。お そこかから輸入すするんでもちろんロシアとかサウジからもありますけれども、オーストラリアから買うとは言ってますけれども、一番大きいのはトリンドですから、そこからどうするんだそれから水素にしたって、ですねこの液化水素って、これ、マイナス253度までしなきゃいけないし、凍らせると、冷やして、化させるわけですねこれを結局、気化させずに運ぶのは、ものすごい大変なわけですよね。 だからコストから言ったらとてもじゃないけども、ええ、だからそのコストを下げるために研究開発をしますってのは僕はいいと思うんですけども、はいええ、これその8年後とかあんとかに少なくとも僕の目の黒いうちに、ええ、<laughs> やるっていうのは明らかにこれはもう何を考えてるんだと。ええええ なんか別の意図があるとしか思えないですね。はい、ああ別の意図ね。でこの新しいエネルギー基本計画総発電量に占める再生可能エネルギーの割合を2019年度のおよそ2倍にあたる36から38パーセントに増やすことが示されています。まあでも今内藤さんのお話聞くと現実はね。いやだから、えー、あの要はもう国際的にこういう流れなんで、はい、日本だけやると喧嘩になるんで。えー だからそういうのはそのぶっ壊し役がチャイナとかあの辺を煽ってやらせておけばいいんで、ええ、我々いかにこれが実現しないことを前提にやってるポーズを示してやるかそれと同時に、ええ、あの石油とかその石炭とか使わないんで値段がか下がってきたんだったらいかにそれを確保してそれをその使うかととといいうことだと思いますよ、ええはい、時刻8時33分です。 今朝のコメンテーターは郵便学者内藤洋介さんです。 産経新聞からですトルコのエルドアン大統領23日欧米など10カ国の駐在大使を国外追放するよう外務省に指示したことを明らかにしました、まあ、このきっかけとなったのがトルコ人の実業家で人権活動家でありますえオスマン・カバラ氏をめぐってえ10の大使館が釈放を求める共同声明を発表したからなんですねカバラ氏ののののの拘束近年の欧米とトルコの間の火種の一つだったようなんですが このカバラシというのは、どういう人物なんですかこの人、人権活動家なんですけれども、はい、まあエルドアンという人がまあ言ってみれば強権的なまあ政治ということはまあご存知だと思うんですが、はい、それに対する、まあ、あの人権派という形であの、まあ、2013年にまあ大きなデモをやったのと、<っ>あと、ですね一応、トルコ政府があのこの人に対してあのあの言ってるのは、<っ>2016年にあのトルコで大きなクーデターミス事件があったんですよ。はい 行われたという形であの国軍というのはやっぱり世俗主義なんですけどもエルドアンがどちらかというとイスラムをもう一回復活させようという,ようなあの宗教政治ではないんですがイスラムをある程度意識した形をやろうということを言っていたのでそれに対して軍の側があの、まあ、あの崩れたミスを起こしたという事件があるんですがこれをきっかけにですねエルドアンがあの反対派を一斉粛清してるんですね。はい でこれに絡んでるという風なのがそのまあエルドアン側の主張なんですよ。ええ、で結構、有罪確定しないであの拘束しちゃったりなんかしてるもんですから、はい、これがやっぱりあの欧米なんかではやっぱり人権の観点から照らしておかしいよねと、ええ、やっぱりあの民主主義に照らしてその法の支配、透明性をめぐってその、まああのー、きちんとしろとちゃんとしたその裁判をこの人はそのクーデターに関係してないんじゃないのかはは少なくとも関係してるんであればちゃんとした裁判をしなさいということを言ってるんですがそれをそのまあ エルドアンにしてみればこの2016年のクーデターを乗り切って今のトルコを作ったんだと、はい、今の我々の政府があるんだということなんで、ええ、2016年に絡んだというふうなことになっている人だとこれは許すわけにいかないということがあるんですね。ええええ あとはこのこのタイミングでエルドアン大統領がその欧米など十カ国の駐在大使を国外追放しろっていうこの外務省に指示をしたってのこれは何の狙いかやっぱりもう単純にあの経済悪いからです、ね、あそうなんで,す、ね、で実際これ十カ国をさすがにその追放はできないと思うんで、はいえーま、騒いでですね、えー、まあまあというところでどっかで収めるんだと思うんですが、えー、ただ要は今あの非常にあの通貨が下落してるんですよね、はい、であの実はあの低金利をエルドアン非常に言うん ですが、ええ、あのこれやっぱりあのイスラム系の人たちイスラム系の保守派の人たちがその支持基盤なので<え>彼らはあのイスラムでは金利を取るということがこれがあのいけないということで言われてますので高金利をそのまあ否定するということで彼らにそのまあどっちかというとその経済というよりそのイデオロギー的な形で寄っているところがあるんですよところがあの低金利ですけどインフレなので、ええ、そうすると金持ちがどうなるかというと銀行から金借りて、はい、あのトルコリラを売っ払っているわけです。<laughs> それ,でそれに下落が続いちゃうんでだから金利を上げてあのトルコリラがその流出するのを防ぐしかやり方ないんですねだから一時そういうこともやってたんですけれどもそれがちょっとなかなか難しくなってくるとこういう形でその不満をそらすにやるししかなないです不満そらん特にあのエルドアンの場合23年があの今のトルコ共和国建国100年なんですよ。 でそれに合わせて大統領選挙もあるんでやっぱり今ここでちょっと<ぁ>あのど、ー、いうタイミングなんですね<っ>はい時刻8時40分になるところです時刻8時51分になるところです。 今朝のコメンテーターは郵便学者内藤洋介さんです。ビジネス最前線。 えー、小型原発国内外で導入論という、まあ、これも昨日の日経新聞の記事なんです、えー、次世代原子力であります小型モジュール炉 SMR などと呼びますがこの導入論が国内外で出ています、えー、世界ではおよそ70基が開発中とされフランスが導入する方針を表明して、えー、日本でも建て替えの候補に挙げる声が,上がりますあ,、えー、ありますで既存の,この原発よりも後期がで ですね短くて炉が小さいため、理論上は安全性が高いとされているんですね。で、この s あえ、smr 小型モジュール炉。これはですね。工場で部品組み立てて現場で。設置 しますで。品質管理がとてもしやすくて後期も短縮できるのが大きな特徴で炉が小さいです事故の時にも既存の大型炉よりも冷却が早いとされています海外電力調査会によると世界では73機が開発中開発主導するアメリカが18機ロシア17機ありますで中国も乗り出していると まあこの小型原発導入論、国内外で出ているということなんですが、まあ、先ほどの内藤さんのお話にも出てきてますが、これはどうご覧になってますかいや、だから、あのー、私は基本的にやっぱり脱炭素ということをどうしてもやりたいんであれば、<っ>一定の割合以上で原発はやっぱり稼働させざるを得ないので、はい、その中でそのより良い技術、よりその管理しやすいものが出てくれば、<っ>まあ導入するのは、これは当然、検討に値するべきものだと思いますが、<っ>ただ、その反面、どうなんでしょうかね。 その今再稼働しないで止まってるのも多いじゃないですか、はい、やっぱりあのまずは今動かせるものはまずきちんと動かしてということが 基本なんじゃないかと思うんですが、えー、いかがなんでしょうね、えー、はい。で日本は開発競争で出遅れていると東京電力福島第一原発の事故の後原子力への信頼が十分に回復していない影響があるとしていますで22日に閣議決定したエネルギー基本計画も建て替えは盛り込みませんでしたえ中長期の原子力政策の在り方をめぐる本格的な議論は棚上げとなっていますで自民党あまり感じ 市長はですね12日日経新聞のインタビューで脱炭素を実現する電源として期待を示しましたえ既存の炉よりもこの安全性が高いとされる小型炉の方が国民の理解を得やすいまあ、こういう見方もありますけれどもまあ、これまで政府内での議論は進んでいないとえ国内への導入にはですねコストあと耐震性え原子力発電所への信頼回復まあ、こういった課題も多いと言われているんですけれども まあこれねだけどどうなんですか信頼回復って言うんですけど、はい、やっぱりまだそんなに不信感って強いんですかね,ね<え>そこのところは分かんないんですよね、えー、だから逆にあの脱炭素っていうことなんですけど僕は脱炭素があろうとなかろうと、はい、やっぱり少なくとも今ある原発である程度動かすべきだという考えなので、うんはい あのー、だからそういう人たちを説得するように、この口実として脱炭素を使うってのはいいと思いますね実で実際、脱炭素をしなくてもいいから、はい、いや、お前、脱炭素したいんだろ、だから原発が本来の目的なんですけども、はい、そのための口実として脱いや、やっぱりこういう形で脱炭素を使えるわけですよ、はい、取引材料として、えーで、そこの材料のところをそのまま、そこにあのずっぽり埋まっちゃだめだよねっていう,う。えー でも先ほど内藤さんおっしゃいましたけどもヨーロッパはヨーロッパで、ね、何か意図があるわけですもんね。あもちろんそうですですから、例えばこれなんかもう一番わかりやすいのはフランスのマクロンなんかがやっぱり原発の支持を訴えるっていうのは今、はい、はフランスというのは原発の輸出大国ですから売りたいわけですよ。はいはい はい、だか彼らは原発を売るために、脱炭素と言ってるんですよね、えー。はい、まあね、よくその産業革命前の1.5度とかね、何とか言ってますけども。えー、まあ、それは一つの大きな目標で、だけれども。まあ、はやっぱり、例えば原発を売りたい国もあれば、はい、まあ、いろんな自分たちの技術を売りたい国もあれば。投資したいところもあるということですよね。えー、そうなんですね。はい、以上ビジネス最前線でした。 時時刻8時57分です浜松町、また日が出てきましたけれども今日はですね最高気温、最新の天気予報によると東京都心など横浜も含めて18度前後、えー、肌寒い一日となりそうです。で これからの雨が降りやすくなってきます時間が遅くなればなるほどですね雲が厚みを増して夜は雨の範囲が広がります明日は昼頃まで雨で雨足の強まることもありそうだと特に千葉県茨城県局地的に激しい雨が降りそうです明日ですね、まあ、今日から雨は降り始めると今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんです きょうはの特にです、ね、このエネルギー関係に関してです、ねえー、内藤さんに、えー、たくさんお話いただきましたが、えー、最後もエネルギーですねエネルギー価格の高騰などを背景に EU ・ヨーロッパ連合で原発活用の機運が広がっているとヨーロッパ委員会の委員長が22日ブリュッセルで EU 首脳会議後に記者会見し我々には安定的なエネルギー源である原発が必要だと強調しました。えー、原発には一部加盟 米国異論も残ってるんですが、温室効果ガス排出量2050年に実質ゼロにする脱炭素社会の実現へ再生可能エネルギーとともに活用を図る姿勢明確にしたということです。原発は必要脱炭素化に活用する。まあ内藤さんの先ほどのねお話ですね,そうですね。ですからあとはやっぱりお金の問題で、はい、あのこれ原発ですからグリーンなエネルギーですよみたいなこと言ってお金を集めたい人はイメージを作るし、はい、まあ投資する側は、はい <laughs> 別にグリーンだろうがどうだろうが儲かりゃいいんで <laughs> <ー> <laughs> お金に色ついていてないわけですから、えー、だからまあその辺がたぬきときつねのばかし合いじゃないですけれども、えー、その辺はですからあんまり建て前に振り回されないことが、ねえーまあ、ESG とか、ね、いろいろ言われてますもんね。えー えー、ここにはだから投資も結構集まっているといきます、ね、それでお金を集めたい人もいれば、はい、お金はもう儲かるところに行きますから、はい、そうそういうものですもんねはい今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんでした内藤さんありがとうございました,ました明日火曜日のおはよう寺ちゃん五時台はイタリアと結びますイタリア在住で翻訳家田島浅美さ,さんです六時台は経済学者で上武大学教授田中秀富さん七時台後半からは作家で表 論家翻訳家の山形博さんを迎えして朝5時からおはようテレちゃんをお届けしていきますこの後は国丸ジャパン極みおはようテレちゃんまた明日です今日もいい一日になりますように六時になりました 10月25日月曜日6時になりましたおはようございます寺島直正です 外はですね全体的に橙色になってその白い雲の向こう側に青空が見え始めている浜松町十二度ちょうどですね北寄りの風が四点二メートル吹いてますラジオ機のあなたの周りいかがでしょう今日の関東日本の南に発生する低気圧これが近づくため天気下り坂です午前中日が差すところありますが 次第に雲が厚くなり、夜は雨が降り出すでしょう。外出の際、傘、お帰りが夜になるという方、特に傘お持ちになってください。最高気温、東京都心と横浜十八度、埼玉十七度、千葉十九度の予想です。昨日よりやや低く、日差しも少なく、午後風も出ます。どうぞ、服装には気をつけてください。 東京地方、今日は曇りのち雨、降水確率午前10%、午後40%、夜6時以降80%、明日は雨のち晴れでしょう、現在、濃霧注意報が茨城県、栃木県に、霜注意報が茨城県に出ています。 今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。常年さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの、昨日ね、高松に。ってま一昨日と、え、あの、香川大学の、あの、大学院の地域マネジメント研究科で、まちまねって言うんですけど。そこの M. B. A. の O. B. 会の、あの、毎月やって勉強会にゲストとして。行ってきまして、はい、まあ、あの、話題の選挙区ですから。平井拓也さんと、ね、小川淳也さんと、あとは、町川淳也さん、町川淳也さんか。はい。はい。 町川さんも選挙出ないでくださいとか言ってあの時なんか地元の人に聞いたらね「小川さんよく泣くらしいんですよね」そて泣くから入れるとかやめようよっていう動画を撮ったんですけど一応小川さんだけ悪く言うとあれなんで平井さんもたまに土下座するらしいんですけど泣くとか土下座とかやめないって。 思うんですよですよね、泣いたから入れるってなんだよ、それみたいなアメリカとかだと泣く人だめなんですよね、弱さの象徴で強い人じゃないとだめなんですけど日本は泣くと入れるって、なんかありませんあるんですかね、本当やめてほしいですよね、地方が衰退している理由の一つかもしれない、泣くやつに入れるっていうの、そうです、泣くやつってだめでしょって、どうなんですか、政治家ですよリーダーですよリーーダが泣いてたら、足元見られんだろうって思いません社長が泣くっていうのはそそれこ山 証券が潰れたときにね、社員は悪くありませんとか言ってね、まあ文化放送もね、あの今日は社長がなんか会見するらしいですけどね。社員は悪くありません。いや悪くない、悪くないですよ社員。社員悪くない会社だって悪くないですよ。会社だっても今日はあれでしょ。山山井と同じ。いや違いますよ。どこからそんな情報入ったんですか。違うんすか。変なとこで保証ですよ。保証明も今日でおしまいいやいやいやそんなことないです。今日社長が泣くって聞いた。いやいや少なくとも私は聞いてないですよ。あでもあの寺島さんも社員じゃないですか。ら 寺島が悪いんですって。私ですか？社員は悪くありません。元社員の寺島の声なんですって。はっきり言います。そんな力ないですから。全くないですから。いや、そういうふうな予定だって私聞いてるんですけど。あそうですか。いやでも企業で社長が泣く時は本当ね、最後もう倒産する時ですよ。政治家はね、選挙の度に泣くとかさ、やめないそういうのもうそういうので入れんなよマジで。泣くやつには入れねえっていう風に。そういう。 確認していきたい。はい。うん。いやあの現社長の泣いたところ私は見たこと。あ、ないですか。ないですか。まあ私よりもあの後輩に当たるんですけど。ああ。ええ。何処から見たこと。ない寺島さんの方がよっぽど泣いてる感じですか。そうですね。私も比較的泣かないタイプ。泣かないタ心はもうあんま泣いてますけど。心で泣いて。顔を笑って。顔はもうなんかにたにた仕事は爽やか。お前感情あんのかみたいな。これ飲んでも大丈夫ですみたいな感じですね。いやいやもう営業マンにどれだけ 私ですか昔、本当苦労してる、今ね、みんな偉くなって社長とかなってるんですよ、寺島さんに言っといてと、寺ちゃんが吉田照美さんにひでも飲まされてね、それでも前向きにやってるのを見て、俺より下がいると、いやいや、待ってン頑張んないけど、エアコンついてない車で、もう炎天下、営業待ってるね、そういう時代に寺島さんにね、勇気づけられたという社長さんいっぱいいてね、もうよろしく言っといてって、いつも言われてる。リスナーのたたためになっっんだら それはそれでありがたいですよやってたいがありました。はい。今日会見ですからね。頑張ってください。会見、いやいや、会。あ、違うんですか。今日会見なんですか。今日会見ですよ。もう社員は悪くない。あ、違う、違う。ええ、少なくとも、私は聞いて。小川、そういう情報でね。そう、すそうですはい。はい、さて、あの、毎日新聞の記事ですね。東京、埼玉、千葉、神奈川、首都圏、四都圏と大阪府。今日以降、新型コロナウイルス対策で飲食店に出していた営業時間の短縮。 酒類提供制限の要請、これを解除します、これにより飲食店に対する制限、全国的にほぼ解消されることになります。東京、大阪の飲食店では、通常営業の再開およそ11ヶ月ぶり。 およそ12か月が1年ですから、もう1年近いっていうね、この通常営業ですが、飲食店経営する方にとっては、これ、どういう思いなのかね、そうですねいやでもね、これ、最後の最後ね、小池さん、悪あがきせずにね、これ、応じましたけど、でもまだ人数制限しろとか、ゃくだゃやってますよね、今、東京都の入院している患者数って、数百人じゃないですか。で病床は 数千ありますよね桁が一個違いますよ違いますね入院してる方がですね二百三十七人ですよ確か病床6000とかぐらいじゃないですかそうですね六千六百ぐらいあったのを少し減らすっていう減らすんですかしれっと減らしてまた医療リソースが逼迫しておりますのでとかやるんですか第六波の懸念がとか言って感染者数二とかでも第六波の懸念がとかやるんですかねそうすると数字取れちゃうんですかねこれがねやっぱり良くないですよねさっきの泣く投票入れると同じで科学 が風評負けたら終わりだとと思うんんですよこちゃやっしから我々も冷静にねそすを判断しなきゃいけないということですねイギリスの状況とか見る限り感染はもう今すごい何万人と言ってますけどます言ってけどでも重症者数と死者は桁が1個下ということで行動制限解除するつもりはないとジョンソン首相言ってますよねそのイギリスに比べたらもうほぼゼロですよ日本はゼロコロナ達成したと言われてもおかしくないぐらいのレベルまで今来ててやっぱ菅さんがやったら こと正しかったんですけどその菅さんを叩きまくってたのが今のマスコミですよ、これ全部記者会見した方がいいですよ、社員は悪くありませんって言って、マジで、本当にね、社員が悪くありませんって、でも社員が悪いんですよ、テレ朝なんかの場合はね、社員がコメントしましたから、正社員のコメントですからね、玉川徹さんって、正社員ですから、社員のせいですって言って、やらなきゃだめかもしれないですね、ちょっと経営者としては見苦しいですけどね。こののの酒類提供についいててはですね東東京京都都場合が感染対策を徹底しると 確認した認証店ここでは制限がなくなります認証がない店でも夜9時まではお酒の提供可能となりますで、都内のおよそ12万店の飲食店のうちおよそ85%は都の認証を取得していますほとんどの店がですから通常営業に戻るということですねまた東京都客の人数について1つのテーブルに4人までとするよう協力を要請します 認証店では5人以上の利用も可能としつつ、ワクチン接種証明、陰性証明の提示などを推奨しています、まあ、この東京都の飲食店に関する制限ですけど、これはどうでしょうこういう、ね、曖昧なことをやるのは非常にいまいちですよね、推奨ってどういう意味と、はい、推奨だからじゃ守らなくてもいいのって話ですよね。はいえー、だったら、小池さん、はっきり認証店でも認証店でなくても、はい、ワクチンの接種証明を提示したら、昔通りでどうぞというふうにやるとか、はい、なんかした方がいいですよね。まあ、例えば6人まで、OK、にする はっきりやった方がいいんじゃないですか。こういうだから曖昧なことやっといてね。で後でまたっていうの。ちょっと困るなと思いますけどね。ええ。まですからこれ東京だけがこの認証店非認証店ってまだ。いやだ悪あがきしてんですよ。本当勘弁してほしいですね。東京だとあれですか。非認証店でわれあのウイルスが選択的に大暴れするんですか。いやね。ね。まだから簡単に言っちゃうと認証っていうのは係の人が行って、あこれ大丈夫ですねって。言って認証をもらうですよね。 焦点はその係りの人が行ってないってことですよね。で,よねでも努力してるところはあると思うんでありますよ。それはそうですよ。えー、で例えばねじゃ横浜の繁華街と東京のねじゃ。はい どっか比べて、まあじゃ例えばこの浜松市を比べて、横浜の方がむしろなんか栄えてるぐらいじゃないですか。でも横浜にはこういうのはないんですよね。あ、横浜一安なっけ？人数制限ね。大阪とかないでしたっけね。まだそういうあの他の地方で制限ないところのね繁華街と比べて、じゃあこのね文化放送のある大門のね繁華街どうかっていう。多少変わんないじゃんと。なんで向こうはよくこっちはダメなんだよみたいなねありますよね。あとは今我々の感覚としてはここちょっとなっていうね換気大丈夫ってとこには行きた 上がらないと思うんですよそうなんですよこれあんまり民道って言い方していいのかどうかわかんないですけど日本がねやっぱねワクチン接種にもあの比例するようにものすごい減ってるのはやっぱマスクマスクするの当たり前じゃないですか花粉症の頃からあれ散々外国のメディアとかに揶揄されたんですけどどっちが正しかったかもうこれ結論出ましたねやっぱりワクチン打ってもねマスクあんまりちゃんとしない国マスク嫌がる国あるでしょどうしてもやっぱなんかあの感染が再燃しているように見えますけどねでマスクはあのつけること義務化しろとか言ってまたね あのアメリカなんか CDC とかねああいうところに行ってますけれども日本はあの言われなくてもみんなマスクするじゃないですかです、ね、今マスクしてない人いないですからねよほど無神経な人じゃない限りは、えー、だそれがやっぱりなんかあの差になってるのかなと思いますけどね今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールはテラアットマーク JOQR.net ツイッターは「ハッシュタグおはようテラちゃん」でつぶやいてくださいたくさんのメールつぶやきお待ちしています お寄せいただいたメールの中から抽選でお二人に JA 全農新潟からおいしい新潟産のおけさ柿一箱をプレゼントします種がなく柔らかな肉質ととろけるような甘さが特徴のおけさ柿当選者は7時35分ごろです時刻6時11分です文化放送「おはようてらちゃん」今朝も9時までお送りしていきますダバラテ ダバ,バラテラダバラテラダバラテラテラ文化放送。おはよう、テラチューン。時刻六時十四分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞。 参議院補欠選挙、自民一勝一敗、静岡は野党系に敗北、山口は圧勝。岸田内閣発足後、初めての国政選挙となりました、参議院静岡選挙区、山口選挙区の補欠選挙、昨日投開票されました。静岡の補欠選挙、立憲民主党、国民民主党が推薦した、無所属山崎慎之助氏が初当選を決めました。 山口の補欠選挙の方は、自民党全参議院議員で公明党が推薦した北村恒雄氏が初当選を果たしました。この二つの補選、今月三十一日投開票の衆議院選挙の前哨戦となり、発足したばかりの岸田内閣の評価や新型コロナウイルス対策、経済対策のあり方が主な争点となりました。 2勝を狙っていた与党は体制の立て直しを急ぐ方針だということです。 衆議院選挙の前哨戦とも言われていた、この参議院の補欠選挙。自民党一勝一敗という結果ですが、これは常念さん、どうご覧になりますか。まあ、山口県は鉄壁ですよね。はい、もう全然、ええ、あの、もう。まあ北村さん30、三十万票台時点が九万票台ですからね。で,ねで、はい、衆院選の方も、はい、もなんか、あの、四つの選挙区、全部独占の勢いで,あそうですか。 はいやってますね静岡の方は川勝知事が向こうがついちゃったんですよね、山崎さんのそうなんですよ、それで負けたみたいな感じなんで、リニアを争点にされたのは痛かったかなと、だからその手前に、リニアはこれは地域の問題でね、今回、国政選挙ですからということで、うまいことこの川勝さんを説得すればよかったんですけど、説得に失敗したのかなみたいなふうに思いますけどね、川勝さんのせいで負けたというか、川勝さんが逆に歯向かったというのが大きかったんじゃないかな。 というふうに思います、ねえー、まあこちらは5万票差ぐらいつきましたね。そうですね。だから3万票ぐらいなんですよ。向こうから3万奪えれば勝てたんで、はい、本当に僅差だったと思いますよね、えー。そうなんですね。はい。はい。で山口の補選はですね衆議院山口3区に倶えした自民党の林芳正元文科大臣の辞職これに伴って行われました。え公明党が推薦した北村恒夫氏地方議員や多くの友好団体から支援を受け組織戦を展開安倍元総理らの応援も受けて自民公明 両党の支持を固めたのに加え無党派層も取り込んで圧勝につなげたと、うん、一方静岡汚染の方は6月の静岡知事選挙に出馬した自民党の岩井茂激元国土交通副大臣の辞職に伴って行われ選挙戦、立憲民主と国民民主党が推薦した山崎氏と自民党新人若林洋平氏がしのぎを削る展開となったということで、まあ、先ほどジョネーーさんおっしゃったみたいにこの川勝う 知事がですね、ええー、まあ、どちらにつくかというか、はい、これで、まあ、ね、今、決まったと。そうですね。川勝さんが向こう行かれ、はい、行ったんで、まあ、あの、負けちゃったという感じですね。えー、もう、これに尽きるんじゃないですか。そうですね。はい、ええー、もう、これ、中にはですね、この衆議院選挙に不安を残す結果。なんていうふうに指摘をする人もいるんですが、はい、これ、常連さんはどうご覧になってますか。か、うん、どうなんでしょうね。まあ、あの、川勝さんがね、えー、向こう側だと静岡は厳しいかもしれないですけど。ただ、選挙区ごとに、まあ、ちょっと秘密の世論調査を見た感じだと、強い人。 はい細野豪志さんなんかやっぱ強いですよねまだ自民党入れてないですけどね二階派預かりの人なんですよねそうなんですよねでも強いですね強い人は強いというまあそういう感じだと思いますねはいこれはやはり日頃の努力ってこともあるんですかねまあねあと川勝さんがなんでリニアに反対してるか僕よく分かんなかったんですけどんか大井川の水量が減るとかそういうこと言ってるんですこれまあ科学的に調査して出た結論でお互いに戦ってほしいとは思うんですけどねいやどうなんう なんですかね。まあ、この一時はです。今違うんだと思うんですけど、一時はその説明するサイドが。ちょっとこう説明不足だったみたいなこともあったようなんですよね。聞いてない。出ました。賢人の知恵ですね。聞いてないってもう日本人すごい破壊力なんですよ。モーゼの十回って言われてますから日本人にとってね。聞いてないって言ったら、もう聞いてない人がもう正しいってなっちゃうんですよ。なんか。でも、何でもこう言われたら、聞いてないって、これ賢人の知恵なんですけど。聞いてない。急に言われても、傷ついた。このもう連鎖ですね。はい。 なるほど、スタート、賢人からだったんだな。なるほど、賢人モードか。なるほどね。どちらがどちらの中が、これ、分から分かんないんですよ。いや、も本当、聞いてないって、もう言ったもん勝ちなんでね、全部で5個ぐらいあるんですよ、このセリフ。5個のうち3個最初に言った方が勝ちみたいなゲームなんで、詳しくは賢人の知恵で検索してください。時刻6時19分です。 時刻6時30分です。 今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんです日経新聞の記事です地球温暖化対策を議論する第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26 と呼びますがこの COP26 の31日開幕まで1週間切っています議長国イギリスです石炭の火力発電の早期廃止を主要議題にする意向で2030年度でも 電源のおよそ2割を石炭火力に頼る日本にとって厳しい会議となりそうだというこういうふうに日経新聞、伝えています。で石炭火力発電時の CO2 二酸化炭素の排出量が多いと言われていますが温暖化対策の国際枠組みでありますパリ協定地球の気温上昇産業革命前から1.5度以内に抑える目標を掲げています。 で国連は目標達成には50年頃のカーボンゼロ、まあ、実質的な炭素排出ゼロこれが必要で実現には石炭火力の早期廃止これが不可欠と見ていますで西ヨーロッパ諸国カナダなどすでに全廃を決めた国は多くアメリカも35年までの電力部門の脱炭素を掲げています、えー、ジョンソン首相はですね9日先進国は30年途上国は40年までに 石炭への依存を断つよう求めると表明しています。 で日本はこのほど決めたエネルギー基本計画に30年度の発電の2割弱を石炭火力で賄う方針盛り込みました再生エネルギーの導入が遅れた原子力発電の再稼働も遅れて原子力発電の再稼働も進まずこの30年までの全廃を約束することは難しい状況ですでイギリスのジョンソン首相がですね13日岸田総理と電話協議をしました 日本が国内の石炭火力を廃止する方針を打ち出すことを望むとジョンソン首相が求めたほかえ先月には先進国は30年途上国は40年までに石炭への依存を断つよう求めるこういうふういいふに表明しています COP26、えコップ26まあ、日本にとって厳しい会議になりそうだということなんですがジョンゼンさん、これはどうご覧になりますか。年年ってあとででででししょょきるわけなないいじゃないですか そうすると、もう原発フル稼働かあとの新設してねまだ稼働してない例えば島根とかあと大間とかこれも全部動かしても果たして足りるかぐらいの感じですよねあとは大容量の原発はねどうしてもあその問題がありますので福島で起こったような事故が考えられるというので小型原子炉あんまり温度が上がらないというかそういう路震炉の心配が非常にリスクが低い小型炉がありますからこういう新型炉 ガガンン入れていくとかやっぱり原子力発電を再稼働する以外にですねこれだけのエネルギー賄うことはできないですよね。で現状見て頂ければ分かる通り原油価格がすごい高くなっすよねこれはねだからカーボンニュートラルで石油業界いじめすぎた結果ですよ簡単に言うともう産油国が切れてああそうですかとじゃもうこれ以上投資してもしょうがないですねどうせこれつかなくなんでしょっていうことでじゃ最後どうぞ皆さんあるもんだけで分け合ってくださいってやったらめっちゃ高くなっちゃったんですよね。これちょっととまずいいんじゃななか 中国がね、はい、これおそらく CO2 出してる3割ぐらい中国だって言われてて、はい、で石炭をやめようと、はい、まあ脱炭素ですよね、はいはい、に火事を切って。 もう電力不足になっっちゃたまた今、石炭火力発電やり始めているというニュースなんかも入ってますよね。停電が起きまくって大変なことになっていてあと、オーストラリアをねなんかほらちょっといじめたじゃないですか、いろいろ今回のね武漢肺炎の件でですねオーストラリアがちゃんと調査しろって言ったのに対して逆ギレしてですねもう石炭いらねえとか言ったらそれでエネルギー不足になってしまったという面もあったりして山西省というところでねチャイナは石炭取れるんですがここで今、石炭取ろうと頑張ってるんですけど。 ちょうど今年ね大水害になって、山西省の石炭の掘り出しているところに水大量に入っちゃったみたいで簡単には取れないらしくてなかなかエネルギー不足解消しそうにないとすけどねもうすでに炭鉱をかなり多く閉鎖させてますすかねそうなんでよ習近平が強権的に石炭火力を止めてどうだ、われわれはこれだけ達成したぞというのを COP26 とかで見せつけてチャイナの中華民族の偉大なる復 こうのまあ一つのこうなんかネタにしようとしているのではないかと言われてますけどねですからこの、まあ、先進国の中のこの日本は攻められそうだけれどもやはり全体で考えてじゃあどうするんだっていうのもねですよね、えー、まあそうするともう選択肢はもう基本的に一つしかなくて再生エネルギー間に合わないですから、はい、蓄電池のね、はい、あの新型のやつも、えー、結局みんな実験レベルで実用化されてないでしょ、はいえー、そうするともう原発を再稼働するしかないんですけどうん、うん、日本のねあのまあ規制委員会のもう基準がもう本当厳しすぎて、えーはい、これはちょっとまずいですね。 ですよね。えー、はい、はい、また後ほどお話を伺います時刻6時40分です今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています読売新聞から岸田内閣発足後初めての国政選挙となりました参議院静岡選挙区山口選挙区の補欠選挙昨日投開票されました 静岡の補欠選挙は立憲民主党国民民主党が推薦した無所属の山崎新之助氏が初当選を決めました山口の補欠選挙は自民党前参議院議員で公明党が推薦した北村常雄氏が初当選を果たしています まあこの2つの補選、今月31日投開票の衆議院選挙の前哨戦とも言われていて発足したばかりのこの岸田内閣のですね評価、あと新型コロナウイルス対策、経済対策のあり方が主な争点となりました。2勝を狙っていた与党は体制の立て直しを急ぐ方針だということです。 衆議院選挙の前哨戦と目されていたこの自民党がですね参議院補欠選挙一勝一敗という結果、ジョン改めていかかがでしょう山口県は盤石、静岡県は知事がどっち転ぶかによって結果変わるということが分かったということと、あともう一個、ねこれよく考えたら参院選なんですよね、参議院の補欠じゃないですか、参議院はね結構面倒くさいんですよ、解散がないし、あと1回になったら6年でしょ、そうですねでねじれちゃうと大変なんですよ。解消するのにもう年 来年選挙ありますすねそうなんでよだキッシー大丈夫かみたいなちょっとありますよね山口選挙区というのは保守王国なんていうふうに言われているところで一方の静岡のですは岸田総理も今回2回、静岡入りして支援したということなんですけれども川勝剛です。山崎 さんの方にどっち転ぶかによってね、こうなっちゃうわけですよね。岸田さんもいろいろね、はい、あの既存の,まああのやり方とか。 既存のいろいろお世話をしている業界とかもあったりして自由に物言えないのは分かるんですけれどもあんまり改革とかそういうのを後退させすぎるとやっぱりそっちの方でも批判を受ける可能性があるのでお気をつけいただいた方がいいかなと思いますけどその来年7月に参議院選挙を行われるんですけれども参議院の自民の会派の所属議員現在109人で単独では過半数が123議席なんですね。これに届いいてな状態が 続いているということですから。はい 参議院を多数失うと結構厳しいんですよ、国会運営が。なので参院選まではね増税のぞの字も出さない方がいいので、経験にですね金融所得課税とか内部留保課税とか適当なことを言わない方がいいし、これをねやっぱりマスコミにね格差是正の切り札だみたいな、う嘘ですからね、何にもこんなんで格差なんか是正しないですよ。なんですけど、そういうふうに偽のニュースで使われちゃうのはだめなので、最初から言うなよって感じだったんですよ。だかかららもうう自民党のの総裁選時わこれ政策 なと思ったんですけど案の定上げ足取られてですね各社先生の切り札なのに引っ込めましたみたいな感じで言うじゃないですか切り札なんねえからと金融所得数やったらみんな平等なのかみたいな話なるわけねえだろうと頭悪いのかと思うんですけどやってんですよ中間層から結構取られる本当ですよ。そういうような指摘がありますから皆さんの年金株で運用してんですよみたいな話ですしだからかなりまやかしなんですよねだからそういうのも含めて発言気をつけていただいて特に増税についてはですね上げ足取られますから 絶対言わないもう俺の目の黒い茶ゃ増税しねえとか逆に言っちゃえばいいんですよ「人生いろいろ」とか言ってねそれ小泉さんですけど「人生もろもろ」とか言ってもうちょっと変えてパクって「なんでですか?」と人生もろもろ」とか言って言っちゃえばいいいいいと思思まますすそうううふにさあそれではここからはですね常念さんにこのテーマで話を聞きます。 9月の消費者物価0.1%上昇スタグフ,フレーションへの懸念。 総務省が先週金曜に発表した9月の消費者物価指数値動きの大きい生鮮食品を除く総合で99.8と前の年の同じ月に比べて0.1%上昇しましたプラスに転じるのは去年3月以来1年6ヶ月ぶり灯油が20.2%ガソリンが16.5%それぞれ上がり原油価格の高騰が家計を直撃していることを示したということですこの9 9月の消費者物価指数常年さんどうご覧になりますかいやー僕これ誰がこんな記事書いてるんですか0.1%上昇でスタグフレーションふざけんなって感じですよねあのねあのバンカーが100キロ先にあるんで危ないからパターで打ちましょうと100キロパターで刻むんかお前はみたいな話ですははいい。でねじゃあ仮にですよ これがじゃあ1%だったとしてじゃなんか問題なのと物価、えー、目標2%じゃないですか。はい、でさらに言うとね、寺島さん覚えてるかどうかわかんないですけど、えー、あのまあ多分覚えてるかな。小学生から多分寺島さんは中学校高校生ぐらいの時だと思うんですけど、はい、あの一本50円だったペプシが毎年10円ずつ上がって60円70円80円90円100円になって,て高くなってきましたよね。えー、あれ70年代あんな感じなんですよ。はいえー、でそれはあの石油ショックの後、はい、あのちょっとまああの金融緩和 をちょっと抑え込めなくて、第二次石油ショックの時にはぐっと抑えて、あんまりインフレにならなかったんですけど、でもそれでもインフレ率って3%とかいってたんですよね、それでスタグフレーションなんて騒いですよね確か第二次石油ショックの時は、日本はアメリカに比べて物価を上手にコントロールしまして、金融引き締めで、でもそれよりも全然高いんですよ、今より物価0.1%とかじゃないですよ、もちろん2%以上とかなんですけど、コントロールして、その後80年代ね、日本経済、まただいぶよくなっていくわけですけど、プラザイとかいろいろありましたけど、 あのその良くなる原因を作ったのは実はこのまあ、えー、金融引き締めだったんですよ、ええ、当時はね,、はいええ、ね。で、あのまあ要は引き締めすればまあ適当なところに抑えられるし、抑えたそのまあ着地点が三パーセントでも、はい、昔結構成長してたし、はい、でペプシがだからね五十円が六十円六十円が七十円って上がっていきましたけど、はい、別に大丈夫でしたよね。買いましたね。買いましたよね。ね、はい、あとあの落とし玉を一万円貯金してると、ええ、普通預金なのにね、ええ、あのそれこそあのあれですよ郵便局のあの通 通常貯金なの貯蓄なのに300円ぐらい金利つきましたよね昔ねそういう時代生きてた人がもうね減ってきてるんですね私もギリギリ小学生の時なんでギリギリ覚えてるんですよ駄菓子屋で買いに行くとね最初ある50円だったんですよ1本ね瓶返すと10円戻ってきて40円確か確かねそれが毎年10円ずつぐらい上がってった時期ありましたよねで中学校行ってる頃にはもう100円近くなってたわけですよね寺島さんも当時大学生だったので覚えてると思うんですけどだから別にそのインフレで死ぬわけないのに0.1%とかントとかいうと でデフレの時は騒がないんですよね。デフレは0.1%でも死にますよ。失業すげー増える。だから皆さんの感覚はね、ちょっといまだにだからその。もう何十年前の話してんのと。俺らが小学生の時の話じゃんみたいなことを。いまだにこうやって記事にするよ。書いてるやつが古いのか。若い人が書いてんだけど。経験したこともないインフレを想像で書いてるのかよくわかんないですけど。0.1%上昇でスタグフレーション。まふざけんなって。思いますよね。はい。で、まあ、この、今はですね。新型コロナウイルスが収まっている状況。 ですだからこれ今後しばらく日本の物価っていうのは上がっていく これね、あの、今ね、あの物価が低く出てるのはね、基準改定ありまして。携帯電話代が、あの菅さんのおかげでね、ガースー人税で、すっげえ下がったじゃないですか。安くなった。四十パー下がったんで、この影響でね、今ね、すごく低く出てるんですよ。でね、このね、携帯電話代を除いて比較するとね、実は今物価上昇率一パーセントぐらい行っちゃってるんですよ。すでに。で、この後原油価格がいろんなところに波及してくるので、来年結構早い段階で。 2%パーセントいくんじゃないですか。そうですか。ええ。で、二パーセントいってる、スタグフレーション系とか始まるんですかね。いはいはい。バカも休み休みってほしいですね。はい。まあ、でも、あえて、そのスタグフレーションっていうの、あの、お話しするとですね。はい。その、まあ、景気の減速と、あと、物価の上昇が同時に進むと。い。うことですよね。はい。スタグフレーションというのはね。でも、これってね、あの、アメリカが経験したやつで。はい。で、まあ、日本も第一次石油処分と経験するんですけど。大体ね、その時の物価水準って。ええ。 とかっていうレレベルの悪性インフ私ね、これ勝手に、これ、情熱かさ定義ですけど、0%未満のインフレ、これデフレね、これ、毒です、マイナス0.01%でも、もう死にます、もう飲んだら死にます、もう激悪だけど、マスコミはマイナス0.1%のデフレでも、大して騒がないんですよ。で、インフレの方は、プラス0.1%まで騒ぎ始めるんですけど、大体ね、0から4%ぐらいまでの間は、何も起こんないです。 2から4%パーぐらいの方がむしろいいんですよ。ええ、で4%パー超えてくるとこれ悪性インフレなんで<ー>4%パー超えたらスタグフレーション対策で。はい これは結構簡単で金融引き締めすあのうまくいくんです実はこれ第二次石油ショックの時に日本がすげえうまくやってスタグフレーション回避してるんで絞る方は上手なんですよ。あんまりこれ騒いでもしょうがないかなと要はだからお金ばらまいても物作れないんです原油価格が高すぎたりとか原油入ってこないとかあと今、コンテナが混乱してて部品が仕入れられないとかあるでしょうお金ばらまいても物買えないのであんま買えなくしておいた方がいいのねちょっと抑えた方がいいんですよ。 そうすると、ちょっと抑えた需要と少なくなった供給力がバランスして、景気が結構いい感じで循環していくと、これは1970年代後半、79年か、イラン革命、第二次石油ショックの時日本がうまくやってるので、あれもう一回引っ張り出してやればいいだけの話でね、むしろデフレの対応、下手くそなんですよ、20年引っ張っちゃったわけでしょ、デフレになるほうがよっぽど怖いのに、マスコミは本当にピントがずれてると思いますよね、これ実はね。 で世界経済に目を向けるとです、ね、経営危機が続いている中国恒大集団めぐる動きに注目が集まっていましてえ中国の恒大集団はえ今月22日までに23日が猶予期限のアメリカドル建て社債の利払い実行したと中国メディアが報じました、まあ、ひとまず今回のデフォルト債務不履行の危機回避したことになるんですけれども、まあ、ジョンネさん、でもこれで安心はできないともうあの溺れかすて やつがもう溺れながら息継ぎしてる状態でもう次、息できないかもしれないみたいでなんかね今、ねチャイナではねついに不動産の割引販売が始まったみたいでこれは何でこんなことしてるかというと普通にね企業経営者ならわかると思うんですけど不動産開発会社ってものすごい借金して開発するわけですでその借金の利払いもそうだしそれからあとそううい業者への支払いっていうのも定期的に来るわけですよね。その時にに手元キャッシュがななないいわけでですよんかかとう売れら工事 今止まっちゃってるので、完成品がないですから、これまた売れないと、えーえー、なると、どうするかというとですね。もともとチャイナのマンションって、日本に似てて、えー、マンションギャラリーみたいな感じで、まだ何も立ってないところで売っちゃうんですよ。えー、で、そのまだ何も立ってないところで、売るやつの値段が下がってるんですよ。先物が下がってるのは、のりですね。はーはーで、値引き額もね、日本円で言うと、1000万円単位の値引きがね、もうそろそろ出始めてるので。えー、でこれなんでかというと、それで、もう青田売りね、えー、青田売りの、まあ、青田買いね、はい、買う人にとっては、お買いですけど。まあ、それをして、で、手元にキャッシュを持ってこないと、あの、支払いに間に合う。 これがだからどこまで下がっていくのっていう話になると結構ちょっとまずいですよね今まで借りてそたお金も不動産の価値を担保に借りているわけで値下げしていくと今後、不動産価格下がるのかということで担保評価買いですねとこれ、日本のもありましたよね、90年代ね貸し上がしみたいな1億円の担保価値あるかと思ったんですけどすま3000万しかなかったんで7000万貸してもらえますかっていきなり銀行来るわけですけどそういうことになっちゃうのと。それ銀銀行行来なないと今度不良債権問題にるので どこまで広がるか、まだわかんないすですね。はい、はい、ニュース最前線でした。おはよう、お寺ちゃん。時刻六時五十四分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。産経新聞から。 アメリカ国務省23日国連や他の国際機関への台湾の参加拡大に向け台湾の外交部との交換協議オンラインで開催したと発表しましたアメリカ台湾の間に正式な外交関係ありませんがバイデン政権は中国が国際社会から締め出しを図る台湾の国際機関の参加これを後押しする考えです国務省によりますと協議は台湾の国連における有意義な参加 公衆衛生、気候変動、開発援助などへの専門性を生かした貢献、これを支援していくことに議論が集中したということです。まあ、特にアメリカ側は、WHO= 世界保健機関や国連気候変動枠組み条約への参加、これを強く後押しすると強調、協議では多国間協力を通じた地球規模の課題へ取り組む台湾の意思と能力を明示していく。 これを確認したということですね。アメリカの支援に、まあ中国側は当然猛反発すると見られているんですが、アメリカ動きますね。そうですね。はい、まああの台湾はね、あのチャイナにとっては一番の弱点でも。 ありますからねこういう形でついていくっていうのは非常にいいことかなと日本もあの基本的にはこれ応援してますから台湾にぜひ入ってもらいたいなと今回のね武漢肺炎のこのね感染症対策においても台湾はね当初非常に優秀な成績を収めていてなおかつねチャイナに意地悪されてねワクチン入ってこないとかいろいろありましたけど日本が助けましたよねしかもメイドインジャパンのアストラゼネカワクチンを送ってあげたというねもうすごい感謝されてねまいいことだなと思います。まこここれはだから両国の今利利害害がが一一致してるとといいうううでね を作っていいくことが大事ななんんでですよ別に友達じゃ国際関係はねアメリカもだっ友達じゃないんですよアメリカの国益にかなうようなポジションに日本がいるわけですから大いに向こうもこっちから利用しなきゃいけないし向こうもこっちも利用してこっちを利用してお互いにウィンウィンであればこのディール成立するわけですよねそのディールをずっとキープするそういう力が必要なんですよ別に仲良くなって友達になれってことじゃないのでそこをねなんかねまた勘違いしちゃう人が多いので気をつけましょうね。国際あの 政治すごいシビアなんで、台湾だって日本利用してる面すごいありますからね。はい、そうですね。はい。まあ、もう本当、世界はね、国益で、それぞれの国は動いて当然。その最たる例がアメリカですから。ねまあ、そうですよ。アメリカは本当にね、都合よく日本を利用してるっていう点では、まあ、うまいなと。で、日本はだから、逆にアメリカを利用しなきゃいけなくて、で、そういう意味で言うと、戦後ね。うまいこと利用してきましたよ。だって、戦争でも、フルボッコに負けたのに、世界第二位の経済大国までなって。ええ。で、まあ、チャイナに抜かれたと、えまだ第三位でしょで、この第三位のポジションって、実はすごくいいんです。ええ。 あのトップは二番目を叩きますか,か,かはい、そんな感じです。はい、まもなく七時です。七時になりました。 10月25日月曜日7時になりました。

横浜18度埼玉17度千葉19度の予想です昨日よりやや低く日差しも少なく午後風も出てきますどうぞ服装気をつけてください東京地方今日は曇りのち雨降水確率午前10%午後40%夕方6時以降80%明日は雨のち晴れでしょう現在農務注意報が茨城県栃木県に霜注意報が茨城県に出ています 今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんです常年さん改めてよろしくお願い,いします,しします常年さん何かペットってのは ペットはね、僕はちょっと宗教でね、禁止されてるんですよか、昔でもサンショウウオ、サンショ椒魚じゃないごめんなさい、イモリ、イモリと金魚を飼ってた時きありましたけどね、そうです昔ね、もうでも、イモリも亡くなってしまいまして、ずいぶん前に、それ以来、何も飼ってないですからね、イモリっていうのは、ペットショップで買ってきたんですか、そうそうそう、そうそう、そうそう、ちょっと毒あるんですよ、あれね。触る時一応手袋して えー、そういういものをねね今回です、ね、スポニチの記事なんですが体長1メートルのトカゲ民家から逃げるという民家にいたんですね岡山市で飼育されていたトカゲ2匹が逃げ出す騒ぎがありました岡山中央署によると逃げたのが体長1メートルほどのアルゼンチンテグーと呼ばれるトカゲの一種と15センチほどの太顎,ヒトえ太顎ヒゲトカゲですね。 この太顎ヒゲトカゲは昨日午後飼い主の自宅近くの空き地で見つかりました1 5ンチほどの方ですねで飼い主は岡山市中区のアパートに暮らす女性で室内で2匹を放し飼いにしていたといいますでこのアルゼンチンテグ1メーターの方ですね体長がこれはまだ逃げていて静岡県の動物園伊豆の白輪園長は発見したらまず通報噛まれるると縫う必要があるほどの傷を 5月にはアミ,アミメニシキヘビ最近ではエミューなどですね飼育されている生き物が逃走したというニュース今年、まあ、多いような印象を受けるということなんですけども。 これ話がニュースでやってるからじゃないですか。そういうことですか。昔はもっといっぱい逃げてる時には誰も話題にしなかったみたいな。でタマガがだって逃げた動物がいっぱいもう入っちゃって大変じゃないですか。ピラニアいるとか言ってますかね。魚でね。魚がね。あとほらもう飼えなくなっちゃってこう逃がしちゃったとかね。アマゾンガって言われてるんですもんね。アマゾンね。ピラルクがいるって言われますからね。ピラルク黄金の魚。ピラルクはいそうなんですけどこのまあアルゼンチンテグですか。一メーター噛まれると。 縫うほどのけが我ってことは結構力強いということそうですねあともうすぐ寒くなるので変温動物ですからトカゲは外では生きらんないと思うんでどっか暖かいところに行くんじゃないかなと白輪園長は前ね確か網目ニシキヘビが天井裏にいるかもしれないってって見事に当てた人ですよね確かねそうあのそういうことなんであんまり寒いところにはいられないはずですよ変温動物で体温が調節できないはずなのでどっか暖かいところにいるのかなと思いますが はい、これ私はそのヘビとかトカゲとか飼ったことないんですけどもやっぱり可愛いもんなんですかね蛇かヘビとかトカゲはあんまりご飯食べないんですよ<え>あの確か1週間に1回ぐらいしか食べないような気がしたあ昔あのマイアミの,あのエバグレーズっていうねあの公園ありますけどあのワニがあの歩いてるんですよあの普通にあの駐車場とかでうわ食われるとか思ったんですけど係に「大丈夫ですよ1週間に1回ぐらいしか食べませんから」とか言って。 でもその一週間に一回に当たっちゃったんですけどどうするのって思ったんですけどなんかでもなかなか当たらないらしいんでなんかやっぱあの体温をキープしなくていいんであんま食べないでもいいらしいんですよ人間はほら食べないと体温キープしないねあれですけどまあ寺島さんはねあの大丈夫でしょなんでですかいや鱗ないですよえ違うんですか蛇ヘビ人間みたいなじゃないですよただ以前あのヘビを飼ってるという方に聞いたら可愛いって言うんですよある程度ですよなんか冷やちょっと慣れる <laughs> ところがあるらしいんですよ。<laughs> どうなんですかね。家の害虫食べてくれるみたいなあ。あと続いて産経新聞です、岐阜県警高山署、昨日高山市の北穂高岳で、えー、今月11日、石の下敷きとなり見つかった男性の遺体の身元が内閣府大臣官房審議官の坂田元宏さん53歳と判明したと発表しました。 坂田さん内閣府の総務課長を務め政府主催の桜を見る会に関する野党追及本部会合で推薦者名簿を加工して国会に提出した経緯などを説明した人です。 で高山署によると坂田さんは登山が趣味で9月18日から2泊3日の予定で長野県側から入山したとみられますで遺体は山頂から西へおよそ3 0 0ル離れた場所で発見され死因は多発外傷、えー、死亡日と推定されている9月19日ごろ高山市で震度4の揺れを観測する地震があり、えー、周辺の北アルプスで落石などで身動きが取れなくなり救助される人が 相次いでいました。高山ま高田さんが滑落したか落石に巻き込まれたと見ていますが、地震と関連があるかは不明だということです。え地震と関連があるのは不明ということですね。まあ、これ自然相手ので、ね、はい、スポーツする人は気をつけないといけないです、ね。私もはあまあ山じゃないですけど、海海行くんで、はい、やっぱり安全はね気をつけないとね。えー、まあ安全装備完璧にして、はい、ねあのリスクをね、えー、ちゃんとあの見ながらやらない。 そうですね。また地震は突然来るんでね、リスクって言われる困るしね。まあできれば一人で行かないでね。ですよね。海ででも地震だったら津波来るんでね。あそうだ。津波は乗ってもいいですけど、死にますからね。ぐちゃってそのまま陸にぐちゃってなって、高さがね。もこけたらその瞬間巻かれて死ぬみたいな感じなんで、まあすぐ逃げた方がいいでしょうね。どっかに船を置いて脱出で山割るみたいな高いところに逃げるというのが一番でしょうね。はい。今朝もあなたの周りの情報 を教えてください。メールは、テラ・アット・マーク・ joqr。net。ツイッターは、ハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやき、お待ちしています。時刻、7時7分です。文化放送、おはようテラちゃん。今朝も9時までお送りしていきます。 時刻7時13分になるところです今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんですニュースピックアップ次はこちら日経新聞小売サービス時短解除東京都や大阪府で今日から飲食店の時短制限解除され百貨店ホテルなど小売サービス業界の多くが通常営業に戻ります 東武タウン空町は東京スカイツリー併設の東京空町の飲食店でおよそ600日ぶりに通常営業となります。 ホテル椿山荘東京で婚礼や宴会での酒類の提供再開です。まあ今日から小売りサービス業界の多くが通常営業に戻ります。まあこれで経済の再開が一段と進むというのを期待されているわけなんですがね。ああそうなんですけど、百パ、えーセントはすぐ戻ってこないんじゃないですかね。ね割とね、なんかちょっとあの、はい、シニアの方が慎重ですね。はーはービビってますね。えー、あのまたあの第五波みたいな。六波ね。あ、第六、はい、はい、そうです。あの第五波の再来第五波。ああそうか 第5波の記憶でちょっとビビっててシニアの代表のサンデーモーニングでも昨日、田中修正さんが私は全体の自粛と個人の自粛があると思うんですけど個人としては自粛を続けたいと思いますと言ってたんでそういうと多いのですぐには100%戻ってこないですけど大体、周りを見ながら平気そうじゃねってなれば戻るでしょうと問題はあと1回ぐらいあるかもしれないですね、確かに第6波は。 ちょっと外国と日本の状況が違う。 ぽくてやっぱ桁が1個下ですよね日本は常にまあ今一番多いのイギリスでね4万とも5万とも1日感染者ですよね出てますけどだってそれがすでに日本の第5波の一桁上じゃないですかそうですね人口少ないですよ日本よりイギリス半分ぐらいでしょ半分ぐらいなのに日本の10倍ぐらいでしょだから実質20倍なんですよで第5波以上のものが出てて死亡者が1日180人とか出てますよねでこれでもだいぶ減ったと前は1800人死んでましたみたいな世界でしょはい なんかちょっとねそういう意味で言うと日本はさざ波というね、はい、さざ波って言うとなんかすごい怒る人がいるらしいんであえて言いますけど、ええ、さざ波さざ波さざ波三回も言っちゃう、ええ、こんなんでだから自粛とかなんとかとかやったら本当わらわらですよ世界から、ええ、高橋雄一先生のおっしゃる通りかなと思いますよね、ええ、はい、ええ、で日銀なんですけれども外出自粛などで消費が抑えられたことでもえことでもたらされました強制貯蓄えこれがですね2020年の1年間で20兆円 に上ると試算しています日経新聞によると巣ごもりから外出へ流れが変わればリベンジ消費に期待は高まるようなのですが経営者まだ慎重な姿勢崩していないということですまあ、例えば高島屋はですね感染収束が見通せず今期末まで主営業収益の大幅増は見込めないと社長が語っています まあ第6波を懸念して消費の回復鈍く経営者もまだ慎重これが現状の,ようです、ね、あのおそらくですけど、はい、あの岸田さんがですね、はい、余計な増税を言っちゃったんで、はい、あの金融所得課税とか内部留保課税とか、はい、ああいうの言わない方がいいんですよ。えー であのこの辺はね、ちょっと実は野党の主張、正しくて、はい、次元的でもいいから消費税をじゃあ、下げるから、はいえー、例えば5%ーセン5%、をもう2年間だけ下げるんで、ね、もうどうぞ今のうちに使ってくださいと、はい、やれば、はい、まあこの20兆、簡単に出ていくと思うんですけど、はい、まあ、これから増税来るんだったら、このまま貯めとくかになりますよね、本当、はい、えー、下手くそだなと。 思うんですよ。あの岸マジでこれあの消費税減税しちゃえばあのもう多分もう10年ぐらいやれたと思いますよ。総理大臣うんだから、なんでそこをね。あの突破しないのかって僕も本当思うんですけど、まあでも少なくとも。まあ増税はしないということなので、もう俺の目の黒いうちは増税させねえぐらいのありとあらゆる増税だめだとか言って言えばいいんですけど、なんかそのなんかね。ちょっと財務省の影が見え隠れするので、そこをちょっとやらないと。この20兆出てこないですよ。あの。 これはもう分かりきった話なんですけどななんんででやらないんでしょうねあと今よりもさらにその経済を動かすためにはです、ね、ワクチンの,その接種証明とか陰性証明を活用していくという、まあ、この指摘もあるんですがこれはどううなんでしょう、ね、私はいいと思いますよ、はいえー、だって禁煙の店とかあるでしょタバコ吸う人入れないじゃないですか、はい、ワクチン打ってない人が入れない店あってもしょうがないですよねはあ、はあ、逆にそういう人が入れる店やったらいいんじゃないですかこれ営業の自由だと思うんで、はい、厳しいようですけど。えーはい、あとそのあの大して理由 もな 5G にてにながるとかーーひでえのありましたけど <laughs> いやすでにあの、はい、私たちが大人になるまでの間に子供の頃から20種類以上ワクチン打ってるんですよそうで,す、ね、でしょ、はい、でさらに言うとあの何十年も使ってみないと分かんないみたいなこと言ってる人いるんですけど、はい、そのロジック言ったら、うん、もうだって今打ってるワクチン何十年も打ってるけど最初に打ち始めた時ってまだ1年目ですからね、はい、からそのロジックも非常におかしいんですよ。えー、若者ででそういういいこと言ってるやつがいるがんでよく考えろって思う ですけど、だからそういうね、なんかこう出回りの SNS のネタとかにね騙されてね、あんまり反ワクチンとかに引っ張られない方がいいかなと思います。まあでも日本はね、なんか11月末には80%ぐらいいくらしいので、欧米に比べてこういうのは弱いですね。反ワクチンの力はね、非常にこれは良かったなと思いますけどね。10月22日時点で2回接種国民で68.6ですからね。はい、もうすぐ70超えると思うんで、11月末にはね政府の試算ではね80%ぐらいいくと言われていると。 いうこといぜひ皆さん、まだ打ってない人、ね、もう結構予約もできるみたいなんで、はい、あので、まだ打ってない人、どんどん打続いてこちら、産経新聞。 天然ガス高騰ヨーロッパ危機ヨーロッパ経済を直撃する天然ガスの価格の高騰を受けてヨーロッパからは主な輸入元であるロシアが供給量を絞っていることが一因だとして批判の声が上がっています一方でロシアプーチン大統領はこれを真っ向から否定していますヨーロッパ市場の天然ガスの価格は去年半ばの10倍以上のこの水準に達する状況でヨーロッパメディアはですねロシアの意図 意図的な供給抑制を疑うとともにロシアへの天然ガス依存を強めてきた EU= ヨーロッパ連合の政策に問題があると指摘しています。 まあヨーロッパで天然ガスの価格が高騰していますけれどもいやこれはかなり困ってるようですね。だって2030年に石炭火力廃止したりとか、はいえー、2050年には完全カーボンニュートラル達成するんでしょ、はい、そしたらもう天然ガスなんかその時点から使わなくなるわけじゃないですか、えー、これひあの比較的 CO2 を出しにくいっていうだけで,で比較だけですから,、ね、ら CO2 出るでしょ、はいはい、だからそのもうタクも使わないんですよねと2050年にはじゃあもういらないですよねっていうことで供給絞ってるんですよと、えー、いうか。はい 投資が集まらないんですよ。天然ガスとか石油に。昔ねこうやってねあの天然ガスとか原油の値段が上がり始めるとあのエネルギー関係の投資が増えて増産始まるんですけど、えー、増産したってだって何年できるよって話でそんなもんダメだよって感じでまあこの後話題出ますけど、えー、だったらエコに投資ってことで ESG 投資とかにみんな金集まってんですけど全然そこからエネルギー出てこないんですよね。これやばいですねイースター島が滅んだかのように人類はこれでアホな投資で滅んでしまうのではないかとちょっと怖いんですけどあのまあやるとしたらだから現実 原子力ぐらいいしか今残ってなですよね消去法で原子力ってことでイギリスは原発の新設を決めイギリスは間違いないフランスはフランスは原発の新設を決めましたで日本はねそういう意味で言うと近所の原発から電力を輸入するわけにもいかないですから自前でやんなきゃいけないんで動いてない原発いっぱいあるしこういうの使うしかないかなとは思うんですけれどもロシアがこれ言ってることは理にかなってるというかだっておタクらもうあとねえっと3 30年もしないあと28年でもう全部打ち止めでしょと、はい、2050年とか言ったら、えー、だって25年じゃあのガス田開発しても採算取れないから、はいうん、このままやってくださいって <laughs> 言われますよ当たり前でしょそんなの、えー、ねえはい。はい で日経新聞なんですが天然ガスのこの需給逼迫が原油高の高騰に拍車をかけるとゴールドマン・サックス9月のリポートで天然ガスの価格これが高騰すると電力向けに原油が最大で日量135万バレル近く上振れする可能性があると指摘しているということです。天然ガスののの需給逼迫が原油高の高騰に拍車をかける まあいずれにしてもこれ上がるでしょうねこれだからリーマンショックが終わったあのにすごい商品高っていうのリーマンショックの前だ直前だごめんなさいものすごい商品高上がって1バレル140ドルとかぐらいまで行きましたよねはいその時商品ファンド買っててもうこれさすがに打ち止めだなと思ってね結構ピークで売れたんで俺よく覚えてるんですけどでこれ下手すると1バレル200ドルとかいうのを覚悟しなきゃいけないかもしれませんねだってカーーボンニュトラルやりり続ける限 絶対にあれですよエネルギー関係の投資なんか増えないですから今のパイを奪い合うって感じなんで値段どんどん上がっていきますよだから本当にそのグリーンニューデリー結構だけど原油に頼らないエネルギー源を早く見つけてくださいって感じなんですけど見つかってもいねえのに50年やめるってことだけ決まってるわけでしょ大丈夫かともう原発徹底的にやりましょうみたいな話だったらいいんですけどじゃないですよねやばいなと思いますよ普通考えしてで現にその風力発電がうまくいかないとか全然うまくいかないんですよ お天ント様出ないとだめだし出れば作りすぎちゃうし貯めとけないしって話でしょ、蓄電池のもまもいろいろ実験レベルではあるけれども実用化のレベルには全部達してないですから日本からもイギリス出てるんですけどね出てるんですけど実用化にはまだ程遠いですからそういうのに投資しようってねやればいいんですけど財務省がケチでお金は貸すけどあげませんみたいなそういう感じですから日本の財務省は予算は積むんだけど全部貸すお金なんですよ投資しろって何倍にもなるからと思うんですけど本当ね、センスないんですよ。 まあだからあの公務員試験でそういう投資とか、別にできる人選ばれないでしょ、はい、なやっぱダメなんですよね続いてはこちら、日経新聞、中国政府調達、外資差別を是正、TPP にみ改革アピール。 中国政府が政府調達で外資企業が受ける差別的措置の是正に乗り出しました入札条件などの公平性を高め外資企業を事実上締め出す購入候補リストなどを修正します TPP 環太平洋経済連携協定加盟への交渉入りを睨み対外解放を示す狙いがあるようです で中国の政府調達法これはえ地方政府や国有企業に対して原則として中国で生産した製品やサービスこれを購入するよう規定しています。まあ、これまで日本企業からは中国で製品を作り価格も中国企業と同じ水準で入札に応じたのに競り負ける例があるまあ、こういう不満が上がっていました。え中国財政局は今月中旬えせ地方政府向けにですね差別的待遇 の是正に関する通達を出していますでこの通達には中国国内で生産した製品なら供給業者が中国資本でも外国資本でも政府調達に公平に参加できる権利これを保障しなければならないと明記しました、まあ、具体的にはですね政府調達の入札条件などを公表する際に企業の株主構成や投資家の所在国に条件をつけて、えー、この供給業者を制限してはならない としたんですねえ入札に応じた企業は地方政府に対し入札や取引の結果への不満を訴えることもできますえ財政省は訴えの対応においても国内外の企業でえ対応に差をつけることを禁じましたまあ、ただ例外規定も設けられていてえこの実効性には疑念が残るということも言われているんですがこの中国の動きジョンネさんどうご覧になりますかあのですねはい オーストラリアが武漢肺炎の起源を解明するために国際調査団を武漢に送れと言ったらチャイナは何をしたか留学生にもオーストラリアに行くことはお勧めしないとか石炭買わねえとかワインに突然関税かけるとかやってた国がですよこんなもんやって意味あるんですか <laughs> まあだから政府の方針も政府よりも上に存在している共産党によっていくらでも曲げられる、まあ、そんな、えー、チャイナ共産党がですね、ええ、TPP に入るぞ、入るぞってまあアメリカを牽制してくさびを打ちたいわけでしょ、ええね、TPP では経済におけるチャイナ包囲網ですからね、はい、だからそれに対してまあこういうことをやってるとただ、あの本当に TPP に入れるぐらいに国内改革してしまうと何が起こるかというと、ええはい、一党独裁が終わってしまうんですね。 そういう意味ではベトナム一党独裁でやってますけど TPP 入ったんでこれ改革に向けていろいろやらないといけないのでいずれベトナムは一党独裁が終わるかもしれないそんなふうに私は思ってますけどチャイナがそこまでベトナムのような思い切った改革できるかというとまあ、それはなかなか難しいんですかだって恒大の処理だって今こんなもめてますからね続いてはこちら日経新聞。 ESG 債国債の主役狙う。旧来型は発行コスト増 ESG 環境社会企業統治この波がが国際市場に広がっていいるという記事ですイギリスでは今年度発行の国債の1割が環境関連に資金使途をこの使い道ですねこれを限った環境債となりドイツでは環境債で利回り曲線イールドカーブを描く試みが進むと社会問題に資金を投じる債権を含む ESG 国債が主役になって国債の歴史の転換点となる 可能性を秘めるということですでこの ESG めぐってドイツ政府によるツインボンド双子の国債といわれるこの仕組みがです、ね、今、注目を集めています5月には満期が2050年8月15日でクーポンのない環境債を発行発行済みの一般の国債と条件を揃えるためツインと呼ばれていて環境債の特色が見えやすくなっています。 利回りは環境債の方が零点零二パーセント低く、そして環境債の方が定理で資金を借りられたわけと、市場取引でも環境債の方が人気、利回りが低い、グリーニヤム、グリーンとプレミアムを足したこの造語なんですが、グリーニヤムが生じています。去年九月に出した環境債では発行当時零点零一パーセントだったグリーニヤム足元で零点零六パーセントまで拡大しました。 さらにドイツ政府は2年5年10年30年とこの年限の異なる環境債を継続的に出し各債券の利回りをつなぐイールドカーブを作ろうとしていると一般の国債と同様にイールドカーブを参考にでき投資家にとっては利便性が上がるとしていますヨーロッパのこの企業や金融機関などが環境債を発行するときの金利の基準となり社債などの発行も後押しするということなんですが まあこの ESG 祭、環境、社会、企業統治、あと国債の主役をこれが狙うということなんですが、常連さん、これ、どうでしょういややっぱこれ、すげえビジネスチャンスですね、<ー>だからみんな頑張ってんですね、はい、いやこれ実はね。ええ この,の ESG 債で集めたお金って結局補助金としてばらまかれるわけじゃないですか。はい、でしょ、ええ、でばらまかれた先の企業っていうのは、ええ、まあそれを使って環境投資なるものを進めるわけですよね。ええ、まあでももちろんその資金調達は補助金だけじゃないんですよ、はい、自分でも債券発行したりとかしてるじゃないですか、はい、そうするとね何が起こるかというとここで社債って話出てたでしょ出ましたでしょこういう環境企業が社債を発行したりするわけですす、はい、そうするとその実際にはですよ。 すごい定理の ESG 債で補助金受けてるにもかかわらず、はい、そういう環境ベンチャー企業ってちょっと金利の高い債券出すのね、はい、そうすると結構リスク少ないでしょ、はい、そうするとこの金,金利の高い環境あの企業の、はい、まあベンチャー債券みたいなものを結構束ねて一つの金融商品するとすげえ儲かりそうじゃないですか。はい、ですよね、はい、俺持ってるんですよ。 前に買ったんです税金で環境の補助金取られてばっかでむかつくなって思ってその補助金取り返す方法ないかなと思った時に教えてもらったんですよ某外資系の金融機関の人が。ああなるほどこれすごいなとそうだ俺もエコの一員になろうと思って環境のベンチャー企業頑張ってくださいでも投資家にもメリットがあるんですよみたいなそういうのを実は持ってます。あるんでですねこれがだから市場的に国も種類別 国債みたいな感じで ESG さえ出すと金利が安いということになればますますそのまあ環境ベンチャー企業補助金で安泰ですよねそうするとまあこれもうすぐだからプレミアム下がってきちゃうかもしれないですけどまあでもあのやっぱりそこのえ差分があるのでまあそのベンチャー企業ですからやっぱりねあのいわゆるこうジャンクボンドレベルですから B プラスとかのね格付けになるようなやつは出まくるんでまあそれをだから拾ってくるえそういうですねまあちょっと仕組み債みたいなものをやるといいんですけど日本で買えるかなって感じですけどね。い これね、絶対金儲けでやってるということを言いたかったんですよ。俺<ー>そういうことなんですね。えー、そんないいことだけじゃないです。これなんでこんなみんなイエスイエスイ言ってるかというと、えー、ね、いい人じゃないんですよ。<ー>金儲けでやってるんです。みんな。あーあー そうういことですだからこんんんななみ熱心やってですよだからこれ乗るか乗らないかっていう話なんで今ねこれをね日本の人結構正しいか正しくないで議論しようとしているでしょ正しくないんだよこんなもの分かってんだよそんなの分かってんだけど儲かるからみんなやっちゃってるんですよずるいでしょそのずるいやっぱ戦いの中で我々だから日本が勝てるのか負けるのかと正論ばっか言ったら勝てないですよでしょ戦国武将のように俺たちやんなきゃいけないということでですねぜひ皆さん儲けてください。時時刻 31分です。 時刻七時三十一分ですさてここで JA 新潟からおいしい新潟さんのおけさ書き一箱プレゼント当選したお二人発表です柿男さん新宿の方新宿にお住まいの方当たりました続いて、えー、当選者大田区のミックスジュースさん当たりましたおめでとうございます今朝のコメンテーターは経済評論家常年司さんです、えー、秋の観光シーズンに入った中国で新型コロナウイルスの 感染が拡大していいるというニュースもあります旅行客が多く訪れる観光地などで相次ぎ感染者を確認、23日までの1週間に130人以上に上りました10月前半は中国全土全体で8人にとどまっていたといいます。 24日に記者会見した国家衛生健康委員会の幹部は北京を含む全国の11の省直轄市自治区に広がっているとしてさらに広がるリスクは依然大きいと警告していますゼロコロナ政策を続ける中国ですけれども感染再び拡大来年は 北京オリンピックすねもともとチャイナのワクチンは効きが微妙だというふうにも言われてますよね、それから PCR 検査をやって見つけたら全域ロックダウンするという、ですねそれこそ「モーニングショー」の玉川徹さんが言ってたようなむちゃくちゃな感染拡大防止策をやって、経済を死ぬほど犠牲にして、ですね国民生活も犠牲にして、人権ない国ですからやりまくったんですが、結局それでも抑えられないということですよね、だからやっぱゼロコロナ方針でうまくいかないんですよ。人数もね 中国全土で8人とかどうせ嘘ですよ、こんなというわでね、うそ<え>、えー、決まってんじゃないですか、8人って数字が怪しいですよね、そもそもね、そんなふうに思いますけどね。読売新聞、香港紙明簿電子版によると、香港で24日に行われた香港マラソンで、少なくとも奏者2人が衣服に、えー、香港頑張がんばれ、がいがーカ、く、え、わ、ー、える油と書くんですが、香港がんばれのプリントがあったことを理由に、警察に止められ、気が 支えるようう求められたということいこですえ香港頑張れ中国香港両政府への抗議運動で盛んに叫ばれた言葉で警察この言葉が書かれた衣服で走る行為が大会主催者が禁じた政治的な手法えこの政治的な主張の宣伝に当たると判断したとみられるということ。 中国の取りなんかこういう生活の隅々にまで介入してくるっていうのが権威主義国家なんですよね。彼らはなんでこんなことしてくるかというと逆にそれはもろさなんですだからこれで香港頑張れってやられちゃうと崩れていくわけですよ。なんでこんなも抑えきれねえのか大したことねえなって感じでみんなが助長してですね収まりつかなくなるので最初の1個をこうやってこう抑えていくと。日本本ななんんかかだって別にに政府批判ねもう当 ひどい形でやってる人いっぱいいますけど、政府倒れないじゃないですか。チャイナはやられちゃうと倒れちゃうんですよ。だから。香港じゃあよっていうらしいですね。これね。じゃあよって言うんです。じゃあよって、かゆって書いてじゃあよって。はい、だ、まあ、それだけ脆いということの裏返しなので。あの、チャイナはだから、まあ、あの、まあ、そうやってこう権力をね、維持するには非常にこうコストがかかる。状態になってると。民主主義やった方がいいんじゃないって思いますけどね。はい。ここまでのコメンテーター、経済評論家、常年司さんでした。常年さん、ありがとうござい。ま

寺島直政です、えー、今日からですね、えー、飲食店に要請していた営業時間の短縮解除ということですよね、えー、いつものようにこの外に出ますとですねほぼ頭上に、えー、少し右の部分からかけ始めた、まあ、アーモンドにいってしまえば近いような形になってきた、えー、月がですね、えー ありました、まあ、つい先日満月でお伝えしたかと思うんですけどもやっぱりあっという間にこの月日ってのは流れるもんだななんて思ってね、えー、まあそんな感じで今日お天気なんですけれどもまあ、月見えたというものの今日の関東地方南部朝から雲が多いでしょう北部朝晴れるところもありますが次第に雲が広がってくる見込みですそして夜各地で雨が降り出すでしょう外出の際雨が降ってなくても帰りがの夜になるという方傘を持ちになってください 日中の気温、上がっても20度くらい、今は浜松町12度ちょうどですね、この20度、きのうと同じくらいですけれども、日ざしが少なく、午後、風も出てきます、どうぞ服装にお気をつけになってください。東京地方今日は曇りのち1時雨といいう予報農務注意報が茨城県県栃木県に出ています さて昨日から今朝にかけてのニュースですが、岸田総理がです陣、ね、頭指揮を執る初の国政選挙となった参議院静岡山口両選挙区の補欠選挙、与野党1勝1敗の痛み分けとなりましたえ衆議院選挙の前哨戦とも位置づけられていただけにですね一丸で臨んだ与党には一末の不安を残す結果となった、まあ、産経新聞には出てますね。でこの2つのののつ補選のうち保守王国の山口選挙 選挙区に関しては当選,か当選したです、ね、北村恒雄氏自民の元職です、ね、の元経済産業政務官の北村恒雄氏66歳が当選を果たして、まあ、当初から優勢と伝えられていましたしかし静岡選挙区がですね序盤から自民新人で元御殿場市長の若林洋平氏と無所属新人で元県議の山崎慎之助氏この2 二人が激しく争る展開となりました。まあ結果、この山口選挙区の補欠選挙は、えー、自民党の前の議員の公明党が推薦した北村恒雄氏が三回目の当選を果たしました。で、この静岡選挙区こちらの補欠選挙はですね、無所属の元県議で立憲民主党と国民民主党が推薦した山崎真之助氏が自民党などの候補を抑えて初めての。 当選を果たしたしと、まあ、これで一勝一敗というふうに言われてるわけなんですね。でこの選挙の結果なんですけども、えー、これ一勝一敗。 形式的には一生いっぱいですけれども与党はですね、えー、党一丸でもちろん望んでまして岸田総理も2度ほど静岡に入ったでよくあの新政権誕生直後というのはご衆議相場なんて言われてね、えー、このいい環境なんていうふうに有利に働くと言われているんですけれども、まあ、それが活かせなかったじゃあこれをどう分析していくのかというのが、まあ、今後の注目点に、えー、そして31日、衆議院選挙いよいよ投開票ですものね。はいこの辺りが 注目です。さて今朝このご時代おはよう寺ちゃんはですねフランスと結んでいます諸実家ウララさんですウララさんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、フランスとは今はあ時差は7時間まだサマータイムギリギリ、えー、ということはあ夜の10時ですね。そうですね。はい。はい、このサマータイムってのはいつまでなんですか。あの来週の土曜日。 ということは10月31日、まで午前3時には<ー>あの時間が変わるんです。そうなんですかこれって、まあ、日本は全くもってそういう、ね、サマータイムだ云々ってというのはないです、まあ、そういうのも導入したらどうかなんていう声はたまに上がりますけど。 これフランスにあのうららさんお住まいになって何かあのあれちょっとこう生活リズムが変わるわねなんて思うことありますか いやもうすごい大変ですよね、特に子供とかそのリズムが1時間変わるっていうのはなんかものすごい変化だったんで、ええ、あのでその切り替わりの時はもうなんはすごい緊張して運動させて早く寝させたりとか、ええ、あの気をつけけてましたけど何かね、たかが1時間と思うかもしれないけれども生活のリズムという観点からするとかなり違うってことなんですね。そうですね、ええ、はい まあ確かにだってねいつもだったらあの七時に起きるっていうのもまた時間変わるわけですもんね。まあそうですね。えー、まあ冬は一時間あの。 遅く,ね、遅くなる感じだからまあいいんですけど夏とか1時間早くなるのはもうなんかすごい大変で、えー、<laughs> 逆にだからサマータイムに切り替わる時が大変なんですね。そうなんですとなるとサマータイムからまあ,あのそうじゃない方に変わるのはちょっと得した気分というかあと1時間余裕があるっていう、ね、そんな感覚なんですね。はい で今、で10月31日とうららさんもお,っしあのおっしゃいましたけれどもじその翌日10月31日ハロウィンですよね。はい、えー、そうですこれフランスはどうですか盛り上がるんですか いや一応子供のお祭りとして今最近は盛り上がるようになってきました。はい、あ最近はということは、はい、あの私も日本でねずっとあの暮らしてますけど私の小さい頃はハロウィンのハの字もなかったわけですよ。<laughs> えだからなんで急にあのカボチャのお化けみたいなが出てきたんだろうみたいなね、えー、感じなんですけど <laughs> フランスはそこまででもないんですかやっぱり同じような感覚。 同じじような感じだって息子がなんか小さい頃の 10, 10年ぐらい前の話だとアメリカから帰ってきた人と一緒に、はい、あのお菓子をもらいにちょっと回ったんですよね。はい そし、そしたら、もう、全然フランスにそんな、もう、釣りは全然知らなくて。あの、なんか、どうもてなしていいのかわかんなくて、なんか、アペリティフとかに、あの、家の中に呼ばれて。アペリティフとかいただいたこととかあって。あら、なんか、ちょっと、お料理いただいちゃったわけですか <laughs>。なんか、すごいことになっちゃって。<laughs> あ、そうですか。ね、だって、ほら、あのー、以前はね、えっ、ー、と、日本人留学生が、まあ、その、ハロウィンの時に、入って。 ったら暴漢かと思ってあの射殺されたなんてこともありましたもんね。やっぱりそうなんだトリックはトリートなんて言ってる場合じゃないなんていう時もあったけど <laughs> まあでも今フランスはそういう意味では小さい子のねそうですね<透>今小さい子は結構回ってくるんでお菓子をやっぱり用意してたりとかしますけど。ということはやはり仮装も盛り上がるんですね。うん、仮装もしてパーティーとか、ねえー、コロナ前はパーティーとか毎年ありましたし。はい 今年はどうですか？仮想、うん、はやっぱり下火ですか？今年はだから<え>あの小さい集まりはあるけど、多分大きい集まりはないんじゃないですかね？<あ>個人的な集まりはしてもしあとは二十日から二十一日にかけて暴風がフラ,フランスというかヨーロッパあったんですね。 すすごかったですよね<ー>なんか昔はそんなになかったのに、えー、最近、本当に暴風が多くて、えー、そこら中洪水になってたりとかすするんですよね,んですね今回もポー,ポーランドで4人が死亡したなんていう結構の被害を受けているようですが、はい、フランスはそういう意味ではあの比較的やっぱり停電とかしたんですかでも いや無関い,いや結構停電うち<え>のところはよく停電してますあ,あそうですかはいあ,あそうなんですねはい、はい、やっぱりこう気候が変わってきてる感はありますよねはいそうですね、えー、浦原さんこの後もお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールはテラアットマーク j o q r ドットネットツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてくださいたくさんのメールつぶやきお待ちしています。 お寄せいただいたメールの中から、抽選でお二人に、JA 全農。新潟から美味しい新潟産のおけさがき一箱をプレゼントします。種がなくて、柔らかな肉質と、とろけるような甘さが特徴のおけさがき。ぜひ召し上がってみてください。当選者は七時三十五分頃です。時刻五時九分です。文化放送おはよう、てらちゃん、今朝も九時までお送りしていきます。 時刻5時15分になるところですおはよう寺ちゃん今朝このご時台はフランスと結んでいますフランス在住著実家うららさんですうららさん改めてよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますでは長官トップ5いきます10月25日月曜日今日の長官各市から気になる見出し5つ紹介していきます読売新聞参院補選自民一勝一敗 岸田内閣発足後初の国政選挙となった参議院静岡山口両選挙区の補欠選挙が昨日を投開票されました静岡補選は立憲民主国民民主両党が推薦した無所属山崎新之助氏が初当選を決めました山口の補選は自民,自民党の前参議院議員北村恒雄氏が当選を果たしています毎日新聞 5都府県今日時短解除東京埼玉千葉神奈川の首都圏四都圏と大阪府今日以降新型コロナ対策で飲食店に出していた営業時間の短縮酒類提供制限の要請解除しますまあ、これにより飲食店に対する制限全国的にほぼ解消されることになります東京や大阪の飲食店の通常営業の再開はおよそ11ヶ月ぶりとなります 産経新聞アメリカ台湾の国連参加を支援アメリカ国務省はおととい国連や他の国際機関への台湾の参加拡大に向けて台湾外交部との交換協議オンラインで開催したと発表しました。 アメリカと台湾の間に正式な外交関係ありませんがバイデン政権は中国が国際社会から締め出しを図る台湾の国際機関の参加後押しする考えです。日経新聞製造業内定者3年ぶり増 日経新聞が昨日まとめた2022年度の採用状況調査で主要企業の大卒採用の内定者数は21年春入社数と比べて2.2%減で前回調査のこの11.4%減から改善し製造業では3年ぶりのプラスとなりました日刊スポーツ松山、日本で5年ぶり凱旋優勝 アメリカ男子ゴルフツアー日本開催大会のゾゾチャンピオンシップ最終ラウンド昨日千葉県で行われ松山秀樹選手が2位に5打差の圧勝でアメリカツアー通算7勝目を挙げました通算15アンダーにスコアを伸ばして優勝していますはい5つのニュースお伝えしましたフランスのうららさんはい,はい今私がお伝えした中で何か気になるニュースありましたか やっぱりあのコロナの時短短縮があの解除されたってやつですね、えーはいまあ、もうでもフランスでは解除はされてますものねそうですね、フランスではあのレストランとかも営業ちゃんとしてますすしね、えーはいはい、そうです、ね、また後ののほど新型コロナウイルスに関してはあのお伺いしますけどもあと、フランスではあのなんかインフレ手当て,っていうのが出るんですかこれ あそうなんですよ、ええ、なんか今、フランスでは、もうガス代とガソリン代がすごい値上がりしてまして、はいはい、もうなんかもう、今までこんな満タンにして、こんなに払ったことないぐらいのなんか値段とか、払わされてて、それでね、またあの黄色いベスト運動がまた活発化すると困るんで、やっぱりこの2000ユーロ以下の給料の人に、1回だけ100ユーロがもらえることになりました。 えー、どのくらい二十六万円ぐらいですか。そうですねそんな感じです、ね。えー、そのくらいで、はい百、はい、ユーロということは一万三千円ぐらい。一万三千ぐらいですね。いすはいはいはいこれがインフレ手当で一回給付されると。う給付される。<ー>でもなんか<え>あのこのぐらいじゃガソリン代の一回半ぐらいにしかならないとかってすごい文句が出たんですけど、えー、あの。 まあ全部出してくれるわけではなくて、はい、あの安い時と現在の差額をあの一番影響がこお、ね、大きい低所得者に給付するって話なので、はいあの、マクロン大統領もね、その後にあの政府のやっていることは正当だっていう声明も。はい なんか出してましたけどね、えー。となるとこれ今後その燃料価格などがずっと高いまんまだったら二回目三回目ってこともあり得るんですかね。いや,いや一応なんか四月までには、ね、あの四月までにはその値段も下がるっていう話になって一、はい、回だけえー、そうなんですね。はい、まあただ一回出ても、はい、うん本当はもうちょっと欲しいけどまあでも出してくれるんだったらっていう気持ちですよね。 そうですよね、1万3000円でもね、ありがたいっていう人は多いでしょうからね。ですねも、いや、本当に突然高くなったんですよ、もうなんかコロナの時すごい安くて、それは突然、ごっって、ちょっと私もびっくりしました、原油が高くなったり、あと LNG ですか、液化天然ガスね。 まあこれも急激に今上がってるって言いますもん特にヨーロッパの方はねそうなんですはね。あとはですね、はい、ポーランドが EU 法に反して司法の独立を侵害していると問題視されているというこういう記事もあるんですがこれはやはりフランスでもニュースになってますか、はい いやニュースではやってますけど難しいですよね、ええ、ポーランドも、ね、自分の好きなようにやりたいけど。はい、でも、はい ね、でも EU っていうのはなんか、ええ、例えばアメリカとか中国とかその大きい国に対抗するために、はい、あの小さいヨーロッパの国々が集まってやっていきましょうってやつだからやっぱり団結とかしなくちゃいけないところでど、ええ、人だけ和を崩してもらったら困るっていうのもあるんで、はい、難しいところですよね。ええ、これポーランドが今 手元のニュースによると、その例えば司法、あのまあ、法律を司さるところですよね、ここ、はい、あとはメディアへその介入しようというような動きを見せてるわけですね。えあなんか、ちょっとそこまで分からないですけど、かなんか,か、加盟国の国内法よりも、はい、の EU の司法制度を優先しなくちゃいけないところを、<え>国内の方の、 優先しようということなんですね。 ですからあのねヨーロッパ連合の基本理念とすると司法の独立っていうねものがあったりだとかあと人権保護するための法の支配だとか報道の自由だとかあと生命や自由を脅かされる危険に直面する難民の保護とかこういうのが EU の基本理念として27か国ですかねこれやりましょうというふうに言ってるただまあどうもあの今手元の資料による。とそのの司法の独立にこう触れるようなポーランド との、まあ、動きがあるからだからその EU の決まりなのにそれ優先しないで自国の方で行くのっていうところが問題になってるわけです、ね、そうそうまあこれでも今オーラーラさんおっしゃったみたいに、まあ、みんなで決めたことなんだからっていうのがあるしでも一方ではいやだって自分あのねポーランドはポーランドの,その事情があるんだから。 これやらせてくれたっていいじゃないっていう気持ちもね,ね立場としては分からないでもないですからね。なないでもないででもす、はいえー 日本からしてみれば別にその EU とかに入ってるわけじゃないから自国のものは自国でやってるわけですけどえまあ一方ではその海外の取り決めというのはこれは結構ね優先されるべきものもあるなんていう理解もありますがとなるとこれ今後、うららさんこのポーランドの政府の介入しつつあるみたいなことっていうのは結構問題になっていくんですかね。 いやだって離,だ離脱するとか,、はい、なんかそういう話にもなってるんで、自発、まあ、しないと思いますけど、えー、あのだからなんか、なんかい一応、いざこざがあるっていう感じになってます EU の首脳会議でも、ですねベルギーの首相が、守られるべきレッドラインが破られ、受け入れられない、まあ、こういうふうにまあ攻撃してるみたいで、一方のポーランドの首相は、脅迫には屈しないと。 ってますね。脅迫というか最初決めたんじゃなかったでしたっけっていう EU からしてみればそういう立場ですものね。確かにね。あとはうららさんフランスでは今どんなニュースがメインですかどんなニュース 欧州でコロナのまた新しく拡大してきてるって話とか結構出てきてますけどねフランスも今拡大してきてるんですよね。 あの4万人とも5万人とも1日のこの陽性者感染者が出てきてなんていうねことが言ってでその,おまああの医療関係チームの方からはいやこれ、由々しき問題だからちょっと手当てしましょうよって言ってますけどもジョンソン首相はいやいやあのまだ重症者の人がそんなに多くないしえまあ病院もさほどこの切迫しているわけじゃないからっていうようなところで突き進もうとしているようですけれどもまたこの辺り あのフランスの細かいお話など新型コロナウイルスに関しては後ほどうららさんお話聞かせてください。はい、はい。ではよろしくお願いいたします。後ほど、はい、はい。時刻5時25分です。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバラテラ文化放送おはようテラチューン。 時刻5時34分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はフランスと結んでいます。フランス在住著述家、うららさんです。うららさん、改めてよろしくお願いいたします。 はいいよろししくお願いします浦原さんニュースでもお伝えしたんですがフランス産の新酒ワインボージョレ・ヌーボーが、えー、日本関西空港に到着し解禁が来月18日の午前0時という、まあ、こういうニュースが毎年この時期になると日本ではニュースとして流れるんですけどフランスでは今、はい、ワインのニュースなんていうのはありますワインののニュースは今年なんかあの 例夏というか、春にすごい霜が降りまして、たくさんのワインが、ワインというか、ブドウが、はい、あの凍って、だめになっちゃったんですよね、はい、そこのニュースはもういっぱい流れてましたね。とだから、ボージョレ・ヌーボーでお,、ねはい、お届けできてるだけでも、なんか素晴らしいあそうなんですね。となると、うん、あのボージョレ・ヌーボーがなんていうのは、やっぱり日本だけですかね、こうやってニュース流れるの、今の時期は。 いやままだあのあこちらの方はまだなんで、はい、その11月になればそのニュース出てそうですね11月18日ですもんね、はい、でも、はい、結構早く届くもんなんですねこれね日本が一番先に飲めるんですよね <laughs> そうですねフランスよりも先にねこれフランスではなんか反応はいかがですか <laughs> 日本が一番早く飲めるなんていうのは。 ないんだ,だから何なんだみたいな感じですか <laughs> <laughs> まあそう言われりゃそうですもんねううえー、えー、新しいでもこの新しいこのワインっていうのはやはりこのフランスでも飲もうっていう気持ちにはなる方多いんですかまあ新酒ですよね一応ねスーパーとか、えー、あの一応売ってますけど、えー あ,のあんまりおいしくないんではーはーそこまで人気はないですね。とにかくフレッシュっていうところが売りなんですね。はい、そうで,すですね、はいえー。まあでもワインっていうとね、はい、何年ものとか言ってやっぱり熟成したものもおいしいですものね。やっぱり2年以上寝かせたのじゃないとやっぱワインの味がしなくて、はい、あの新しいねボージョン・ヌーブはもうその 2年後にどんな味になるのかっていうのを知るためのちょっとワインみたいな感じのところがあるので。はいえー、あここまで美味しくはないんですよ、ね。そうなんですね。えー、はい。でもその年その年でね、何かこのワインも当たり年みたいのがあって、ね、そういうありますあります。ますす日光とかね、その気温とかそういう状況で変わってきますからす、ねえー。今年のフランス産のワインっていうのは何かこう当たり年なのか、それとも、えー、普通通りとか。 えー、いやだから、その春にすごい寒くなったんで霜、はい、が降りて,、えー、降りて今年はまず量も少ないですしにあの寒すごい夏も寒かったんで、えー、いや、あじっとかはちょっと。 そう、わからないです、ね。そうなんですね。まあ、あの一説によると、それだけ鍛えられたね、葡萄だから。美味しいんじゃないかみたいなのも考えられるんですけどね。あまあ、でも、こればっかりは飲んでみないとわからないですね。飲んでみないと。わからそうですね。はい。さあ、それではですね。えー、まずは、ああ、うららさんにお伺いしたいのが。ウェブメディアジャパンインデプスというところで、ええー、うららさんがあの書かれていた。フランスで使い捨てプラスチック廃止加速。こちら。 についいててお話し聞かせてください、まあ、日本では去年レジ袋有料化なんていうのがありまして、まあ、でも一方で最近見直し論も話題になってるんですが環境意識、まあ、特にフランスは高いと言われてますが、まあ、そのフランス先行っててですね2040年には使い捨てプラスチックを廃止するというゴールがうららさん設定されてるんだそうですね。 はい、そうですね。えー、あの、始まりっていうのは、あの、オランダ、オランド政権の時に、はい、あの、プラスチック容器の使用を禁止っていう項目を含むエネルギー転換法っていうのを設定されまして、えー、あの、2016年にフランスは他の国に先駆けて、えー、使い捨てのレジ袋の使用を禁止して有料,有料化するみたいな、なんか思い切った政策を行ったのが、始まりなんですよ。はい、あの、と言いますのも、えー 使い捨てプラスチックの,あの廃止っていうのはいろんな側面があるんですね<っ>あの。もちろん環境保護にも関係してくるんですが、はい、あの化石燃料の輸入依存を減らすということも重要な項目で、はい、そのためになるべく使い捨てのプラスチック製品を使わないようにして<っ>さらにあの使用したプラスチックを マテリアルとしてリサイクルしていくという方針が捉えてましてその後に2019年に今度はあの EU が使い捨てプラスチック製品の流通を禁止するという法案を作りまして、えー、でそれを受けてフランスも 2020年に循環経済法っていう法律を作って2040年には使い捨てプラスチックを市場に投入するのを禁止するっていう長期的なゴールを今お話聞くとやはり2016年ということはそのフランスがまず動いてそしてその後 EU が動いたと。 っいうか、ね、その、その流れになります。そうですね。はい、で、さらに、フランスが循環経済法という、この法律を作ってということなんですね。はい。<あ>はい、常にそうすると、このプラスチック関係では、先んじてますね、フランスはね。 いやそれまでは、ええ、あのどっちかというとリサイクルもあんまりなんか他の EU に比べてもされてなくてあ遅れ気味だったんですけどこの2016年で、ええ、あのちょっともう転倒切ってちょっとリーダー的存在感を示したみたいな感じで、ええはあ、今も。その リーダーダとししてての存在感を、はい、示し続けています。そして浦原さん今2040年2040年のこのゴールを達成するための動きっていうのはやはり始まってるわけですかはいもうあの毎年目標を定めてまして、えー、あの2020年からは使い捨てのプラスチック製の、はい、カップとグラスとお皿が禁止になって。去年から、はい。あの あので2020年からはストローとナイフとフォークが禁止で、ええ、今年だ、はい、今年、ええ、はいで来年の2022年1月からは、ええ、あの野菜果物の放送や新聞雑誌広告の放送などが禁止になる予定となってまして、ええ、さらに。 2023年からはあの店内飲食用にあの再使用できるカップとかグラスとかナイフとかホォークとかスプーンの使用の義務付けも予定ははなるほど。あの店内飲食用にはもう義務付けなんだねカップグラス再使用できるものなんですね。で,すねはい、でも今2022年来年の1月から野菜だとかあと新聞雑誌、まあこれあの想像するにこの例えばビニールをかけるとかそういうことなんでしょうね。 そうですねビニールがこうかかってるのを、ねえー、あの無駄にかけないようにしましょうっていうのが<ー>趣旨ですね。えー、と今は例えば日本の場合ですと新聞なら新聞、うん、雨の日だとビニールかかってるんですけど、まあ、これもだからなるべく避けようと。 ということはでも雨濡れちゃうなっていうね。まあだから全部は全部じゃないんですね。切あのでもフランスってそんなに新聞配達で新聞配ってるっていうのもすごい少なくて、あのみんなあのスーパーとかで買う人の方が多かったりとかするんですけだからあできることだと。そうなんですね。あとはその野菜でこの包装ってかねあの透明なレタスなんかさいたる日本だと例だと思うんですけども、あのビニールなんか包まれてますよね。ああいうの。 からなるべくやめよううとということの動きなんですねフランスは今例えばレタスのような葉物っていうのは何かに包まれてるんですかそのプラスチック系で。いやレタスで、まあ、いっぱいあるんですけど<え>レタスは包まれてますけど、はい、あの普通の,やあのサラダサラダなどはとかはあの包まれてないあそうなんですね 今、はい、あのうら原さんの話聞きながらつい先日土曜日もですね私、スーパー行って、はい、その野菜のところをこう眺めながら葉物が高かったんですよ、特にレタスがねこれまで長雨だったりだとか日照不足だったり、はい、ようやく特価98円とか128円がレタス出てきてでも、全部、まあ、ほぼほほぼぼですねほぼ全部やはりそのプラスチックの,そのビニール透明なやつで包まれてますもんね。 あえー、でもあれがなくなるとこれどうなるんだろうみたいなね特売なんて時は段ボールでこう何にも包まれてないレタスとかキャベツ売ってる、うん、キャベツはあんまり包まれてない時もありますけどもそれをだからなるべくやめていこうという,動き、うん、そうでもでも私も思うんですけど、えー、あ,のああいう袋に包まれてることで食品が長持ちするっていう効果のある袋もあるらしいんですよ,、はい、そうですよね。 あとなんかアボカドとか中にガスかなんか入っててそれで熟成するみたいな感じのプラスチックの入ってるとかあるんですけどあれとかかどううすするのなそでねちゃんと目的として包まれてるものとかねこれはだからまあ原則というのがつくのかどうなのかねそのあたりは今後注目のところでもありますよね。今 ウララさんがおっしゃったみたいなこのプラ製品削減っていうのを進めるのは EU の中でもフランスは厳しい方ですか。いやまあ<え>あの EU で設定されている目標も。 ある程度まあ罰則はないんですけど、はい、あるので、ええ、あの他の国でもそれなりの活動は行われてると思いますが、ええ、でもほら、やっぱりそのイニシアティブを取らなくちゃいけない、ーリーダーにならなくちゃいけないっていうんで、ガ、ええーンとやってるところはありますよね、確かに、ねええ、浦原さんの先ほどのお話、2020年、21年、22年、23年と、毎年これ,これはやめてきましょう、やめてきましょう、義務付けましょう、ある、国内の反応ってどうですか。 国内では、どっちかっていうと、ええ、あのお店がこの中心的にやってる対応してるって感じなので消費者としてはなんか、ええ、自分で意識していない間に変わってるみたいな感覚ありますよ、ね、ああそうなんですねららさんはこのフランスの使い捨てプラスチック廃止の動きはこれはどうご覧になってますか。やっぱりあの フラ,ランス、なんか異様に日本では、ええ、あの、フランスが環境問題に熱心だみたいな話って結構、そればっかり出てくるんですけど、ええ、あの、実際のところ、フランスで重視していることっていうのは、ええ、まあ、国民は分かってないとこあるとは思いますが、ええ、あの、政府的には、 やっぱりこのエネルギーを輸入に頼らないで自給していくってことだと思うんですよね。あの化石燃料の輸入依存の削減ってやつで、えー、あので、もちろんそれは CO2 削減にもつながっていくんですが、えー、あの、フランスもほら今今年ガシャ ガソリン代が高騰していますけれども、はい、それも全部輸入に頼っているからで、ええあの、あとさらにコロナで輸入が途絶えたときに、はいあの、問題が起こったのを今回経験しまして、ええ、あの現在は薬,に薬品など必要品は、あのまあ、フランス国内だけじゃなくても、最低でも EU 内にあの、使用製品の工場を建設するみたいな動きにもなってきてますし、はいあの エネルギーや必要品を国内で自給自足できる体制を作るっていうことは、やっぱりね、やっぱこの今回のコロナ危機やガソリン代の高騰などを受けても、本当に重要なことだと実感してるっていうのが、やっぱり政府的にはあるんじゃないかなって思いま、ね、そうなんですね。そうか、エネルギーなんですよね。なるべく輸入しないようにするにはどうしたらいいのかっていうところを。 あの考えててるってことなんですね電気代については例えばフランスは、はい、あの他の国に比べるとあまり高騰してないんですよ。はい、でやっぱりそれは原発があって自国で作ってるからっていうのがあるんですよね,はーはー、えー、ねそうなんですねそうか、うん、電気はまあまあ、ね、原発があるから大丈夫だけどそれ以外のものでってところなんですね。 はいえー、はい。あとはうららさんにぜひお聞きしたいのが、日本今のレジ袋有料化になってるんですけども。先ほどもお伝えしたように、いや、これちょっとなっていうような、あの話もまた出つつあるんですね。この日本のレジ袋有料化、これうららさんはどうご覧になってますか。いや、なんか、なんか日本って、なんか掃除も多くの人がちゃんとされて、ねえー、いらっしゃいますし。えー、あのリサイクルも頑張ってやってる方もすごい。 多いですし、ええ、あの戦略は確かに他の国とは違うかもしれませんがあのリサイクル率など見ても実は日本は世界ででもトップクラスなんですよね、はい、あのそれなのになんかまるで日本は何にも環境に対して関心示してないとか,なんかゴミ出し続けてるみたいな,<ー>なんか言い草で、ええ、だからデジ袋を有料化進めてるんだみたいな感じに。 なんか見えるんなか違うなって気がしてしょうがないですよね、ええ、なんかただねヨーロッパがやってることを形だけ真似してるだけみたいになんか見えるんですけどはいいやそれはもう実際にねフランスにお住まいのうららさんからしてみればそういうふうに映ってもっていう気はしますね。 え、だだって、えー、あの基本的になんかフランスがデジ袋を有料化した背景っていうのは、えー、あのなんかゴミをなんかその辺に捨てるフランス人が本当に多いんですよ。えー、なんかそれで毎年約170億枚のビニール袋が なんか使用されてるし、<ー>約80億枚が自然界に捨てられてたっていう話なんで、はーはーあの、なんか、しかもなんか当時、日本はプラスチックって言ったら、84から90%ぐらい、すでにちゃんと処理されてたんですが、えーえー、その当時、フランスは遅れてまして71、71%ぐらいだったんですよ。えー、だから、なんか国民の意識を高めることも必要だったって状態もあって、えーはい、あの、なんか、ゴミ袋ね、有料化とかして、だんだんね、そう,んねそういう意識をね、高めていってた。 ですけど、えーいや、いやなんかね、えー、でもなんか資源を無駄に使う必要もないんで、えー、あのエコバッグを併用して使うレジ,、はい、ジ,ジ袋を削減していくっていうのはいいと思うんですけれども。えー あのな,んかなんかその理由がなんか日本ではもうすごいみんな気を使ってるのに、はい、あの多くのごみ出さないと環境のためとかって今更なんか言われてもなんか納得かいかないなみたいな感じがするのでプラスチックをやっぱり使わないこととか、はい、マテリアルとして再利用して、えー、やっぱり化石燃料で使わ,使われる製品に依存しないようにして,っていう犬自体を削減していくっていうような。 なんかそういう目標の方が説得力としてはな いや、村山さん貴重なご意見ありがとうございます。<laughs> はい、えー、さあそれではここからはですね、あのヨーロッパで新たな変異株の脅威、フランスの新型コロナ最新事情、こちらもぜひ聞かせてください。えー、現在フランスの新型コロナウイルスの感染状況ですが、10月22日の時点で新規感染者6366人、新たな死亡者29人となっていて、まあ、先月に比べると減少していますが、直近の数字。 見ると、やや増加しています。まあ、先週出演していただいた、あの、イギリスの谷本さんですね。ね谷本真由美さん。およそ5万人のイギリスでは、新規感染者が出ています。えー、まあ、これ、うららさん、まあ、イギリスとフランスでも、ずいぶん違いますね。そうですね。ねなんか。ね、フランスの専門家が言うには、はい、あの、イギリスは変異種にはあまり効果がないと言われている。 アストロゼネカ製のワクチンを打っている人がほとんどですし、規制緩和しても、ね、してほとんどの人がマスクしていない状態で。 イギリスのモデルを絶対真似しちゃいけないモデルとかって言ってましたけどね。ああフランスが、ええ、フランス側の見解としてはですけどね。ええええええ、ほら見たことかみたいな感じですか。<laughs> <え> <laughs> なんか全然ダメみたいな感じあそうなんですね。えーえー、まあ昔からイギリスとフランスは結構競ってる感じがありますからね。<laughs> えー、でそのフランスではですね人が集まるさまざまな場所で新型コロナウイルスのワクチン接種あと検査での陰性証明するえ健康パスの提 提示が義務付けられてますけれども、えー、適用期間が最近ウラルさん延長されたそうですね。そうですね。なんか何かあった時にまた強化できるように、衛生、えーはい、パスを適用できる期間をあの2022年の7月31日まで延長しました。ああ、はい、はい、えー、これはどうですか？賛否ってあるんですか？えー、なんか一票ねその票差でね差で、えー、可決されたってことで、えー、まあでも本当 本当にそこまで延長する必要あるのかっていう点で確かに疑問だったと思うんですけど、<ー>ねまあでも一応衛生パス自体に関しては反対している方はもうもちろんいると思いますけど、はい、まあそんなにいなくて、えー、普段そこまで日常使うものでもないので、えー、あの受け入れてる方の方が圧倒的多いのはそうなんですね。ねはい、でこの新型コロナについてヨーロッパ全体で見ると感染者数増加傾向で WHO が新型コロナウイルス 対策が解除され冬にかけて人が屋内に集まっていることを背景にヨーロッパ諸国で感染者が増加していて今後も感染が拡大する恐れがあると警鐘を鳴らしていますで、イギリスワクチン接種がま早かったんですよねだからその効果が薄れてきてるんではないかという声もあるんですけども浦田、うん、さん浦らさんこのあたりはどうですか いやーなんか感染自体はワクチン接種していてもするので、現在もなんかフランスも現あの感染者はまた増加し始めてるんですよ。はいえー、でも、ね、一応、フランスのパステール研究所によりますと、この冬は、なんか以前のような劇的な入院の増加はないだろうって言ってまして。はいえー まあね、あのワクチンの効果が時間とともにうせることは指摘されているので、ええ、3回目の接種はもちろん必要だとは言ってますけれども、はい、と3回目の接種あのブースターなんて言ってますけどフランスでもそうすると高齢者あたりからスタートは65歳以上の人や<歳>あの基礎疾患を持った人とか介護施設の、ねはい、人たちは。ええ あのもう9月から始まってまして今、ワクチン接種センターに来る人の割合が50%が3回目接種の人とかっていうところもあるみたいで、えー、あますね、えーまあ、そんな中、ですね変異種に関するニュースも入ってましてイギリスでデルタ株から派生した AY42 と呼ばれる系統が拡大傾向だとあ<の>まあ実はデルタ株っておよそ50の派生型に分かれてて WHO などは 現在、ウイルスの性質に大きな違いはないとしてるんですけれども日本では AY29 という派生型が主流で9割以上イギリスはこの AY4 という派生型が中心なんですがそこから新たに派生した AY42 この感染者の割合が増えつつあるとフランスもこういう報道っいうのはななされてますかあなんかんちょっと前にされててそうですかあのなんか フランスはもちろん,ん,ん AY42 の感染者が出てるってとか日本でも出てるとかってあるんですけどでもなんか フランスではワクチンを受けている人はもうそこまで影響を受けることはないだろうとはしていまイギリスの専門家によるとこの AY42 新規感染者が5万人1日になんていうイギリスですけども、これが、うん、主な要因ではないとは言うんですけれども、うん、AY42 の感染力はデルタ型よりも10%程度高い可能性があるなんて言われるとちょっと心配は心配ですね。 確かにね。ね<え>もうでもいっぱい変異種が出てくるんで、もうなんか心配してても心配しきれないっていうか。デルタ株でも50の発生がってもう手に負えませんよね。<laughs> ええー。ねえ。まあ、こういう情報は必要ですけれども、まあ、50も出ちゃうとなって感じがしますね。うん、<laughs> はい、えー。今朝、おはようテラちゃん、5時代はフランスと結びました、えー、著実家、うららさんにお話を聞きました。うららさん、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週は野村国丸さん、お休み行くということで、月火水曜日は私、大田秀明と西川綾野アナウンサーのコンビでお届けしております。さて、えー、深読みジャパン、月曜日のコメンテーターは、ジャーナリストの大谷昭弘さんです。改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、えー、今日取り上げるのは、まずこのニュースから。 岸田政権発足後初の国政選挙となった参議院静岡選挙区と山口選挙区の補欠選挙は昨日投,投票が行われ静岡選挙区では立憲民主党と国民民主党が推薦した無所属の新人が公明党の推薦する自民党の新人を破り初当選しました一方山口選挙区では比例代表から転出した自民党の前職が3回目の当選を果たしました 今回の選挙は31日投票の衆議院選挙の前哨戦と位置づけられ政府の新型コロナウイルス対策や経済政策への評価が主な争点となりましたこのうち静岡選挙区では無所属の新人で立憲民主党と国民民主党が推薦する元県議会議員の山崎慎之介さん40歳が 自民党の新人で公明党が推薦する元御殿場市長の若林洋平さん、49歳らを破りました。立憲民主党と国民民主党の共闘がうまくいった形です。山口選挙区と合わせ、2勝して弾みをつける戦略だった岸田総理大臣にとって痛手となり、影響は避けられません。一方、山口選挙区では比例代表から転出した自民党の前職で、 公明党が推薦する元経済産業政務官の北村恒夫さん66歳が共産党の新人で元県議会議員の河井清さん61歳らを下しましたはいえっ、ー、と昨日投開票がありました参議院議員の補欠選挙静岡選挙区と山口選挙区、えー、これが一勝一敗与野党を分けたという形になりました もともとこの自民党の議員が辞職した、それも特にあのスキャンダル等ではなく、不祥事等ではなく、くら替えだったりする中で、えー、その辞職したことに伴うその補欠選挙だったんで、最初の想定では自民党がこれ、二議席とも取るだろうというような下馬評もあっての選挙戦突入ということだったんですが、えー、結果としては一勝一敗になったと。これはあのー、大谷さん 想定されてましたかかどうですかねこれはもう自民党にとっては大分手で,でして、ですねあの新聞によっては、ですね今、太田さんおっしゃったように、一勝一敗という書き方、読売もですねあの毎日もしてるんですが、はい、やっぱり一番正確なあの見出しで言えば、朝日新聞の参議院補選、静岡で自民敗北、うん、山口では自民勝利という見出しがです、ね、一番適切だと思うんですね。はい これも自民党にとってはいっぱいどころかですね73かそれどころか91ぐらいのですね痛い負け方ですよね、うん、今おっしゃってたように本来は自民党の議席ですからとって当たり前しかもこれ岸田政権にとっては最初のですね、はい、国政選挙になるわけで総理はあの7日と21日にですね 静岡に入入りしててるるわけでですよね、はい、そうですねね回応援っん私これからあの今日午後静岡に行くんですけどずっとあの、えー、静岡の番組持ってますんで、うん、あの状況ずっとこう割とウォッチしてたんですが、はい、最初は楽勝モードだったんですが途中からですねこれ危ないぞって話になって結果的にはですね横一線ぐらいまで来てまして、えー、で最終的には昨日、まあ、あのかなりもつれて。 頭角が打たれたのは23時過ぎ11時過ぎぐらいですけども、はい、これはもう総理が2回入ってですねしかも今回あの野党共闘は成立してないんですね、うん、国民立憲が山崎さんを押されてですね共産党は独自候補を出してるわけですね、えー、ですからあの全国かなりのところでですねあの野党共闘は成立してんですが、うん、この初っ端の国政選挙に関して言うと 共産は候補を引っっ込めなかったそういう中でですから逆に言えば若林さん有利なはずなんですがそういう中でかなりやっぱり差がついて自民党が落としたということはいろんな意味で31日の国政選挙衆議院選挙にですね影響が大きいということになってくるわけでさあこれで自民党あの一時ですね大丈夫過半数取るよという,ような話も出たんですね衆議院選挙だか ここへ来てかなり危機感を持つんじゃないか単独過半数どころじゃないぞとですからこれが一気にドドドドドドと自民党敗北単独過半数どころじゃないよという形になるのかこの結果を見てですね陣営が相当引き締めてですね巻き返しに転じるのかまさに24日から31日までのこの1週間の最終戦がですねこの静岡でどういう影響を与えてくるか。まあ 選挙戦が始まる前は、自民党サイドでも楽勝ムードが漂っていた、途中で横、はいえー、一線、ひょっとしたら危ないかもしれないよという雰囲気になってきた、はい、そして最終的には敗北してしまった、この一連の流れを、はい、その静岡でテレビ番組をお持ちになっているその大谷弘さんがご覧になって、この変化というのは、理由、要因としてはどんなものが挙げられそうですか。 あの衆議院選挙とです、ね、今回の,この参議院法選で最大違うのはです、ね、やっぱりあの静岡という事情をです、ね、自民党はどのくらい考えていたのかということだと思うんですね。うん、あの山崎さんが強く訴えていたその後ろにはです、ね、やっぱり川勝知事がいるわけですよ。はいはい、で川勝知事は先日の知事選で,です、ね、あの自民党の,あの国土交通 関係の議員からですね転じたこうボロ足線ですね足をどころかですね小天ン,ンにやっつけてるわけですね、はい、でその川勝さんが今回山崎さんの後ろに立ってですね私はし静岡県民党のですね党首だと、はい、それから山崎さんは静岡県民党のですね幹事長だというふうにおっしゃってですね、はい、まさにあの知事選の勢いをそのまんまですね <got> 山崎さんに乗せたと。 いうような形でですねただ単に自民対野党という構図じゃなかったというところですね、うん、簡単に言えば自民対過活動だったというところもですねはははちょっとあの見誤ったんじゃないかなと思うんですね。うん あのまあ、自民党にとっては大打撃と、先ほど大谷さんおっしゃいましたし、メディアの論調もそうなんですけれども、はい、今のお話聞いて、の川勝平太さんという、非常にあの地元の人たちに今のところ、厚い支持を受けている、はい、県知事さんがいて、それがあの原発問題とか、あるいは、はい、もしくはリ,リ,ニア、ね、リニアの問題とかで、はいえー、自民党と対立するスタンスを取っている、そういう人が。 バックについているからこその今回の勝利であって、えー、特殊事情だというふうに捉えるという見方は部分もあると思うそこをです、ねええ、自民党はもちろんあの自民対野党という衆議院総局選挙と同じ構図とです、ね、もう一味違うところが静岡の場合には加わるんだというところをです、ねうん、どのくらいこう重きを置いてみてられたのか。だからそこは あまりにも軽視したがためにですね最初楽観論だったと思うんですねでも静岡の県民の方々ってのは直接ですね自分たちの生活に響くリニアでありですね大井川の水をどうするんだという問題がリニアがかかってくるわけですね、はい、それから浜岡原発に関してはですねやっぱり川勝さんは稼働させないとおっしゃってるわけですねでそこは自民党がスルーしてですねリニアと原発をですねスルーして国政選挙のですねいわゆる 岸田さんがおっしゃっているのは新しい資本主義だというようなことを言われてもですね静岡県民からすれば直近のリニアどうすんだよ原発どうすんだよということになってくるわけですからいやだったら核活動線を継承している山崎さんに投票しようじゃないかという流れになってきたというふうに見えるべきだと思うんでですすねねやっっぱこここれれはからです、ね、あの岸田さんが自民党としててのあと1週間戦ってくれてですね。 あのすごく大きいところでここの軌道修正ができるかどうかがですね自民党の票がどこまで伸びるかに私はかかってきているような気がするんですが。今、国民が望んでいることはですね岸田さんは10月に選挙今月初めに総理総裁になられただけであって岸田政権の運営なんて誰も知らないわけですよで閣僚の地下なんて誰も知らないんですよね。 で今、何を望んでいるかといったら安倍・菅政権の8年間をあれだけ森友欠だとかあるいは桜を見る会だとか国民からすれば嘘と疑問とごまかしばっかりだったじゃないかと、うん、そのことを岸田さん断ち切れるんですかということを問いかけているわけですよね。ええええ、にもかかわらず新しい資本主義だとかから成長とですね 分配の好循環だとか、うん、そう言われてるとですね。これ曖昧としててです、ね。確かに大事なことだと思うんですね。うんうん、成長と分配っていうのは我々にとるだけのお金がですね。みんなに平等に入っているかって大事な問題です。はい、それから、経済の好循環っていうのもですね。大変大事な問題です。でだけど、じゃあ静岡の選挙でそれ言って皆さんがそちらの側に投票するんですか？っていうとそうじゃないと思うんですね。うん 例えば原発の問題についてはですねずっと福島の問題がありながらですね再稼働させてきたじゃないかもろもろですね森友賭計の問題に関して言えばですね曖昧なまなまを逃げ切ったじゃないかと、はい、で、官僚は皆さんやる気がなくなってですね今あの官僚を希望する学生ったらは激減してるじゃないかと、うん、この国をやっていくためにこれだけ優秀な学生がもういいと。 入ったところで政権にこき使われてやりたくないことに手を染められるばっかりだと言って逃げてしまっているとそういうことを岸田さんどう断ち切ってくれるんですか、うん、そこを立て直した後のですね自民党政権じゃないんですかということを問いかけているわけですからこれからの戦略としてやっぱり岸田さんはそこを打ち出せるかどうかだと思うんですね。うん いきなりですねアベノミクスがどうだったとか、はい、あるいはですね経済の好循環だとかいうことっていうのは難しいと思うんです、うん、だけど例えばですね学術会議の6人の学者さん優秀な学者さんをですね学術会議から追い出したと、うん、あれは政治のやることではなかったと私から見ても大変な間違いだったと言って岸田さんがですねあの件に関しては一切なかったことにしますと。 いうことはですね。うん、そんなに手間暇かけないでもできることだと思うんですね。なるほど。原発行政をまた元へ戻すっていうのは大変難しいことかもしれません。はいは、原発廃炉に持ってくって難しいことかもしれない。あるいは。お金持ちの方々の金融資産に関して課税します。ということもなかなか。これはシステムとして変えていくには相当のエネルギーと言いますか？うん、力を要すると思うんですね。はい、だけど。 学術会議の6人の社会学者の皆さんに関しては政権としてはやるべきではないことをやってしまった簡単には思想調査をしてしまったと、うん、これは良くないということはできるはずなんです、うん、でそういうことをやっていけばあこれはやっぱり過去のあの政権のやってきたことをもろもろ文書は改ざんするさまざまなことは隠蔽していく、うん、あれとは違う自民党政権になるんだなと。 とといううことを国民が抱くと思うんですね、はい、ですから経済の好循環というんであれば、うん、過去の自民党政権の悪循環を断ち切ると言った上でのですね好循環に持っていけばですね国民の有権者の思考もですね変わってくると思うんですが。うん あの今回の静岡の件っていうのはそのことを私は突きつけたような気がするんです、ね、まあ言っても大打撃とはいえあと1週間あるわけですから分かりやすいところで手をつけやすいところでいや 岸田になったらこういうふうに自民党変わってきますよっていうアピールをうまくできればこの打撃は抑えられるでしょうし一方でその野党側は野党共闘ができていないところでも勝てたとで勢いに乗ってくるかもしれないけれどもそれが油断につながるのかどうかまあこれからあと1週間まだまだ油断を許さない選挙戦にはなっていくと思います。ははいいじゃあ続ててのニューススこちらです新型コロナウイルス対策として埼玉千葉 東京、神奈川、大阪のそれぞれの都府県が飲食店に要請していた営業時間短縮はきょう解除されました沖縄県は来月1日に解除する予定で全国的に酒類提供の制限などがほぼなくなり経済活動再開への大きな節目となる一方第6波にどう備えるかが課題です東京で要請が解除されるのは 新型コロナ対策の認証を受けた店で認証を受けていない店には酒類の提供を午後9時までにするよう協力を求めます1つのテーブルに座る人数の制限は原則4人を維持しますがワクチン接種済みの記録を提示すれば5人以上も認めます大阪はすべての店舗で酒類の提供制限を解除しますが 1> 1テーブルは原則4人以下でで時間程度ままとすするよう呼びかけますこのほか神奈川も同じく1組4人以下とするよう求め埼玉と千葉は感染防止ガイドラインなどの遵守を要請しますきょう実質的には時短解除と時短短縮が解除ということになってさまざ、あ、まな状況はついているようなんですけれどもお大きくその経済 その動きにかじを切ったということになりますけれどもかといって一斉に、わー、やったこれでもうどんどん外へ出ていくという感じにはなかなかなっていないというような状況の中で大谷さん、これから気をつけるべきところはどんなところですかね先ほどあの太田さんのお話にあったようにですねやっぱりあのロシアとかイギリス、アメリカの状況がです、ね、あるいはシンガポールの状況がです、ね、あの日本に来ないという保証はないわけですね。うん あの一番肝心なところはあの日本がなんでここまで数字を減らせられたのかということの,、はい、あの要因が分かってないわけですね、うん、あの分かってて減らしたんであればです、ね、いやイギリスがどんなにあの感染しようとロシアがどんだけ感染しようと我々はこういう方法で減らしたんだから大丈夫だよということが言えるわけですけども、うん、なんで減らしたかというそのツールが分からないまま減ってしまってるわけですから。はい 今度来た時にどのツールを使ってですね戦うのかというとどの武器が有効だったか分からないまんま非常にいい調子になったわけですよね。ですから、そこをですねあのどう考えていくのかという問題があるわけですね。で今、ご紹介があったようにですね大阪もですねあの全面解除なんですね大阪はもうあの細かいことは言いだずに一気に解除しましょうと、はい。 いうことでまあ大阪の番組でもずいぶんやらせていただいてるんですけどこれはあの各飲食店にとるとですね何の規制もかかってないっていうのは11ヶ月ぶりなんですね、うん、ですから11か月間ですねお客さんにあの時短のお金で持ちこたえながらですねお客さんに我慢してもらいあるいは従業員の方にですね一時休んでいただいてですねこの間のの間飲食店のご苦労ってのは 大変なものがあったと思うんですね、えーうん、でそのことがあってですね今この数字に来てるんだという思いがあるわけですからなんとかですねその協力に報いるようにこれから先ですねこの状況が続くように持っていかなきゃいけないと思うんですけどもただ例えばその大阪でですねあの認証店がなるべく入ってくださいというふうに府も言ってるわけですね。えー、でじゃあだけど 認証を取ってるお店と取ってないお店でですね取ってるお店にどれだけのインセンティブがあるんですかっていうとですね、うん、何回もあの番組で大阪府の方に質問してるんですけどあんまり具体的にないわけですよね認証店の場合はあの大人数で入ってきていただいても結構です、うん、その代わり4人ずつのテーブルにしてくださいね、はい、という言い方なんですね。うん、で 逆にじゃあどうなっちゃうんですかと非認証店は大勢で来られたらその段階でお断りするとうん、うん、あ皆さん8人でお見えですからあのちょっと駄目ですと<ー>厳密に見ていくとそれしか差がないんですよ。でこれお客さんのほうでグループ分けますから <laughs> あのこ,こいつら急に知らない人になりましたみたいなことを言えばね。 ババラバラに来ててさっきの人信頼してる人でしるでたと、えー、なんかあの集団で来たみたいに見られたけど「あれ赤の他人ですわ」って言われたらですね、えー、何にもなくなっちゃうわけですよね、うん、ですからやっぱりそこはですね皆さんご苦労してあの認証店のですね認可を取ってらっしゃるわけですからやっぱり頑張ってるお店とですねやっぱり今まで通りで、ね、やっていこうというお店とはですね春別してその中で有料なお店に我慢していただいて。 で有料店になっているところにですね少しでも潤っていただくと、はいうにしていってですねなんとかこの状況をですねあお店の側も府民も協力するとうん、うん、これはあの大阪が今手探りでやってるってことは必ずですね東京はですね他の都市もいち早く全部解除した大阪はどうだったんだろうっていうです、ね、いい参考事例になると思いますのでちょっと見守って,ていって。 いかければなと思うんですね。そうですね。まあ行政の運用はやっぱり公平公正であるっていうことをやっぱり非常に大事にしてほしいところでありますよね。はい。えそしてえ三つ目最後はこんなニュースがありました。車上嵐の証拠品を共謀して強奪か大阪パトカー車列襲撃事件朝日新聞デジタル10月22日の記事からです。大阪市阿部野区の路上で。 警察は21日午後10時半過ぎ大阪府警が窃盗事件で押収した乗用車をレッカー車で移動していたところ3台の車が近づきうち1台から降りた人物が押収車両から荷物を奪って逃走する事件がありました残り2台の車も走り去りました府警は強盗容疑で捜査しており同じ日にあった車上荒らし事件との関連も調べています これあの欧州車を引くレッカー車の前後をパトカーと操査車,車両で挟んで、阿、はい、倍野区の不動を走っていたときに、白い車が車列に割り込もうとして走り去ったり、あるいは後ろから来た別の白い車の助手席から降りた人物が、はい、欧州車のドアを開けて何から、中から何か奪っていったりとか、はい、あるいはこのレッカー車とぶつかって、後続の一般車にも接触を繰り返したりとか。はい あのなんか映画のワンシーンみたいなそんな強奪事件という感じですよね。まさにそうだと思いますね。はい、あのまあこの日本でですねこういう形でですねあの警察官の公務に関してですねこういう形でぶつかっていくそのグループがいるということがですね、はい、非常に驚きですよね。うん、この安倍のだかあの犯行現場だった天王寺バイパ私はあの 駆け出しの桜治時代があのこの地域の,かんあの担当でしたんで,そうなんですかえ非常に懐かしいあのちょっとお,お急ぎでいつも天童寺バイパス通ってましたんでね昨日あの岸田さんがあの街頭演説したとこですけども、はい、それとは別にまさかこの日本でですねこんなあの事件が起きてるで明らかにその大阪府警がですね 証拠車両の移送に関しては問題なかったと、うん、相変わらず東成長はのんびりしたですねこんなコメントしてるんですね、はい、冗談じゃないですよと、うん、自分たちが移送してる車を襲われてですね、はい、で追い出したのはともかく中からムザムザとですね物品を捉えてるわけですよね。ええええ そそれでで車の位相には問題なかったっうん、そういうですね能天気なことを言ってるからですねこういう連中がですね警察に襲いかかったって大丈夫だよと、うん、でしかもですね強盗事件として捜査してますと言っても強盗事件の場合は例えば現金が奪われたとか、はい、何が奪われたとかいうことになってですね強盗事件というのは成立するわけですけども何、うん、か分かんないもの持ってかれましたんで強盗事件ですとそれなんか分からないもんでも強盗事件は強盗事件ですけども。 不民からすればあるいは国民からすればその中に何が入ってたんだとうん、うん、そうまでして彼らがですね奪い返さなきゃいけないものってのは何なんだと、はい、いうことになるわけで,、うん、でじゃあそのこの車両を押収した時に明らかにその車内にあった彼らが狙ったようなものをですね警察側は一体これ何なんだと、うん、いうことを点検しなかったのかと、はい、例えばそれは覚醒剤だっ,ったらですね あるいはどうしても受かりたかったのはこれ盗難車両ですからあの外国人のいわゆる車のの団っていうのは必ずいるわけですね、ええ、で自分たちのところにヤードっていうですね一、うん、回ためとくところを作っておいてそこからですね外国船が多くは北海道なんですけども着岸するのを待ってですね盗難車両を輸出すると。 いいう手口が多いんですけどもひょっとするとそのグループのですねあの細かい組織図だとか、うん、あるいは連絡先だとかあるいは暗号だとかそういうものに関するものがですねその車両の中に入っていてですね、うん、これを奪われたら一網打尽だということで取り返しに行ったのかははははいずれにしてもですね東南車両の移送に関して問題なかったなんて能天気なこと言ってる場合じゃなくてですね、うん これ徹底的にこのグループを壊滅させないとです、ね、あの日本の治安上大変な問題になってくる危険性があるわけでここはやっぱり大阪府警、猛勢を促したいところですね,そうですね相当リスクを背負ってこの、うん、押収されたものを取り返しに来たってことは相当なものがその中にあったということですもんねですから恐らく外国人を含めたですねあの窃盗グループが絡んでる。 可能性があるんだということはもし頭にあればですねなぜ警察官たちはそこでですね拳銃を携帯してなかったのかとはははそうすればですね逃げる連中に威嚇本もできただろうし車がぶつかってきた時にですねタイヤを打ち抜くことってできたはずなんですねははははなぜその証拠品の移送というですね外に出ていく警察活動に関してですね拳銃を携帯してなかったとかということも含めてですね しっかり検証していかないとなめきられてしまう有機う危性がある事件だったと思いますねむざむざと押収したものを取られるわ、それから犯人には逃げられるわ、その上で <laughs>、えー、移送には問題がなかったっていうのは、ちょっと許しがたいと、感化できないという大谷さんの怒りはすごくよく伝わってまいりました一般の市民がですね、はい、当て逃げに遭いましたとか、泥棒に遭いましたとかとって分かったときに、 届けるのはおまさんじゃないですか。ええ、そのおまりさんが当てにに会いましたとろに会いましたっどうすんだ。ちょっと情けなさすぎますよね。はいはい。わ、はい、かりました。あのー、来週はほぼじゃあスタジオにまた来ていただけるということで。あ、はい、りがとうございます。選挙の特番やってそのままそちらにお邪魔するつもりして。あ,あ。 そうか来週はもうその総選挙の結果が出ているということです、ね。そこにお邪魔する時はですから、自民党がどのくらい取ったのか、野党がどの、はい、野党共闘が成功したのか、うん、その結果をあのも引き下げてまたお邪魔することになると思います、ね。はい、はい、お楽しみにお待ちしております。ありがとうございました。こちらこそ失礼しました。はい、ありがとうございました。深山ジャパン月曜日のコメンテーター、ジャーナリストの大谷昭弘さんでした。 毎週月曜日は政治です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さんおはようございます。はいおはようございます。はい、ます参議院の静岡補選ですけども、自民党の候補が敗れるということころでしたけれども、はいはい、これを自民党内はどうやって受け止めてるんでしょうか。えっとすでに実は先週のですね、はい、水曜日かな、うん、あの自民党のまあ選対幹部と言っていいんですけども。はい あの選,選挙をまあ中心にやってる、まあ、人ですけどね、はいえー、この人が、まああの、実は自民党世論調査をね、ええ、あのなんていうの、ぎりぎりのところで、またあの追加で世論調査をやったりしたもんですから、この辺のお話はちょっと後でしますけども、あんまり傾向としてはその前と、 と変わってなくてですねなかなかこう厳しいところもあるもんだから、うん、あのという話を、まあ、しているときに、一つあの具体的に挙げたのが、今後の、まあ、あ極めて重要なポイントとして挙げたのが、 昨日の選挙だったんですよ。ああ、補欠自民党と。静岡と山口の補欠選挙。うん、山口、はいうん。いや、まあ、山口はね、は自民党が強いけども、うんね、やっぱ静岡ですよね。で、これがですね、あの、まあ、情勢から言うと、まあ、そもそも最初。まあ、元はここは自民党が現職でいたわけだから。うんはい、自民党が一議席持ってたわけですよね。はい、で、その岩井茂樹さんって言うんだけど、彼が、うん。 知事選に出たもんだから、はいまあ、そこは、まあ、決意ってうか、いなくなって、そして、まあ、補選が行われたってことなんですよね、はい、だからもともと自民党の議席だったわけですよね、体制としてもです、ねまあ、そこそこの体制を取れたということで、あのーまあ、世論調査なんかでも自民党優位だったんですよね、はい、ところがね、これ、選挙戦に入ってからあ、まあ、選挙戦そのものもそうですけれども、うん その岸田さんという新しいまあ内閣政権ができてね、はい、でそれがまあどうなるんだろうかっていうことだったけど、実は出口調査、あの期日前出口ってありますよね、はいはい、これがね、もう圧倒的にその山崎さん、つまりあの国民と立憲の候補ですけどね、はい、昨日勝った、はい、野党推薦のですね。うんはい 彼がねやっぱり連日、その自民党を抜いている日が続き始めたんですよ、これはねまずいっていうか、まあ、自民党にしてみるとねまずいぞっていうことに本当に空気になってきたんですね、まだ途中ぐらいまでは少し余裕もあったんだけど、うもうあまりにも勢いがいいと。で 確かにこれ、静岡の県知事選挙ですから、うん、静岡の地域事情っていうのはやっぱあってね、これ、川勝さんっていうあの知事がいるんですけども、はい、この人が、あのー、要するに山崎さんのために相当動いてるんです、ねうん、なんか支援を結構したみたいですね、で川勝さん、ね、ん県民から結構人気があるみたいで。人気がある、はい、それから今、あのー、静岡の問題としてはあの リニアの問題があってです、ね、あこれに対して川勝さんは、もう割と毅然たる態度を取ってるということもあってですね、はい、そういうふうな、まあ、ある種、地域事情,事情っていうものも,ももちろんあったんだけど、あのだけど、やっぱりその大きなやっぱり流れとしては、 その今の,そのいわゆる総選挙を含めたね中央のま、まさにその岸田政権ができて、さあ、自民党がっていうような、何をこれからやるんだろうっていう時そういうものに対してのある種、審判、それからあの野党の勢いっていいますかね、総選挙なんかでも統一候補を作って、がん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 やってますよね、一騎打ち構図っていうのはできてきてるでしょ、空気もね。だからそういうい中で まあ無党派層、特にやっぱり今回も支持が伸びてるのはあの大都市なんですよね、浜松とかね、うん、静岡とかなそういうところのいわゆる俗にう無党派層ですよね、うん、この辺がやっぱりこう与野党一騎打ちの中でこう、うん、野党の方に。ということになるとこのさっき僕が話した自民党の幹部が言うにはね。うんまあ こういうい言葉を使ってました静岡ショックという言葉を使ってましたけどもこれがやっぱりこういう結果に、ま、静岡もしまずければね、うん、総選挙には当然、やっぱり。 え影響してくると、そう、可能性があるんじゃないかってことこでねじゃあ、総選挙の今、まあ、選挙戦中盤ですけれども、うんえー、ちょっと少し情勢が変わってきているあこの間、先週、鈴木さんもおっしゃってましたけれども、結構競り合ってきている選挙区も出てきていると、その一騎打ちのところで、で与党と野党で。そそうなんですだからね結局その、うん 例えば野党の統一候補というのは野党が一つになったからって全部自民党に勝てるかってそうではないわけですよね、はいはい、やっぱりいくらその立憲の人を一人みんなで支えた共産の候補を一人支えてもね、うん、そう簡単にやっぱ自民党は崩せないんでね、うん、だけど競ってる選挙区ってあるじゃないですか、はい、もうギリギリでその自民党が勝ってて。 いやあの野党の統一候補はぎりぎりで追いついていないような選挙区とか、はい、地方でそういう対決構図になっていって都市部ね、まさにうん、うん、無党派層が多いところってあのそれぞれの都道府県であの地方でもあるわけじゃないですか。 やっぱり少し野党にの統一候補に勢いが出てくるっていうことになりますよねそういういことですか、うん、だからあ<ー>あの、統一候補を組んだから全部勝つってことはもちろんない、はい、もうそれはもう絶対無理にしても、競っているところに流れが来ちゃうっていうこと、自民党はそれをものすごくその幹部は警戒してたんだけど、そのきっかけになる可能性がありますね。で 実はその下地になっているそ,のそういうふうに感じる、ね、あの幹部が感じるベースになっているのがその自民党の世論調査なんですね。これはあの実は工事前の、えー、と1週間ちょっと前にやっの土日にやったものに加えて工事、はいえー、直前の、えー、19日、工事でしたから、うん、16とか17の土日直前に。 また世論調査やってるんです、自民党はね。はい,はい。で、これはあの、全部じゃなくて、あの、重転区っていうのかな。うん。その前にやった世論調査で、なかなかこれ、厳しいぞとかね。うん、接戦になってるところろ、ね。なってる、はいはい、そうそう、そういうところを再調査してるんですね。はい,は,いはい、はい。だ、傾向はね、変わらなかったんですよ。なんか、すごく良くなってるってわけでもないし、すごく悪くなってるってわけでもないあう。うん。つまり、現状は、あの、まあ、そう甘くないよと。うん。 もうねこれ、選挙期間中ですから、なかなか数字を具体的に言えないけれども、少なくとも自民党の単独過半数、はいうん、ここにまあこう影響してくるような、取れるかどうか影響してくるような可能性を秘めた調査だったわけですよね。はいうん、だから、そういう意味では、ですね、あのー、今度の,あの静岡も、どういうふうにまあ全国に伝わっていくのかっていう。 あのことですよね空だから、まあ、実はその自民党の調査があ,のあまりにもそ,のそういう厳しい感じだったもんだからね、例えば、はい、ほら福岡、この前も話したけど、福岡5区、はいえー、ここは自民党がほら分裂してましたよね、最初ね。ねはい、分裂の可能性があったとこそうそう、どうなるんだなんて言ってたけど、はい、ほら急に自民党本部が。 ああ調整に入ったでしょう、いやもうとにかくここは落ち着かせよう、はい、<laughs> つまり、うんあの、住み分けようということでね、はいで、これはやっぱりそういうことに動いたってことは、やっぱりベースがよろしくないからなんです、すつまりこんな内輪で喧嘩やってたらね、だめ、はい、だぞってことであの、調整に入ったというふうに見ていいわけですよね。まあ、で,で じゃあ、うん、その後、これ、僕なんかは一騎打ちの構図になってるわけでしょ結局、野党の方も共産党の候補が立候補を取り下げて、立憲民主の候補者が、うん、っていうことになりましたもん一騎打ちですよね。となると、そのいわゆるこれはもう福岡の方の方がもちろん詳しいけども。 確かに一騎打ちムードっていうのはすごく盛り上がってきてませんかその、うんね、どっちが勝つ負けるとかじゃなくてですよ、はい、やっぱり与野党でしっかりこう対決してそのいわゆる緊張感を持った選挙にっていうなんかそんな空気が出てきてる。るこれがさらに例えば昨日、静岡みたいなことがあるとね、うん、あなるほどやっぱり今回の一騎打ち選挙はなんていう,こうやっぱり空気が蔓延していくとそれはと例えば福岡、国にも。 投票行動に影響してくると,いうところになりますよ、ね、だから、そんな感じで、ですねこの1週間、まあ、自民党にしてみると、見るとだから逆に引き締めようっていう動きにもちろん持っていこうとするわけですけれども、うんうん静、静岡のその結果っていうのが、やっぱり選挙戦にはまあ確実にいろんな意味で影響を与えるということでしょうね野党側の、ね、立憲民主、共産、令和社民党っていうところはね、うん、まあこういったところはより勢いがついてくるかもしれませんしね。 そう、えー、自民党は引き締めると。逆にね。えー、はい。いね、はい。はい、鈴木さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。まあ、一週間後鈴木さんがご出演いただきますけれども、その時にどんな結果が出ているのか。はい。ジャーナリスト鈴木哲夫さんでした。毎週月曜日のインサイトコラムはタレント松尾孝さんのやっぱり違和感です。今日は、まあ、今度の日曜日が衆議院議員選挙の投開票日ということで。はい、投票に行きましょうという、そんなお話ですね。 そうですね投票に行きましょう、はい、もう本当、2秒で終わっちゃうような話で,すけど <laughs> でも投票率は本当にね、なんかもう毎回毎回下がって、前回が53.68%、まあ、前々回よりはちょっと上がったんですけど。はい もも10%近くにまで下がっているという状況ですからね,、えー、そ,うですねそうすると本当に国民の半分しか投票に行かないで、まあ、例えば与党、現与党が、うん、あそのうちの半分取るとあのやっぱり議席の7割取っちゃうようなことも起こりうるわけですよね投票率が高くないとやっぱりその例えば、まあ、権利を持っている人だと。 が長い間やってるとその利権っていうのは必ずできてくるから、はい、そうするとあの利権に絡んでる人はやっぱり自分の得が直結すするから足を運びますよねそうするとまあ業界団体とかあるいはその組織票とかを持っているところ、うんうん があの議席を多く獲得すするることになるわけですよねだからそれが本当に民意なのかっていう疑問はついちゃうんですよね,ね、うんはい、でもそういう利権と遠いところの人たちが投票に行かないんですよね、結局、行ったって変わらないわっていう無力感があるんでしょうけど、ただ、行ったって変わらないって、行かなきゃもっと悪くなるっていうことをなぜ思わないのか、うんうん、投票に行かないっていうことは民意が反映されなくなるわけですよね。はい まあ一部の儲かる人たちの民意は反映される率がまた高くなる、うん、であの自分1人が行ったって変わらないからっていうことを言い訳にしてまたテレビもそれを喧伝しますけど、はい、つまりあの一般の人の町の意見みたいな感じでそういう言い草をよく流しちゃうじゃないですか、はい、そうよねって思っちゃう人も多いんですよ、はい、でも本当は投票に行かないと自分が持ってる権利なのに。はい 自分と反対意見だったり違う価値観を持っている人の意見の重みが増してしまう、うん、例えばそれが拮抗している場合は、うん、自分が投票に行かないということは相手に一票入れるということになるわけですよ、うん、嫌な相手にだから本当に誰に入れていいか分からない入れたい人がいないものっていうその白馬にまたがった王子様を待っている人は、うん、あいつだけは落としたいっていう人の対立候補に入れればいいんですよ。うん、あなるほど、うん 本当にあの盤石なあ体制で毎回もう、十何回も通っているような人でも、うん、やっぱり批判票が多いとなると大変な口は聞けなくなるし、うんえー、行儀の悪いこともできなくなるじゃないですか、うん、自分は次の選挙で危ないかもと思ったらちゃんと仕事をするようになると思うんですよ、うんうん、だったら批判票を多く当選しなくても批判票、これだけあるんだということを分からせるためにも。うん 自分がこの人には通ってほしくないけど通っちゃうんだろうなっていうふうに予測はしてもその対立候補に入れることでちゃんと危機感緊張感みたいなものを持続させて僕らの税金の使い道を決め僕らの命を守ってくれるはずの人たちですからやっぱりそこで意思表示をしないということはおかしいんじゃないかと思います。 あ,のあれなんじゃないですか、やっぱりこうあの地元の議員にまず投票するじゃないですか、小選挙区制だと、政党、はいええ、に投票するじゃないですか、うんはい、そうなると、多分あのなんなんていうんですかね、自分の考えとかが、じゃあ本当にどれぐらい反映できるのっていう思いは、皆さんあるんじゃないかなと思うんですよ。うんはいそうですね、だからね、まあ、なんか難しいとは思うんですけど、僕はやっぱ。 総理を直接投票できるようになったら、もっと投票率が上がるような気がしますけど、ねうんまあ、でもそれはそうなんでしょうね、うん、きっと、うん、直接に選挙で選べるとなると、やっぱり率は上がるでしょうけどね、日本の選挙あの、国会の制度っていうのは、やっぱりアメリカじゃなくて、イギリスのまねをしたもんですからね。 なのでまあこれあの本当に国の骨組みを変えるような大事業になるでしょうからそこまでできないにしてもとにかくあの国民の多くが思っていることが数字に表れるんだっていうことを実感してもらわなきゃやっぱりちゃんとした仕事をしていただけないと思うんですよ。であのもうう国民が選んだんだから文句をを言ななみたいな態度を取る 権力を握った人たちも多いわけですよねいますね俺たちは選ばれてきてんだ選挙で信任を得たんだっていうねそうなんですよねこれおかしいんですよ国民の意思を反映させるために国会に送り込まれてるのにあの、お前らが選んだんだから文句言うなっていう態度はね本当に本末転倒なんですよねはいありますねそれで本当にあの でもマスコミの影響も悪いと思います、本当にさっきテレビのこと言いましたけど、はい、あのどうですか、一党の、まあ、政権党ではあるけれども、一党の総裁選をあれだけお祭り騒ぎで連日、ワイドショーやらニュース番組で報じたのに、この総選挙っていう、その大元になる一番大きな選挙、それもみんなが投票できる、選挙権のある人全員が投票できる。 この選挙戦についての報道が静かすぎませんか。いや、だからあれなんですよ、松尾さん。やっぱり。国のトップになる人にとっては、な関心があるんですよ。そうなんですよね。<laughs> だから、そこを直接投票できるようにすれば、いいんでしょうけど。結局。 そうじゃないと、なんかみんなどうしたらいいのかわからないって、何を参考にして投票すればいいのかわからないっていうんじゃないかなって、私は思うんですけどね、いざ投票に行きたいけど、ね、だから今、投票権もほら、今、20歳以上だったのが18歳以上にまで引き下げられたじゃないですか、はいはい、それでも結局、じゃ十18歳以上まで引き下げて、投票率っていうか、上がってるのかしいったら、全然その人たちが投票に行かないでしょ。うんうん <laughs> でなんか、ね、なんかでもあの年寄りが投票率が高いから年寄り目当ての政策ばっかりになって若者の未来があ、うん、っていう人もいるんですけどいますよねはいはい、はい、だけど年寄りの待遇改善されてますか、うん、そんなこともないですよね, <laughs> ね,ねあの病院の窓口負担なんかもね <laughs> 社会保険もそうですね何もかも、うん、そうすると、うん、別に あのどの層にいいいことしてててくれてるっていうわけじゃないですよただ、長い目で見てこの国の将来どうなるんだっていうことに関しては若い人が一番不利益を被るであろうことも起きるでしょうからうそこでみんながやっぱり若いうちからもう選挙権を得たらまず投票に行くわからなくても誰かに聞くとかみんなでそういう話をするっていうことが大事なんじゃないかと思いますね。 本当にょうそうしないとテレビで見たことあるとか、はいはい、ラジオで CM が流れていたからとか、そういう党にばっかり、ね、その議席が集まることになりますから、はいはい、そうなんでか本当、将来を見据えて、なんか政策打ってるのかなって、各、ま、党、あ、ね、それはもちろん出してますけど、一番前面に出してるのが給付金でしょ、今回。えー、だから、それもう本当に、うん、もんそれは一番手っ取り早いと思いますよ、票を取るのに関してはね。 与党も野党もね、ねだけど、うん、それでいいんですかって感じですよね、もういやまあまあ、でも本当、その有権者の民度が問われるようなことになってるんじゃないかって気がしますね、うん、本当そうですね、うん、何を見ていくのかっていうのは、ですね、うん、から投票のシステムももっと楽にしてもらった方がいいですよね、もうこれだけ。 その個人の認証だ本人確認だっていうことがこれだけ当たり前のように行われているわけですから、うん、あのもし何か不正があったとしても、まあ、誤差の範囲っていうぐらいにしかならないともう今の技術ではできると思うんですよねだからもう例えばコンビニで投票できるとかネットでの投票とかね。 地域によってはやっぱり結構歩かなきゃとか、車がないと厳しいみたいなところもあるでしょうし、うはい、で地域によってはあの、8時までの投票所が、ね、7時に閉めちゃうみたいなところもあったりね、あちょっとね、インチキなこと、インチキと言ってもわざとじゃないでしょうけど、事情があってでしょうけど、うん、だったらもうちょっと今の技術で改善できないものか、投票率を上げるために。でできるでしょうね きねえー、できるけどやらないんですよね。きっとね。低い方が助かる人たちが。いるんでしょう。<laughs> なな <laughs> <laughs> 松尾隆のやっぱり違和感インサイトコラボでした。